朝日に一番近い街を掲げているはずなのに、ノームに蹂躙されているせいで、朝日の足音を微塵も感じない根室からごきげんよう。じゃあ、腹を決めて乗りに行きますか。特急の来ない根室駅の待合室は、それでも観光歓迎ムードだし、それが呼び水にでもなっとるかのように、駅には続々と観光客だかまさだかが集い始めた。この広告も最果て感を感じさせる一品だけど、背景が限界アンデレの資質ノートみたいでなんか怖かったな。そんな根室駅から飛び立つ横断旅、トップバッターは根室本線の釧路行き。車両はキハ54、キリ国鉄時代の産物。 JR 化される直前、日本全国そこかしこで主要のようにボロ機動車が赴いていたけど、それを北海道四国九州に明け渡したら地獄を見るのは火を見るよりも明らかだったんで、草レーンみたいなノリで産み落とされたワンマン前提の頑丈なステンレス製機動車。省エネにかこつけて徹底的に軽くされた燃やし機動車やけど、かけるエンジンと武骨な車体には戦績の船を見かけるかのような、まるでヘルメのような美しさを感じるもんや。開幕早々お姉ちゃんらしくないこと言うね。いつものように下痢確認みたいなこと言えばいいのに、あなたは開幕早々罠妹らしく眼球節穴どころかブラックホールですね。固定クロスに腰を下ろし、5時31分、根室を発車。ちなみに根室の地名の由来はアイヌ語でニムオロ、樹木ボサボサプレイスみたいな意味らしいけど、駅近辺は閑静な住宅街がマジョリティやし、むしろ霧の方が濃くて真っ白。つまり剛毛陰毛時代からビュルッと一変して真っ白タイプ。また下ネタのブーストをかけるときとちゃう、かける前提なんだ。ブースト語弊。日本最東端の駅、東根室を出て、根室本線は、これからひたむきに西へ。この路線は、根室からはるか 400km 遠く、道央の滝川まで突き進む路線なんだけど、根室からそこまで遠くない、同じ道東の釧路までは、花咲線なんてあだ名がついている。そう遠くはないと言っても、130km はあるもんやから、近い道と思い込むのは狂っとる。1枚に500字とか書き殴った、パワポのスライドくらい狂っとる。とにかく、メルヘンな花咲線の名の由来は、東根室から西和田にあった花咲駅。花咲ガニも、花咲港も、名の愛らしさもあって、かつ、浜名湖の生命力に惚れたのが起こり、らしいけど、肝心の花咲駅、2016年くらいに利用者が減って消えた。生命力のシンボル、浜名湖を汚すな。あります浜名湖を汚すな。ともかく、花咲駅は命を散らしたのに、後発なはずの路線名は生き長らえていて、本末転倒に片足突っ込んでいる、キテレツ愛称がまかり通る、そんな路線。そんな花咲線をかけること早40分、あっとこ駅に到着や、あっとこ万国、根室市別までを結んだ、JR 市別線のあっとこ支線が分岐していた駅、クソ緑の広がる根室原野の開拓を盾に、根室と網走を結べと騒いだ、明治末期の西岸をはじめとして、大正末期の鉄道敷設法をもとに建設された、今は亡き鉄道路線。せやけど、その敷設法から着工までには、やや時間がかかった。ラッセルも幸福論で言うとったように、人は熱意に突き動かされてこそ幸せになるもので、血がたぎった釧路臨港鉄道って私鉄の多さが動いて、標茶駅と標別駅を結ぶ標別職人鉄道会社を立ち上げた。でも素直な人間は熱意だけで飯を食うことはできない。いや、アンチはいわゆる熱意を鬼の首を取るようなことを同力念にして飯馬を繰り広げるたちなのだろうけど、標別職人鉄道なる一企業にそこまでずぶとい胆力はなく、測量した結果、川、沢のラッシュで財布が空っぽになりそうだったり、国鉄が重い腰を上げて着工したと股引きしたりで、裸足で逃げ出したわけだけど、ちなみに、いざどこから着工しても、海岸沿いルートか原野沿いかで揉めたそう。その標別線も、モータリゼーションからの第二次特定地方交通線認定で廃止になったけど、あっとこへの鉄道線が、その根室本線だけになってから、早35年、地元の中学生が、すすらんを送るイベントも行われる、ハートフルな路線になった。ちなみに、すすらんの花言葉は、純粋謙虚。標別線敷設までの道のりは、やひよりで、なんか花言葉と逆を行く気はするんだけど、そこは、過去に甘んじて感化すべきかしら。単調はびこる霧タップ出現を抜けた先、厚岸駅へと進むで、このべかんべ牛川あたりの出現は、単調の生息地で、水鳥もひょっこり顔を出す。そのうち通る厚岸湖と並んで、ラムサール条約に認定されているだけあって、かの有名な印象派画家のピサロが描いたような、いわゆるエモいが広がっているんだけど、私の感性が地獄みたいになっているせいか、鳥類ごときに流暢さでマウント取られた気になった。そんな厚岸は、牡蠣の取れるところを表す厚岸が由来だったりするで、その名を表すかのように、牡蠣の名産地、厚岸湖がお出まし。この厚岸湖も、ラムサール条約の端くれで、大白鳥が、ぬくぬく羽を伸ばすこともあるで、冬が来たとて完全に凍ることはないからこそだね。バズったツイートに知らん言語のリプをぶら下げる外国人スパムみたいに凍ることはない。門室から磯の香りを乗せた列車はだいぶ進んで釧路町の別府駅へ。北の果てで大根を生み出そうと北限大根なるものが栽培されている地、何クソとでも言わしめるハードな寒暖差で言わずもがな危険な地での栽培。その危険度、向こうに見える看板までもが危険だなんて歌うほど説得力の権限に助走をつけて殴られた気持ちになったね。
その釧路町を出て東釧路で釧網本線とお別れした後、なんたらなしに灰からの町並みが飛び込んできて、そのまま釧路川へ渡っていくて、この釧路川には人工のダムなんてものはない。大自然の屈斜路湖とかがダムの役目を担っている。環境にうるさい団体もにっこりだね。そういう団体は環境保護の大義名分で自ら川に電気とか流しに行くのか。一発目にしてダブルスタンダードの目くらましを上げつらっておいてあれだけど、道東の巨大駅にして交通のハブ釧路に到着。釧路はその意味にかがわずアイヌ語で通路の要所を示す釧路が由来だったかなんとか。さすが。でも次の列車が出るまで2時間以上あるらしいで、さすが。駅前には釧路駅開業90周年を記念したデゴイチの通りがこれ見よがしに置かれている。90周年とはいえど、線路を東に伸ばすのに差し障りがあったっていうんで、釧路から厚岸まで根室本線が開業した時、ちゃっかり 1km ほど移設されたらしい。元の釧路駅は貨物専用の浜釧路駅になったけど、それも廃駅として消え、この新しい方の駅が残るのみ。それでも90周年は移設前の釧路駅からカウントしているそうで、なんとも立派なテセウスの船に思われる。その船に2時間手持ちぶさたで揺られるのもいただけないので、自販機で160円と引き換えにくすねてきたコーヒー片手に動画でも作るで。コーヒーの方は純喫茶の金属製のコップで出てくるような味がしてとっても美味しかったです。うわ、純喫茶はエモいと思っているタイプの失速だ。そうやってない思い出を勝手に作り出しては過去に思いはせずうっとりなんて言わぬかんはた。あとだ、ビジタイノスタルジーの塊じゃないの。そもそもトラペル低炭素の記念はフランスのデクロニカク待合室で過ごした2時間は旅へのワクテカであっという間でしたよっとだね。ビデオカメラを回さなかったおかげであっという間に2時間経ったね。写実主義やめろ。違うよ、特殊相対性理論ってやつだよ。いい加減のお姉ちゃん岬の話をしましょう。お次は新徳行きです。帯広の先まで向かって東欧手前へ踊り出る H100 型が使われる炭鉱列車 GVE400 のバッタモンながら北海道の津々浦々を牛耳る電気式機動車。乗る前からすでにありったけの人影で嫌な予感しかしないんです。ブンブン欺瞞修羅腹痛。座席に身を任せることは叶わなかったけど、さもじくそんなのせびっても、一時創作者に対して、この作品、キャラ誰それに似てますね。と、純粋無垢な浅ましさをひきらかすかのようで、高顔無知にうつつを抜かす、旅人の風上にも置けない蛮族になりかねないため、しばらく経ってます。それはそうと帯広までに席空きやがれ。やあい蛮族。姉がなんか言い散らかした気がしますが、そんなのお構いなく釧路を出発。この釧路は、日本で唯一、営業用の炭鉱が稼働している町。その実績に泥を塗らない程度には歴史は古く、ペリーにちきった幕府が日米和親条約で函館を開港させた頃まで遡る。というのも函館までおいでなすった船の者ともに食い物や水のついでに石炭を恵んでやるため、そうした人情だかそれとも社交辞令だかもゆくゆくは発展の名を借りたビジネスの温床になるわけで、開港後大体30年くらい経った頃、安田財閥がこの辺りの鉱山に目をつける。手鹿の辺りにあるアトサムプリ火山から硫黄をせしめたり運んだりするのに石炭がいるとうと言い出して、釧路鉄道会社なる鉄道までこじらえて硫黄を生み出すのに血眼状態だった。だけど結局人間なんてもんは単純で、旅客輸送なんてアウト・オブ・眼中で硫黄系の貨物ほぼ一本足打法だった。せやから硫黄の採掘をやめた途端、鉄道はゴミクズ同然の渦中に追いやられる羽目に、その道地なら政府ちゃんからお宅の線路よこせと疲れたそう。なんでも政府からしてみれば厚岸と網走を結びたいということだったそうな。っていうのは、歯切れの良いお綺麗な建前で六すっぽ、その敷設計画は実現されず、厚岸から網走の路線計画はゴミ箱にシュートされて、釧路から網走にすげ替えられたし、レール貨車のもろもろは釧網本線じゃなく根室本線の釧路異性に使い回されたそうな。買収からのルート転用という契約ですら他人のツイートに噛みつく、自称ピーガンついでにの尻くらい軽く、もはや小学生の口約束未満のあたり、器もでっかい道くらいで構えろってことなのかしら。まあ SDGs という現代のハッタリの力を借りればレール再利用で環境に優しいとでも言いくるめられそうやけど、そんな釧路鉄道の血肉を取り込んだ 400km オーバーの根室本線、こいつは北海道の鉄道網の例に漏れず開発脱色を理由に敷かれた路線。その走りは1892年農庁の長官がおだて上げた北海道中央鉄道計画なるものだった。その内容、空知太から網走を経由して釧路まで結ぼうという聞こえの良い大使、大使を追いだけっていうのはそうなんやけど、大使だけじゃ武人大山になるわけで、どっから金持ってくんのと問い詰められたら黙りこくって、計画はおじゃに、大使殿の理屈はどうでもよいので同情してほしくば金を詰めって世界。それでも勢いは冷めず、翌年には別の長官が北海道開拓意見書で空知太と根室網走を結ぶ路線を考えた。し、枢密院で働いていた井上小橋って人も北海道意見書ってやつで空知太と上川富良野十勝厚岸を結べとこついていた。いずれにせよ北海道炭鉱鉄道がすでに空知太に触手を伸ばしていたもんやから、労働と道を結んで物資輸送に触手を動かしたかったんやろなというのは想像に難くない。え、それで敷設が始まったかって。
ただの意見書ですが、本格的に路線の見通しを立てたのはさらに1年後、1894年、老長が北海道監視線鉄道庁舎をしたためて、空知部と厚岸、網走を結ぶ鉄道とかを幹線、厚岸湖畔から根室までの支線の予定線ってことにして、数年後までに着工せえと政府に脅迫したそう。それに報いるかのように、2年後には北海道鉄道敷設法が公布され、根室本線にあたる路線がきっちり第1期線の座をかっさらった。名実ともに打てば響くってわけやんな。そうして建設は決まったけど、旭川から根室までの運べっきがを一気に施行なんぞ。ヒノキの棒鉄王までもぶちのめしに行くくらい途方もないからか、計画段階では3分割されていた。旭川から帯広は十勝線、帯広から釧路は釧路線、釧路から根室は根室線って立ち位置にされた。先陣を切ったのは十勝線。1897年にホッサムシティ元井旭川から工事スタート。ただ指折りの豪雪地帯に一平卒ランクの建設技術が通用するかは別の話。いざ着手してみると、早めに降った雪や霜の洗礼を受け、1年のうち7ヶ月くらいしか工事ができない始末。一応富良野を経由して最難関の狩勝峠の手前落合までは1901年までに敷き切ったんだけど、ここまで来るとヘドモドにやきもきで、その前年には釧路サイトからの工事を始めていた。これが釧路線の方は地形の起伏がどうにも少なめ、恋愛アドベンチャーゲーで言うと一部の人の性癖を確実に破壊してくる無口少女の感情くらい起伏がない。だから釧路から帯広までの 128km を5年で敷き切ることくらい操作もなかった。何はともあれ十勝釧路線はお互い兜合わせ一歩手前まで来ていたので、そこからは早く1907年に全通、旭川と釧路が10年がかりで結ばれた。これを機に十勝線は洗脳を食らって、旭川から釧路までまるっと釧路線に名前が乗っ取られた。十勝という大行なブランドを背負った路線でさえオッカムのカミソリには歯向かえなかったか。ちなみに旭川から富良野なんやけど、かったるい勾配の解消と地下資源を掘り出したいという欲にそそのかされ、釧路線の全通から13年経ったあたりで富良野から滝川方面に新線がこじらえられて、そっちが釧路本線って扱いに。残された富良野から旭川の方はラベンダーで名高い富良野線として今も活躍中。ラベンダーなんてお綺麗な歌い文句を売り出すベンダーの割には根室本線の残りカスをついたんでいる気品さもあったもんじゃない路線なのはともかく、列車は池田駅に到着。ここに来るまでの地名の由来はアイヌ語でうんぬんばかりで、もはやアイヌ語ボットみたいな物言いやったけど、この池田町はそんなことなく、鳥取藩主の公爵にあたる池田って人が開墾だの農場を追っ立てたりだので、このエリアをこねくり回したことに由来するとか。町の由来自体はこの池田駅から拝借したって説もあるっぽいけど、そもそも池田駅自体、土地を線路に蹂躙された池田農場から名前が取られたっぽいです。富の増大に必要なのは農業だなんだと言って重農主義を謳った船も、ご立派な地名とかまで生産されたらもはや裸足で逃げ出すんじゃないかしら。ってわけで池田、15分ほど停車時間があるので、ちょいと改札内にでも出ます。十勝ワインの産地だからか、たわわなぶどうが時計からぶら下がっとる。そうだね、集合体恐怖症の方がアナフィラキシーショックでも起こしそうな物体が。池田町は全国各地に点在しているせいか、駅前には様々な池田町を象徴するイラストがカットされた気がするな。徳島県の方の池田町は滅んで三好市になったけど、そんなこと知ったこっちゃないかのように絵の中では能天気に阿波踊りを踊り続けている。池田の思念体は時を経て合併され、名が消えても取り外されず逃げ出さず、いつしかのテオドラの定位は最高の死に装束なる言葉をそこはかとなく思い出す。駅前もそぞろ歩きしたことだし、とっとと戻りましょうね。12時49分、池田駅を発車。かつては、ふるさと銀河線なる三石、旧、地北線が分かれていたけど、それも、廃線を食らった今、池田駅は、根室本線だけの持ち物に。仕方ないとはいえ、寂しさのあまり絶望。母親を背負った時の石川啄木くらい絶望している。ちなみに、この池田駅から分岐した地北線は、北見までの約 40km をも結ぶ鉄道やった。北海道鉄道敷設法をベースに敷かれて、網走本線として運営開始。昭和初期までは、札幌エリアと同等、網走を結ぶ、まさにボス的存在だった。というのは、1932年までの話。その年になると、石北本線が開通した。そいつの正体なんぞやというと、新旭川から遠軽までをつなげた鉄道路線。石北本線経由で、札幌、旭川が格段に近くなったのは朗報だけど、網走本線サイドからしてみれば、20日ネズミと人間。動脈として北海道を支えた姿は見る影もなく、ローカル輸送に徹し始め、挙句1961年には網走本線のうち北見から網走までが石北本線の領分に。名前すら一部区間から分取られた網走本線は地北線として細々とローカル輸送に徹するだけの存在に。結局地北線は赤字を切り出す地方交通線の仲間入りで、国鉄再建法では廃線議論、存廃議論では北見と十勝を結ぶ主要路線だとか観光に向いていそうとかいう一縷の望みを引っ提げて、当時としては最長にして北海道唯一の三石に、バス転換三石以降の手切れ金として 1km あたり3000万円で渡された計42億円を経営安定基金として、
利息約 5% で運営していくつもりだったんだけど、実際は利息なんて 1% という血を這うような割合で、資金繰りなぞ火の車。何が安定基金だ。需要そのものもピーク時は年100万人使ったのが45万人にまで落ち込む始末。あと車両鉄橋に肩が来ていて、どうにかするのに30億円は必要。もはやこれ以上は火の車どころか炎上の車。それも10月31日にカコつけてトラックを押し倒す渋谷のパリピ並みの炎上も。あと観光に向いているとまで言うたのに、結局沿線には大した観光資源がないもんやから、地理貧にあえぎながら2006年でその命を散らした。北海道の鉄道自体、明治時代の宅食を前提にこねくり回されてきた分、生き残りともなると車社会が根付いた北海道では賞味厳しいんじゃないかしら、なんて所業無償を語っているうちに、十勝川を西へと渡る。秋ともなると酒とかが遡上していく様が見られるそうな。ちなみにその遡上する酒のことを秋味チップっていう。酒には秋味っていう別名があるけど、それはこのアイヌ語から来ているのだ。で、川の方の名の由来はトカプチ。アイヌ語でおっぱいの川みたいな名付けて、身内をあふれて止まらないのなるものがゆえん、川に対する性癖がエグすぎる。お姉ちゃんかよ、なんでうちまで巻き込むんですか。うるせえハレンチ関西弁美少女。うちに発言権をください。さて帯広、今は亡き士幌線、広尾線との乗り換え駅。踏切の交通渋滞や交通事故を受け、1996年にわざわざ Z 軸方向に追いやられた鉄道駅は、道東の松々の大都市としての貫禄を遺憾なく引き明かしている様子。ところでこの帯広、明治期の開拓は駅からもう 2km ほど東側、薩摩井川と十勝川が交流するあたりから始まった。せやけど駅の開業を皮切りに、開拓エリアが一気に西側に移った。釧路を抜かして道東の人口1位の町に躍り出たこの町の発展は、駅が作られたからといっても過言じゃない気もする。人口云々はどっちかっていうと釧路の泥舟の方が溶けるのが早かっただけ説はあるけど、帯広でこっそり乗ってきた客は根室でがっつり降りていった。さすが四市町からなる帯広県の一町としてこびりついているだけのことはある。そんな根室の特産品はスイートコーン。昼夜の温度差が大きいほど甘くなるというピーキーな性格の農産物やのに、首輪でもつけるかのように手名付けて日本一の生産量を誇っとる。からの渋沢栄一の会社が開いた農場から栄えていった町、十勝清水を出れば新徳に到着。十勝着くとてすぐには進めぬ。次の列車を指して待とう。だが指して待てるほどの侍の心が現代人にあると思うか。パスカルでさえも急速には耐えられず、一種の気晴らしを求めるのが人間だと綴ったというのに、ましてや現代人なんて皆泥舟に浮かんでいるんだ。宇宙船地球号は漏れなく泥舟だ。そこにはパンドラの底飯食べまーす。あこあおい、駅近くの食堂でご飯食べてきました。私5歳児なのでお昼食べたらすごく眠くなってきちゃったんですが、まだ時間が余ってるので図書館に寄ります。その状態で本読んで頭働くんですかね。働くわけないだろ、お姉ちゃん様てめえ大脳なんだと思ってる。体力も思考回路も危ないから戻れ。駅に、家に、精神に。そこまでは戻らなくていい、双子設定が壊れるし。次特急大空8号で新夕張まで駆け抜けるよ。あれ18切符って特急乗れへんとちゃうん。いや新徳と新夕張の間は普通列車が走ってないから、この区間だけ18切符のみで特急に乗れる。へえ、はみ出したらどうなるん。全区間の乗車券と特急券の料金がいる。なるほど。でもなんで普通列車が走ってへんの。お前質問せめて弱稼ごうとしてんだろ。この野党がタップダンスと腕立て伏せと線香花火以外何もできない体になれ。なんで対話形式の解説動画で純粋な疑問が潰されるんですか。あとその罵倒何。お前ごときにアドバイスしておくと、ここから突入する赤昇線、労働と同様のスピードアップを叶えるために建設された。そういや前までは根室本線が労働と同様を結ぶ役割を担っとったけど、貨物も速達列車も軒並み赤昇線経由になったし、旅客輸送もスズメの涙程度やったし、とどめに台風被害で満身創痍になったから、今年3月で根室本線の新徳と富良野の間が廃線になる話もあったねんな。そうよくわかってんね。なんで聞いた。やっぱ尺化石か。この卑屈血弁ヘアーがうちの妹、人の中身も外身も全く信じてなくて怖い。とにかく龍吾の普通列車の時がそこに分け入る余地はない。事実新夕張の一駅東にあった駅楓から新徳の間には開業当初から普通列車が走っていなかった。なかなか生い立ちから手の存在。ダイヤ改正前は普通車自由席、ダイヤ改正後は普通車指定席に乗れるみたいや。特例とはいえ大した料金も払ってないのに、さも極左に腰掛けるような素振りをするのもいささか気が引けるので、檻に入れられたウサギのように静かにじっと縮こまっておきます。15時55分出発予定だったんだけど20分程度遅れて出発。次はトマム。
昔の駅名は石昇高原だったけど、もともとそのエリアがトマムと呼ばれてたのと、トマムリゾートの開発でリカートーの自由貿易帝国主義ですが引くような支配の波にさらわれて、1987年にはトマムへと改称した。で、新徳を出ていきなり何もかも吸い取られた金玉袋みたいな戦型が迎え撃ってくる。1966年に完成したとは到底思えない脳筋戦型になった理由は、新徳駅の位置と勾配と石昇線が担う役目がネックになっとる。というのもその昔、新徳から西に抜けるにはもっと北側の狩勝トンネルを抜けて根室本線を突き進むしかなかった。でもこいつ勾配が 25 パーミルだし、貫いてから60年も経ってたトンネルだしでスピードアップ以前の問題だった。それで建設されたのが今のルートなんやけど、こちとら小立派な狩勝峠のお膝元、勾配を12パーミルに抑えるのにしがみついて蛇行せざるを得なくなった。具体的には今矢印で示している700メートル程度の区間でさえ50メートルくらいの標高差がある。愚直に線路を軸と75パーミル登山列車だったら耐性できてたかもね。とにかく勾配とカーブがトレードオフだったのが理由。ただ妙なことにこの蛇行部分、平面交差が全くと言っていいほどない。地べたに裁縫でもするかのようにトンネルに入ったり高架に飛び出したりしている。こういういびつな設計になった理由はこの辺りにあった畜産試験場。新徳に線路をつなげるとなると絶対この周辺を通らなあかんかったけど、育種試験や草地開発の研究といった大規模で精密な実験をやっている畜産試験場があっさりゴーサインを出すわけがない。 SNS で逆しらぶってるだけの外野のぼや騒ぎとはわけが違う。それで畜産試験場側は反対したんだけど、北海道全体で見ると新鮮のメリットはとんでもなくでかい。おっさんがくしゃみするときに出す声の音量と同じくらいでかい。だから畜産試験場も畜産試験に影響が出ないようにするなら認めてやるよ、と折れた。ただ条件として畜舎の半径700メートルはトンネルを折れ、線路の両脇に牧柵作れ、川を汚すな、水害は勘弁だから流域の森林の面倒を見ろ、それと校内の幹線道路とは原則立体交差で平面交差には遮断機 OK というのを最低条件として国鉄に突きつけた。某山奥の料理店とタッグでも組んでるのかってぐらい注文量が多い。だけどそこは律儀に条件を飲み込んで地殻管も合わせて敷設しきったのでした。ちなみに石昇線のうちこのシムカップと新徳の間を狩勝線なんて呼んだりする。でさらにシムカップから新夕張がもみじ山線、ちょっと飛ばして追い分けから南千歳が追い分け線って扱い。この3路線は目的が目的なだけに基本的に足並み揃えて開通したんだけど、狩勝線だけは根室本線も曲がりするからトマムの手前上落合信号町までは石昇線の全通より10年早く抜け駆け開通したのでした。狩勝トンネルを通った急線を捨ててまっすぐの新狩勝トンネルを使うっていう根室本線なりの大義名分もあったからね。絵を描いています。この絵すらは何、ごめんなさいね、急にキュビスムみたいなコテコテのサイクの動画素材を流し、会社に対してさすがにチキりすぎでは。これリニア鉄道館で買ったボールペン。根室本線をこっちから乗り回して 300km も移動したけどまだ同等ってことで、北海道はでっかい道なんか言って香ばしい金玉の歓迎通報。なんかいい絵を隠れ蓑にして好き勝手なことを言うな。お前もな、ネットスラングで会話するな、友達できなくなるぞ。チンチンのパセリ隠れ蓑にするな。で、車窓に話を戻すんですが、ですね、鹿との衝突で急停車しました。試される大地に戦慄こそしましたが、車掌さんのお怪我をされた方はいませんかというアナウンスに確かな優しさを感じました。でもまるでブルチョーチーに紛れる人狼のように18切符なる紙切れ1枚で乗っている身としては、その包むような優しさがかえって怖く、最後の晩餐にイエスと同席したユダのような心境で、そ知らぬ顔で、でも心臓をつかまれるみたいな感覚でした。気持ちいいよりも残酷なことって何ですか。癒しい、寂しい、それを完全に自分の性分のせいなんだけど、なじられている気がするせいな、この妹だって。特急もやっと伊田天走りに戻ったから、もみじ山線も軽く語ってくて、新夕張とシムカップを結ぶのがもみじ山線なんやけど、実はこのもみじ山線全然は完成しとらん。どういうことか語る前に建設過程を一からなぞってみるで。そもそもの発端は大正期の鉄道敷設工の予定線、向川より金山に至る鉄道やった。あと弁慶オロロップ内あたりから分岐して上り川に行くとかいう強そうな視線も考えられていた。せやけど大正期の北海道の鉄道の目的はあまり開発なあ、これうちが悪いん。とにかく夕張岳を迂回する山岳地帯やったから開発など望むべくもない。だからその計画はポシャって、特にそれ以上のことは40年以上起こらへんかった。その計画が日の目を見るのは1959年、もみじ山、シムカップ、金山を結ぶ鉄道が挙げられた。ちなみにもみじ山は今で言う新夕張です。もみじ山の由来に地図来町の意味はない。これをベースに狩勝線の西半分、追い分け線とともにセットで建設されたのがこのもみじ山線区間。工事は相当大変だった。
もみじ山駅をわざわざ10メートルほど高い場所に移したし、トンネル部分も膨張性の地層に悩まされたし、もみじ山線のルート取りについては他にも2つほど案があったんやけど、湧き水が出まくりそうだとか、工事には向いてない夕張炭鉱を経由しそうとかで、カレー味のうんこか、うんこ味のカレーか、うんこ味のうんこかの三者択一状態だった。メタンガスの爆発事故とかの苦い経験も経たけど、1975年に基本の工事は終えて、石昇線ファミリー2路線とともに、1981年に開業までこぎつけたのでした。でも、もみじ山線に入れられていたはずのジムカップから金山は完全に忘れ去られている。かといって思い出したかのように敷設されることも多分ない。赤昇線を敷設した当時の国鉄でさえ、懐は小豆バー並みに寒く、財布の紐も小豆バー並みに硬い状態だったし、ましてや鉄道運輸機構なる独立行政法人が株を 100% 持ってる JR 北海道にもみじ山線を敷き切れる体力があるとは思えない。もみじ山線は完成の川をかぶった未完成路線として未来へも生きていくんだろうな。というわけで、新生後継路線、もみじ山線でした。炭鉱というドル箱を失い、後に残るは財政破綻という質汚れた学院、夕張市の新夕張に到着や。もう夕張支線は消えたし、ただの夕張駅も消えたのが、寂しく伝わってくるな。いわゆる、攻めの敗戦で、2019年に消えた夕張市北部への鉄路だけど、正直、あの輸送密度と、あの老朽化度合いだったら、たとえ攻めずとも、遅かれ早かれ、もう敗戦になってたと思う。汽笛の響きが鳴り渡れば、吊り橋を置いて生き絶える。その凋落なのか何なのか、ツイッターみたいな色の鳥がホーム上で死んでいたけど、幸せの黄色いハンカチだけ残った夕張市に、幸せの青い鳥が生きてやってくる時は来るのか。ちょっと余談になるけど、僕とつくろまずって言葉知ってる？家を留守にするくらいせかせか働くって意味の故事成語なんだけど、由来自体は牧師って人さ、いつも忙しくて家の煙突が黒くなる暇ねえよなってもの。夕張に話を戻すと、高度経済成長期を経て石油がもてはやされ、石炭は見限られた。言い換えると、夕張の寄り所、丹田は軒並み閉鎖され、働き手も一気に首切られてもうた。煙突を黒くするエネルギーを失った以上、あがいて夜はメロンとかの別な産業、あと石炭の歴史村なる巨大な遊園地も作り上げて、まさに僕とつくろまずのノリで再建を図った。実際に再建できたか？できてたら廃線にしようなんて思わないでしょ。夕張支線。そういうわけで夕張市は2007年にいよいよ財政破綻。夕張市の煙突がもう汚れないのは忙しいからじゃない。おそらくとっくに息も絶え絶えで、煙突に火をつける余裕がなくなったから。赤昇線のうち、追い分けから新夕張を経て、廃線廃駅になった夕張までの線路は、北海道炭鉱鉄道が敷いたもので、開業当初の中間駅は、今の新夕張にあたる、もみじ山だけやった。おいおい貨物輸送が栄えるとかで、古びた駅名標に載っている、沼の沢や富里とかのまぶたち中間駅ができたけど、富里の駅は富込みしても、乗客増えずに2016年に廃止。沼の沢は2019年、路線が丸ごと消えちゃった。撮影当時、夕張市に残る駅は、この新夕張駅と市境すれすれに立つ滝の上駅だけなんだけど、滝の上駅も、今年のダイヤ改正で廃止になり、いよいよ残るは、新夕張駅のみの一匹狼。せめて買い物して地域貢献をとですね、夕張メロードなる道の駅に駆け込んだらですね。ゆかりさんがいた！ちょっと待って、ねゆかりさんの CV を務める、石黒千尋さんは夕張市出身、夕張メロンはうまいで、ってことを PR すべく、ゆずきゆかり、石黒千尋さんと JA 夕張市がコラボしとる。財政破綻を迎えた夕張市のパンドラの箱の底にはゆかりさんがいたって感じえるか。メロンゼリーも買ったよ。しっかり濃厚さとコクが合わさってうまかった。でもスプーンもらい損ねたので、己のコミュ力の低さを嘆いた。なので肉にかぶりつくバイキングのようにガブリと上品さのかけらもなく食らいつきました。来ちゃったらしく沈黙加減に入り浸ると、結局万足に落ちぶれるという教訓。しかも次の列車が18時55分発だと思い込んでちんたらお散歩してたんだけど、もう一回確認したら42分発で、ちょっとやばいかもしれない。このままだと路頭に迷う。助けて。間に合った。企画も己も死ぬかと思った。確実に、どっかで時そばが起きてる。時そばって吐き捨てておけば、全部の不注意を正当化できると思うなよ。次、18時42分発の普通、千歳行き。18時台なんて、ゴールデンタイムにすら突っ込んどらんのに、これでも、千歳方面の普通列車の終点。何せよこの区間は1日 2.5 往復。北海道を舐めようものなら潰され踏まれてこり夢中。旅人に食ってかかるように入り込んできた車両は、キハ150系。ここ最近は、1年のうち3分の1くらいが夏だけ縄だというのに、現代にそのあの冷房非搭載の100番台、船や船ので、もろ気動車を投下してきたキハ150の車両はとうに30年。ここ最近は、抜け持ったった換算区間を H100 型に追い出され、別の換算区間に回る生活が続いとる。近年は、北海道新幹線の並行在来線で潰される線区に、花とボロ車両を持たせるべく、時速 320km を出す重量の天狗と、ハデスの面持ちでエンジンをうならせる国鉄車が救う、函館エリアに飛ばされるお仲間も多いという。いよいよもって終電場を過ぎ、道央へ。
三角関数のタンジェントシータのクラフのように流行る気持ちを抑えつつ、18時55分じゃなくて42分、新夕張を出発。で、関昌線のうち、追分までの区間は、かつては国鉄夕張線という名称で、さっき錆びて赤じゃけた、もみち山の駅名標の前で、つらつら騒いだように、北海道炭鉱鉄道が敷いたもの。路線草津の目的は、北海道炭鉱鉄道なる会社名と、夕張市の歴史から察する通り、出来上がったのは1892年の11月と、関昌線が霞んで見えるほどの先輩路線だったけど、開通して間もなく、冬休みだとでも言わんばかりに、旅客の輸送はすっぽかしたという。網膜に石炭しか映ってなかったからね、仕方ないね。春から始めた旅客列車も1日1往復だったけど、石炭輸送という大気名分があるからね、仕方ないね。しかし石炭の力は凄まじく、一時、追分、新夕張、清水沢の区間は伏線化までされた。その工事を始めたのは1910年。まだ、東海道線の全線伏線化すら終わってない段階。いやまあ完成までには9年かかったんだけど。でも、第一次世界大戦で、いよいよ石炭を湯水のごとく使う時期がやってきたねんから、まさに夕張線からしてみれば、書き入れ時、って感じやった。そうして、紅白歌合戦の時の小林幸子くらい、ド派手な追い立ちをたどった夕張線も、次第に陰りを見せてくる。その暗雲の流れは案外早く、昭和初期。その頃から金融恐慌だの、世界恐慌だので、切りもみ回転でもするかのように、経済界が下落。そんな調子だったから、石炭輸送も下火になって、伏線で運用されたのは、せいぜい15年。ほどなくして、日中戦争とかを口実に、レールも鉄橋も剥がされていった。今や、十勝、石狩のバイパスの一翼を担ってる区間なのに、心底もったいないと思う。ちなみに聞いて呆れる中で、関昌線は全線が単線。こんなんでも速達路線って名乗っていいんだと考えると、人生のハードルだって低く設定していいんだって思えるもん。ってわけで追い分け、室蘭本線との乗り換え駅。水が打ち付ける海岸線に沿う、海線で知られる室蘭本線との乗り換え駅やねんけど。この沼の端伊東の内陸部は、水を打ったように静かで、よく知られる特急街道とはかけ離れとる。で、ここから、南千歳までの 17km は、関昌線ファミリーの一つ、追分線。特に廃駅もなければ、丸本山間部ってわけでもないのに、最初から 17km も駅間が開いている、ストロングスタイルな路線。途中駅、ないな。歴史は、もみち山線と同じで古く、大正時代の鉄道敷設法が始まり、当時は、白石、北広島、追分をつなぐって考えて、実際測量もやってみたねんけど、大正時代の人類の英知を門前払いするかのように、湿地帯が一面に広がっとったから、計画以上にはならへんかった。進展があったのは1957年で、調査船入り。今度はさすがにトントン拍子。ただ、その頃の敷設計画は、北広島から追分の計画だった。それを、なぜ、南千歳経由に変えたか？その理由は、大して深くないっていうか、そりゃそうよなって感じ。だって南千歳駅、かつては千歳空港駅っていう、空路とのアクセス駅やった。ちなみに、軍用、民間の空港を分けるって理由で、旅客は、新千歳空港に移転されたってのがあるんやけど、その話は置いといて、芯がつかない千歳空港時代を語るで。で、せっかく、道東と道央をつなぐ路線を作るんやったら、空港駅とつなげたらええよな、って考え、以上。南千歳分岐に決めた理由なんてその程度、割と理由としては浅い。だから、工事を任せられた鉄道建設公団も、何が決め手じゃと尋ねられても、決め手とかないですみたいな、天才アスリートのインタビュー気取りみたいなことしか言われへんかった。ま、別に計画の起点終点、以下なのが達成できれば、多少計画からずれてもいいみたい。実際、最初の計画は、北広島につなげるものだったけど、それは、千歳線から直通させればたどり着けるし、南千歳から北広島の輸送も、千歳線を伏線にすれば、以下としては成立するよね、ってことらしい。決め手に限るとは言ったけど、掘り下げてみたら、案外ソロモン王のような地、と語るうちに南千歳駅に到着。次が終点千歳。キハ150は新夕張から申し訳なさげに走る運用も、いよいよおしまい。だても今更なんやけど、夕張っていう地名の由来でも語ってみるで。室の N5由来で、光線が湧き出る口、夕張の由来。かと思いきや、どの光線だよってことで、根拠としては中途半端に。せやから、夕張って名前はそもそも川由来で、それの口って意味の、イパロっちゅうそれの口って論で解説続けてええか。夕張川が、アイヌの文化的な中心地に往来する口やった、っていう説もある。ね、その文化的な中心地っていうのが、他でもない千歳。2.5 往復の運用にも、なんと同じに、つながりを感じるもんや。雑な言い方をすると、成田スカイアクセスは東京への玄関口、みたいな解釈の仕方だったと思う。口という割には、お互い 50km 離れているけど、それを突っつき出したら、キリがないのかしら。ってわけで千歳です。別形くぼみって意味の支骨が由来。おまんこみたい夕張が千歳の口って言うとるのに、千歳がでかくぼみって言ってるあたり、夕張の片思いな雰囲気が哀れに思えてくるで。
お待たせしました。ここからいよいよシリウスのように北海道をきらめかせる札幌都市圏です。お次は快速エアポート。名の通り新千歳空港から札幌エリアに突撃する列車。他の北海道エリアだと6時間に1本なのとかいうどえらく暴力的な本数が待ち構えているけど、千歳線に限っては毎時5本6本の快速に加え、間を縫って特急が飛ばして普通列車もちょこまかするという伏線程度しかないキャパシティに対して信じられないほどの暴力が巻き起こる路線。使われとる車両は733系。快速エアポートのやつは2014年からの新備車両。むせ返るような札幌都市圏の混雑に対する処方箋と、新千歳空港から北海道に上陸してきたやからへのおべんちゃらとして、シックな青帯の U シートをつなげたバリアフリー特化のピカピカ車両。どこがバリアフリーかっていうと、例えば乗降口に段差がないあたり、平たく言うと低床化、JR 東日本の E721 系みたいなことしてる。そんな733系とともに19時49分千歳を出発。ここから札幌までは約30分。ここからは苫小牧近郊の沼の肌から札幌を結ぶ JR 北海道唯一の良心千歳線を語っていくで、この千歳線の歴史は開発を盾に敷かれていったもろもろの北海道線に比べるとちょっと浅く、計画が持ち上がるのはせいぜい大正初期、室蘭港に光をもたらそうと室蘭町長とかが打倒を組んだのが序奏でも、港周辺の産業がずっかすかの弱々じゃ当てになんない。食べログの総合評価くらい当てになんない。だから第一次世界大戦で船成金になった時の資産を欲しいままにして、北海道に眠る鉱山資源を運び出そうと他の鉄道会社を蹴飛ばして私鉄免許をぶんどった。まだ円札燃やして靴探しの方が殺伐としてなくて平和だったけど、室蘭側が暗くて未来がわからないわとまで言ってたら、飛車狩り機で動くのもやむなしなんだな。そうして小樽函館の連中も仲間に入れて北海道工業鉄道なる会社を立ち上げた。目指すは日高エリアの開発と合わせて紅葉山線に近い路線の完成やったねんけど、眠っとる地下資源の量が思ってたより芳しくないと感じて、工業云々のごたごたは完全に無視して細々チクチク貨物輸送へと全力で舵を切った。どのくらい全力かっていうと、北海道工業鉄道っていう社名だったのを工業はもはや関係ないってことで北海道鉄道にさっさと変えたほど、ここまであっさり開き直れるのすごい。泥仕合なんかと逆を行く左右試合、そこまでやったはええねんけど、海運業の発展は水物、海運業だけに、はごめんなさい。とにかくそいつで借金がくすぶり、ついに王子政治に何もかもショートとなった。しかしこの時社長が小樽の人に変わった。それに王子製紙の当時の輸送先は室蘭、おまけに王子製紙も日高本線に当たる路線を持ち合わせていたから、ただでさえ東に伸ばしていた触手をうねうね細かく絡みに行く必要性はない。エロ漫画の触手も同じっす。触手ならキャージは拘束するだけにして、ピンとにかくただでさえ船と工場にどつかれている室蘭港をこれ以上あいがせるわけにもいかなかった。じゃあある程度は小樽もこき使った方がいい。そういう理由で沼の旗から内部を敷いて小樽につなげたのがきっかけ。せっかく室蘭港への愛に駆られて引くための手娘を散々準備したというのに、目的も刺客も標的もぐっちょぐちょになろうとは、千歳なるめでたい名前に反して毒沼の底からブクブク泡でも出すかのような像を室蘭町長の見たら、31音で袖をたやすく濡らす古代の歌人くらい低級しそうな千歳線。ついにここからは札幌市街地、こちら地下鉄東西線との乗り換え駅新札幌、地下を這いずり回るアングラ路線に負けじと快速エアポートはかっ飛ばす。次は札幌、全ての道は札幌に通すという帝王のような面構えを見せびらかすように、ナンバリングは堂々の01、アルファベットに甘えはしない。実際は JR 北海道のナンバリングの付け方が札幌駅からの駅中基準ってのがあるんだけど、ま、それはそうと千歳線は1965年以降大胆な線路の付け替えがされてきた。マゼンタの方が旧線、紫の方が今の新線。理由はシンプルで、速達路線の看板を背負うにはあまりに広がりの貧弱線路すぎたから。だって北海道エリアなんて1960年代からボコスカ特急急行が設定されまくったというのに、単線なのが序の口で、ルート取り自体も住宅地と踏切まみれだから速度が出せず、北広島と上野幌の間の山を抜ける区間も 15.2% というそこそこの勾配。でっかい貨物列車がシュポシュポ挑もうものならシーシュポスの岩のごとく押し戻されるのに、だから補助がないことにはニッチもサッチもいかなかった。あとここのカーブが SS のド S 字カーブ、こんなんじゃ千歳線ならぬ千歳線やから線路移設と合わせて伏線化が図られた。そこで札幌市が打ち出していた厚別地区新札幌のあたりの都市開発と合わせて、1973年までに千歳線部分は全線伏線化を果たした。さすが唯一の良心、旧ルートの一部は一応3年間だけお情けでアサヒビール用の貨物線として残してやったで、その3年間の延命治療を終えたら旧線はまるっとサイクリングロードになった。旧線の方はもう千歳線じゃないんだから、わざわざ慈悲を注ぐ必要もあるまい。強いて言うなら白石ココロードだの日だまりロードだのといった自治体が募った愛称がサイクリングロードに向けて注がれるようになったねんけど、札幌万歩港札幌に到着、その駅規模は言わずもがな、ポロ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 こぼしとる北海道の地名たち、札幌も言わずもがな、アイヌ語由来なんやけど、由来には
乾いたでかい川を指す、札幌ペツって説と、草ぼうぼうのでかい川を指す、サリポロペツなる説がある。最初の2文字が身も大するほどのアンビバレンスといえど、根っこのポロペツは変わっとらん雰囲気や。ちなみに、ポロは、でかいって意味で、ペツは、変わって意味。ある程度叩き込んでおくと、ネヒネヒ笑みを浮かべながら、北海道各地を回ることができるで。200万都市の真ん中で、気色悪い笑みを振りまいて、そのまま目指すは、函館本線で小樽方面。さっきまでは733系のロングシートを横目に、ドア近くを万年床のように占領していたけど、大量輸送から日常利用まで見込んだ転換クロスシートがご自慢の721系で、一息つきますかね。これはどうでもいいんだけど、721系を作った当時の日常利用のターゲット層、お買い物をなさる奥様だし、721系の生き様たるや、クラッとするほどバブリーで、生きとし生ける、動く写真品、威勢も羽振りもご立派な、マサラの顔した車両に腰掛け、日中時32分、札幌を出発。今映しているのは、札幌駅の北側で、大都市カードことヨドバシカメラも見えるあたり、主要駅としての盛り上がり方は申し分ないねんけど、それは平成以降の話。それより前はこう書かされてなくて、函館本線と札沼線が街をぼちっと分断しとった。そのせいで駅の北側は、閑古鳥が鳴くどころか、ヘドバンでも食らわすようなありさま。具体的には、商業、業務系の土地利用の割合が、駅南側の6分の1程度にとどまっとった。北海道帝国の首都に救う、コテコテの南国格差に手こ入れしないことには、発展を望むべくもなかった。だから1988年、札幌駅とその周辺駅が、バリッと高架化。ついでに駅舎もリニューアル。期間にして実に7年、トータル1000億円弱。札幌の威厳は、決して安くもろく一朝一夕じゃない。さらに2030年には、北海道新幹線も開業し、函館と札幌が1時間ちょっとで結ばれる予定。なんやけど、その新幹線が、函館本線に影を落とす格好になっとる。それは口述。列車は桑園に到着。開拓士が、ここを桑畑にして、養蚕を進めたから桑園。こいつも、線路が生み出した南北分断に対する騒音によって、土地関係の根回しやら運動やらで置かれた駅。それから少し進んで、ハッサム中央。ハッサムは、1980年代後半の札幌エリアの市街地化を受け、4.6km あった平均駅間距離を 2km にしたいという思惑のもと、2つ同時に置かれた駅。一見、ハッサム駅の方が古そうな響きだけど、今いるハッサム中央駅と同期だし、なんなら、ハッサム中央駅の方は、生まれてたったの1年半後に、JR 北海道になって、最初の協調駅化を果たすという、エコひいきの原因馬食がまかり通った駅。唯一ハッサム側が誇れるものといったら、10年前までは500人くらい差をつけていた乗車人員だけど、押し合いへし合い競り合う2駅も、19年度にはその差は24。いよいよハッサムの猫の額ほどの自供も、猫に小判で塔に抱え、恨むなら、リベラリズムを恨んだ方がいい。そんなひねくれ駅らを要する函館本線は、当たり前のような顔して、歴史は古い。その背景には、ご存知ホロナイ鉄道なる、北海道初、全国3番目の鉄道路線の存在がある。そのホロナイ鉄道の計画の発端は1875年、石炭輸送のため、ホロナイからホロムイプトに鉄道を敷いて、そこからは石狩川の水運で小樽まで運ぶ、ってのが主眼。ざっくり言うと、岩見沢のあたりは鉄道で、小樽までは水運で、石炭を運ぶって代物。この時はあくまで、長いものには巻かれろの精神で、でかい川には浮かれろマインドだったから、小樽に鉄道を敷くなんて考えが出ることは、白い卵が赤くなるくらいありえなかった。だから、試しにクローボルトなるを雇いない黒人に、ちょっと測量してきてくれへん、と頼んだところ、一気に流れが変わって1879年、やっぱ、ほどないから小樽にしません、と提案が。初期案の反対理由は、岩見沢、沼多すぎ、冬は川が凍るし、春と秋は水位が高くなるといった、自然現象に対するありったけのクレームを、ゲーセンのパンチングマシーンに手向かうように、劣化のごとくぶちまけた代物やった。でも、客単価3割引きのくせに店先で威張ってるクレーマーどもとは、全然違って、先見の明はある。というのも、お雇い外国人さんだって、その場しのぎで鉄道を敷くんだったら、ほどないから江別までの延長で構わんと思ってた。でも、開拓市長官さん、北海道全体に向けて、鉄路の糸を紡ぎ出す予定なんでしょ？だったら、札幌から小樽をつなげるのも一興じゃんね。と、見事な時伏せをかました。バスへのこじゃれたバーで、同じ口説かれ方をしたら、ちょっと惚れちゃうかもな。じゃあ、同じようにうちが葵にも、こらこら、私たちそういう関係じゃないでしょ。せやな、そんなことしなくても、うちら立派な主従関係じゃん。うちらの設定わかってます。設定って何？私は私だけど、あかん、コギトエルゴスム始まったから話戻すか。とにかくそっから、周運下げの論理もぶっかまし、ものの見事に、ほどないから小樽の採用が決まった。それで、小樽の先、手宮から札幌が出来上がったのは1880年。ちっちゃな頃から悪ガキで、明治15にもなってないから、沿岸キワキワの線路。建設を離れから見る分には、トスカネリが考えた地球のように、丸い心を持ってすれば、許せそうなものだけど。
ここ異性の地形たるや、毛利蘭の髪くらい尖ってて、かつわざわざ小樽に工場を置くほどには、スピード建設に飢えてたから。不設中は、ここ銭箱から小樽築港の馬車を岩して、代わりに港の船を使えとそそのかした。北海道というパレットに、開拓という絵の具を塗る大義名分のためなら、脇目も馬車への旗も振ってる暇などないのだ。完成直後も、随分牧歌的なもんで、手宮から札幌は、おおむね3時間。札幌から小樽が確定でさえ45分、快速なら30分ちょいの俊敏電車が走る現代とはあまりにもかけ離れとる。一駅ごとに15分も止まってたらしいから、そらそうよって感じだけど。とするうちに、とりあえず南小樽で下車。ちょっと見たいものがありましてね。へへ。うわぁ、これはすごいです。小春立夏をありがとう。感動しすぎて、葵が海外版 PV カセミブログみたいになってもうた。帰るか、帰らないわ。いい加減旅を続けるか。目指すは長崎。ヘドモドしている暇などないのだ。せやな。目的地長崎だって言ってんのに、動画時間すでに44分はバカでは。佐賀元賀も受け入れよう。それが人生、人生と言っとけば何でも許される風潮。多様性の社会だぞ。そんなこと言っていいのか。戦争は優しきによるも逆満なのは分かったから、そろそろツイッター動物園に帰ったらどうや。引き続き、北海道のわずかな電化区間を見せ。北海道の電化の歴史は浅いようで深く、提案の起こり自体は明治末期。当時は、東京から下関に加え、急勾配線区の水力発電による電化が取り沙汰されていて、函館本線の黒松内から小樽、根室線の旭川から新徳、夕張線の追分から夕張の電化が権利されとった。三線とも自然に帰ったか、時期に自然に帰るかのラインナップのあたり、意図の違いと歴史とを感じるで。それから大正に入ると、石炭を節約したいから電化、って名目で、夕張から室蘭と狩勝峠の区間が調査対象に、炭鉱で栄えた夕張エリアの鉄道から石炭を抜くという、おこがましい二律廃藩の計画やったねんけど、いくら戦時下といえど、無縁化の賛美から遠絶えず、盛大に何も起こらへんかった。それ以降は、近代化というプライドを追っかける口実の電化、って感じが強い。終戦直後、札幌、小樽、岩見沢の三市が、電化電化と呼び込み君のごとくさんざめいたけど、10年以上、大した動きもなく、しっかり計画が立つのは、1958年のこと。国鉄動力近代化委員会が、600km くらい電化したら、と言い出した。最初は、函館線の山線部分以外と、室蘭線、千歳線全部を電化させる予定やったけど、国鉄が、一回電化の二の足を踏んだからか、妥協の下で、室蘭異性は、ズバッと切り捨てられた。しかも、室蘭本線の内陸部に関しては、未だ電化されてないから、電化区間の貴重さたるや、ヘスペリテスの黄金のリンゴのように、ってわけで小樽、かつて、北のゴール街なる名前をひけらかし、日清月歩の繁栄を見せたのは今や過去、未人は取れず、炭鉱は消え、太平洋戦争で、港も手持ち無沙汰になり、気化吸数的に伸びゆく札幌に大敗を喫し、社用の松かまで呼ばれた苦い過去が小樽にはある。そんな小樽駅のほろ苦い思い出に一礼をしつつ、うかうかしてられないので、引き続きにし、お次の列車はキハ201系、731系電車と同スペックかつ、同期の機動車。加速度は 2.2km 毎時毎秒だし、時速 130km 出せるし、車体傾斜装置も乗ってるし、変速機も立派だし、電車並みの性能でアリンスと、ほざいているよそ者の機動車とは、わけが違う。なんたってこの車両、ここから突入する函館本線の山線区間のオーダーメイド。質実冒険落ちで行く車両をお手並み拝見。20時35分、くっちゃんに向けて出発。で、せっかくオーダーメイド車両までおるんやから、函館本線のこの区間も安泰かと思いきや、北海道新幹線の開業を迎える2030年度までに、ここ小樽から長万部の廃線がほぼ決まっとる。ちなみに、小樽から札幌は、その廃線を免れている。そもそも、重荷になりそうな区間は JR から切り離すっていうのが、並行在来線のスタンスだから、北海道の大黒柱を担う、小樽から札幌まで明け渡すわけにはいかない。と偉そうなこと言ってるけど、まず札幌都市圏が赤字なんだよな。北海道へと差し込む光は、随分まばらでおぼろげで、極東星しかない天体のよう。それ以下の端にも棒にもスペクトルにもかからない、手ジッパ人からげに言い切るのは難しい、廃線区間だけど、ここでは、廃止賛成、反対の議論は避けます。それは、地方のお財布市長と人口市長を踏まえ、現状と未来とを見つめ直して、バチバチそろばんを弾いて導き出した結論のはずだし。だから、道庁だの自治体だの批判とかは、急進派の無地なまみれの穴の中で勝手にやってて。で、沿線の市町村が存続に対してどんな表情を浮かべてきたかというと、まだ、新幹線が新函館北斗まで迫ってきていない2013年時点では、鉄路前提での意見が多めだった。余市町に至っては、JR で残した方が、通勤通学だけじゃなく、雇用の面でもでかいという政策までつけて、鉄路存続を祈っていた。ただ、この区間には貨物調整金なる、三石切手のドル箱が見込めない。三石会社で貨物列車を運行させる場合、FF 内から線路を失礼させてもらっとる。
JR 貨物が経費を払うのが筋なんやけど、あまたの並行在来線に対して貨物会社がそこまで面倒見られへんから、代わりに鉄道運輸機構が山積会社に経費を払う。これを貨物調整金って言って、場所によっちゃドル箱は扱いされとる。同じ北海道を走る道南イサリビ鉄道なんかは売上の8割がそれ関係の銭。ただ長万部以東の貨物列車は海側を走る室蘭高専にとって代わられたし、富士山が2000年に噴火して室蘭高専が倒れた時、代行で山線が叩き出した貨物の実績も貧弱だから、山積にしても貨物からはビタ一文金が入らない。先行きがあまりにも不安。仲良かった人が数年見ないうちに知らんオカルトに脳を支配されてた時くらい不安。でも2010年代後半はまだ元気があって、見ろ、利用者が650人から675人に増えてるぞって言えるほど目がキラキラしていた。小学校の多目的室で初見の歌を歌わされてる1年生の目くらいキラキラしていた。そんな中、 JR 北海道さん、ソースはみたいな声すらあやってたねんから、2019年の並行在来線の会議で JR 北海道の社長がいよいよ出陣して、オデュッセイアの物語でも紡ぐかのごとく満身創痍の阿鼻叫喚を立板に水でぶちまけた。他の JR だったら即刻足を切っているであろう。営業係数1000クラスの路線を抱え込んできた会社や、まるで顔つきが違う。小樽から余市の輸送密度は2000弱で、鉄道の特性を発揮できるかどうかってライン。それでも赤字なのは変わらない。今映している小樽から余市の社内的には、地方路線の日曜22時の割には乗ってる気もするけど、ぶっちゃけ利益が出る乗車率とは思えん。その上、札幌延伸も10年前に控えた会議時点ともなれば、大枠をそろそろ決めないと都市計画にメスを入れられなくなる。しかれど山線の利益なんて割ったメス状態だから、全体的に会議の出す中心に傾いてきた。2022年の初めには余市から長万部の約 20km は廃線の方に傾いたし、残された小樽から余市も老朽化は危ないし、設備の削りすぎは運行の安全を妨げるし、駅と列車増やせば黒字ってわけでもないねんから、これ以上あり地獄の中でどんな墓穴を掘るか議論してもってことで、結局 140.2km が丸ごと廃線という形へと相なった。そりゃお金と人さえあれば全市町村とも残したかったと思うけど、地方に打ち手の小槌もないし、ノスタルジーで飯が食えるわけでもないし、かといって何でもかんでも補助に頼るとややもすればポークバレルに走りかねないし、私みたいな外野は何も言えない。とりあえず旅人身分としては、北と山線の思い出を五章大事に胸にしまうのがいいんじゃないかしら。ところでバス転換が決まったからには、バス会社とすり合わせがいると思うんだけど、バスのルート時間の調整がうまくいってないのか、去年11月にやるはずの会議がまだ行われてないのよね。大所帯をもろもろ巻き込んだ協議っていうのはつくづく難しいってのを感じるところ。そんな山線区間の攻防はぐっちゃん以南でちょこちょこ触れていく予定。列車はスコットランド地味多気候を生かした日課ウイスキーの町余市を発車。地名の由来はイオチナル、蛇が多いところを表すアイヌ語から、鬼が出るかジャが出るかの暗淡たるシリベシエリアでさえ、キハ201の手にかかればお茶の子さいさい。余市で20人弱、叱り別でちょろっと下ろし、イフリートのようにエンジンを埋まらせ、三木町から共和町で稲穂峠を越えた。余市山道なんて呼ばれ方もされる狐の峠。北海道は随一の米どころだから稲穂田なんて短絡的に考えたくなるけど、全く関係ない。小島よしおが見たら、10歳吹け込む勢いで踊りそうなほど関係ない。その由来、アイヌ民族が木の細工を立てて、旅の安全を祈って神を祀ったってもの。その細工のことを、イナウって言った。そこから付けられた名前。山の上から、神様が旅人を見守ってくれてると考えると、勇気づけられるもんやな。思想強いね、7分前の自分にも、ぶっといブーメラン刺さっとるで。あと、エスノセントリズムまがいの偏見話は、そのくらいにしといた方がええで。とにもかくにも、くっちゃん駅へ。高架で、雑草と道南道を結ぶ、新幹線の工事のため、2021年から、在来線ホームが茶畜なっとる。自販機がないなんてことすら贅沢な悩み。上半身に比べて、下半身が貧弱すぎるだろ。ホーム上にはつつましく、列車の到着を知らせる鐘が置かれとった。何やら、明治時代の小樽駅で使われた、向かい鐘のミニチュア版らしい。わざわざ、小樽のミニチュア版をくっちゃんに置いてるあたり、小樽への霊俗を感じないでもないけど、こういうさりげない歴史の重みがあってこそ、ほっとする何かがあるのかもしれん。千年以上前の人だって事物がなんだとか言って、ミニチュア版の仏像をめでてたくらいだし。さて、ボタンを押してのレボットへと貸したキハ201が、くっちゃんの寒空に指示を投げかけ続けとるけど、もう、小樽方面も長万部方面も、今日は左周しとるから、乗ったところで、職員さんに迷惑をかけて、人としての尊厳も矜持も、ボロボロになるだけやし、何よりホテルが待ってるし、今日は、ここくっちゃんで一休みするで。くっちゃん、くっちゃん、くちゃくちゃまんこ。おはようやで。今日は二日目。今日こそ北海道から出られるはずや。早起きもしたし、頑張っていくで。6時ってさ、人類が起きてていい時間じゃないと思うんだよね。現代人の摂理を完全に無視しているっていうかさ、まず朝に起きるという暗黙の了解から見直した方が弱音吐くの早くない？函館本線は長く細くそして悟い。朝、一のコーヒーを胃に入れるように、まずは函館本線の長万部行きで小手調べや。ところで、上の苫小牧行きもだいぶ気になるけど。
それは向かいのキハ201がまず小樽まで単独で走って、小樽からは双子電車の731系も引き連れて、札幌から苫小牧は731系に任せるって運用。くっちゃんから小樽で札幌都市圏外からの需要を拾って、札幌市内の朝のすすめ区間に直通っていう流れなんだけど、キハ201系も哀れなことに札幌でお役御免になる。スペックがいいだけに月にこき使われている哀れなゴーレムだよ。札幌方面へとキビスを返したキハ201に対し、私たちが朝一で飛び乗るのは H100 型。肋骨に鞭打ってはのた打ち回っていたキハ40とかを軒並みぶっ潰す目的で、量産されるや否や指示を出された猟犬のごとく、山線に救った先輩車両を井の一番に踏んづけ殴って彼方へ追いやった最新鋭車両。帯広エリアでも悠久の時を共に過ごした車両やな。どうせ大して栄えた区間も走らないからという魂胆なのか、車内は北海道の自然で一点突破を試みたグリーンとブルー。たった20メートルの空間の中にはたった36席しかないけど、それでもなおガランドーな日常が寂しい。6時22分、こともなげにくっちゃんを出発。ここからは、ニセコの圧倒的パブルに痺れを切らした日本人が、俺ら労働者の価値も外国並みに上げろだのと、マルキシズムの公爵を外野から垂れ流す和人を生む、覚醒の嫉妬アイランドことニセコを通って、川に沿った稲作の乱越し、村に囲まれた酪農の黒松内を経て、鉄道路線の要衝、オシャマンベイと踊り出る。料亭山麓を南下しながら、ぼちぼち函館本線を語ってくて、オシャマンベイから札幌のルート取りに関して、今でも、室蘭サイドが海線呼ばわりなのに対して、小樽サイドが山線と言われている点、室蘭ルートと小樽ルートは、すごい対立構造にある。何も、そういうガン飛ばし大会は、鉄路があらかたこねくり回されてきた現代と言わず、六すっぽ鉄道が敷かれていない、路線計画段階の明治中期からあった。そもそも函館は、江戸末期の条約でも開港の名前が挙げられた通り、産業のハブ。鉄道敷設をみすみす見捨てるのは開拓のミスだから、何としても鉄路の手を伸ばしたかった。しかも内陸部も開拓できるよなというのを糧に、まずは今の山線に近いルートでの測量が行われた。内陸部というだけあって勾配は緩くしても25パーミル、緩くしないと33パーミルくらいの予感。だいぶきつい。自称サバサバ系女のカマチョアピールくらいきつい。それでも利益はなんとか上がる予定やったねんけど、ライバルがおった。そもそも輸送するんやったらある程度は船に頼った方がええ。アダム・スミスだって分業を唱えたくらいや。鉄路と海路の輸送はそれぞれいいところを使うべき。点で鉄道を敷く部分は岩見沢、苫小牧、室蘭と森から函館だけにして、室蘭から森は船でショートカットすべきって案も一応はできていた。そうしてオール鉄道一部周運の2案が並んだねんけど、いざ初期当時の額を見たら水を打ったように静まり返った。今見えとる秘境駅の平府駅並みに静まり返った。そりゃ開拓の進捗も利益も上がるのはどっちと言われたら鉄道の方に軍配が上がる。でも初期投資で400万弱、実に2倍もの差がついていたらさすがに用のできない。全道開発つってんのに道南に数百万使うダブスタヤローの烙印を押されちゃ困る。むしろ室蘭ルートにある程度回して浮いたお金をまだ発展途上の旭川エリアに注ぎ込んだ方がいい。せやから待てば鉄路の日和ありってことで、他地域が発展してから山線を敷くことを決めた。そうした1888年の睨み合いから4年後、室蘭線が北海道炭鉱鉄道によって室蘭までできたんだけど、ドピュドピュ発展していく小樽函館の鉄路に対する思いは、周運の妥協を前にしても冷めることなく、幾度となく計画が白昼夢のように浮かんでは消えを繰り返していった。ってところでニセコに到着。1960年代まではガリブト駅って名前で、かつ町の名前もガリブトって名前やった。でもガリブトなんて元ある地域の略称みたいなもんで、マッカリベフトゲンヤから二字取ったのが地名の由来。マッカリは山の背後を回り込むって意味で、フトは河口を表す。別は札幌駅で説明したよね。いわば山のバックを取る川の河口。ここではマッカリ川が尻別川に注いどることを表しとる。つまりぶっといカリ首をケツ穴にぶち込んだっていう地名っすね。先住民の人そこまで考えてないと思うよね。向かいに見えるは蘭越始発のニセコライナー。電車との協調運転はないねんけれど、性格自体はくっちゃんで見送った苫小牧行きと似ている。快速ニセコライナーだのと、現行の渦中に突撃した竹崎末永のような丁寧さで優等種別の名乗りを上げてはいるけれど、短歌を切ったように駅を飛ばし始めるのはせいぜい小樽実行意図。天津さえ今年のダイヤ改正からはもっと札幌より丁寧意図で、申し訳程度に3駅飛ばす程度に落ち着くので、北海道で快速の面目を保つのもしたたか難しいなんてのを感じるところ。ボトルに顔反射してませんように。建設経緯に話を戻すで、函館、小樽の鉄道路線を待ち焦がれていた道庁長官らは、建設しろしろとフラグを立てていったねんけど、追加を割る吉田沙織にも迫る勢いで、フラグは一本残らず、矢継ぎ早に折れていった。その一発目は1890年、道内まるっと鉄路を敷くべく、私鉄を作り上げるっていう構想を立ち上げた。うん、構想に終わった。二発目はその2年後、
鉄道敷設法の法案にちゃっかり北海道線をぶち込んだ。でも石橋はランダするに越したことはないから、そのぶち込みももっと調査させろってノリで粛清された。以降は長官たちもランダ気味っていうか、いくら貴重なご意見でさえ積み重なると質じゃなくて数の暴力に落ちぶれるってわけで、いろいろな人が繰り出してきた鉄道は開拓で重要なる意見の百鬼夜行を交わし、結局政府側で決まったのは屯田兵の輸送だといい、小樽函館にかすりもしない滝川から旭川、あちらを立ててるつもりはないのにあちらが立つという拉致が開かない様、なかなか顔もお膳も立たないうちにひょいと函館小樽をつなげようとした私鉄が現れた。それが1895年に起こった北海道鉄道。うきゃうきゃと千歳線を敷いていった方とは微塵も関係ない。資本金800万円を手に渋沢栄一まで背後にはべらせ、関村鉄道に名前も変えて翌年1月免許を狙ったけど、いや調査まだなのよねと言って政府は関村鉄道の願書を蹴った。これもう石橋を叩いてるんじゃなくて、もはや象牙の塔のてっぺんから石橋を監視してるだけでは、2の足どころか3の足4の足まで踏んで踏んだり蹴ったりをふんだんにお見舞いしたファンダメンタル。さらに私鉄が舐めた震災を嘲笑うように数ヶ月後北海道鉄道敷設法が定められた。大体6路線決めた中には1日目で語った根室本線のほか小樽から函館も含まれていた。これだけ見れば引きこもごも程度で済むけど、一つ重要なただし書きがあった。それは同じルートを私鉄が出願してきたらそっちに譲るで、とんでもなく悲劇的だけど喜劇とすら思うほどの入れ違い。調味油を入れて3分経ったカップ麺を即座にすすって、なんか違うなって思いつつ完食した後、3分じゃなくて5分待ってから調味油を入れることに気づいた時みたいな、あの感じ、フライングという壁にぶち当たってそのまま墜落していった感じ。でも関村鉄道にはまだ滑空できる力があった。せやからもっかいアタックして同時期に免許申請を繰り広げた関東鉄道にも打ち勝ち、いよいよ関村鉄道が本を上げて鳴り物入りで敷設スタートとなった。でも出落ちで俺株払わんから会社潰せみたいなこと言った株主いたらしいね。鳴り物に不良品混ざってんな。とにかく関村鉄道も北海道鉄道に名前を変え3年半かけてじっくり敷いていこうとしたんだけど、一方その頃ロシアではウラジオストックあたりまで東進鉄道なるものが出来上がって、いよいよ日露戦争の臨戦態勢って感じだった。のんのんと移りゆく社会情勢に対してのうのうと敷設しているわけにはいかない。だから6つに分けていた工区も8つに急転換して工期も1年短縮しろとお達しがあった。敷設段階にして深夜アニメの10話目かってくらい急展開などタバタコメディはあったねんけど、小樽から函館は1904年に敷設完了。別会社の北海道炭鉱鉄道とは翌年連絡を果たし、ついに長きにわたって愛された大動脈がここに誕生することとなった。ちょっと懸念点があるとしたら、勾配きつめな日中パーミルク感がくっちゃん周辺にあること、あと山を縫うから曲線が多めになったことなんだけど、しばらくはそんな目の上の炭鉱部も愛らしいものとして1961年くらいまでは名声をキラキラさせ続けていた。ただ悲しきかな、鉄道の速達化が進むにつれてその炭鉱部が悪性の腫瘍だと判明したんですけど。ってわけで蘭越に到着。地名の由来はカツラの木が多い場所、尻別エリアを東西に横切る尻別川の水を潤沢に使った蘭越米がこの地域の特産品。尻別川の蘭越したいちもネタ蓮越し楽しそうですね。向こうには痛いけな H100 が某同様の3兄弟のように仲睦まじくくっついている。僕まだこの山線で戦えるよなる 19Hz の中低音を奏で合う乳業が、小樽行きは朝ぼらけも塔に過ぎたくっちゃんへ、おしゃまんべ行きは上下9本の魔境ゾーンへと突入する。上下計9本となると火を見るよりも明らかな爆裂ローカル路線だけど、もともと函館から札幌のルートは特急やら急行やらが行き交うメインストリームだった。そもそも室蘭本線のうち室蘭からおしゃまんべの路線が昭和に入ってからの開通やった上、千歳線サイドも太平洋戦争が激しくなるくらいまでは私鉄やったから、札幌函館の旅客列車を南回りの海線ルートでつなげようとはほとんど考えもしなかった。ほとんどとは言っても貨物列車と函館から稚内をつないだ急行は例外。室蘭苫小牧が公共都市なのと、これまで船本位だった函館港と室蘭港の輸送が鉄道で済むようになったから、貨物に関しては開業段階からゴリゴリに使われていたみたい。あと函館から稚内の急行については札幌を経由しない追い分け回りのルートもあったからね。ただ戦争直後進駐軍向けの急行列車を千歳線経由で運行してみるとちょっと風向きが変わった。何せ早い、気弁を浪するヤフコメ人の下の回り方くらい早い。確かに函館から札幌の距離で行ったら山線の方が 35km ほど短いんだけど、いかんせんツイスターゲームのように勾配と曲線が絡まり合ってたし、市と呼べるものも小樽のみだし、極めつきには山特有の降雪地帯、海線なんて雪少なめ直線多め公共都市多めという家系ラーメンの注文のようなマウンティングのコンボが炸裂していた。
しかも函館から札幌の急行列車だって山線経由のマリモと海線経由のスズランの2種類があったんだけど、マリモが5時間半かかってんのにスズランは5時間で走破してたから、いよいよ立つ手も減ったくれもない。そういうわけで三六頭とも呼ばれる昭和36年の白紙ダイヤ改正で、これまで座布団の上であぐらをかいていた山線を一気に剣山の上に突き落とすかのごとくローカル線の茶へと引きずり下ろした。無論そのダイヤ改正の時に山線住民からは不便にすんなって声が上がったねんけど、もはやその陳情もボイニッチ志向へと化したか、今は快速ニセコライナーが高々1往復、それと秋の入り口を告げるタイミングで特急ニセコが1年のうちに13分の1だけ走るのみや。現状は本線というネーミングの虚栄心で天敵打たれて生きている。もし超低治療という名のイルバ島から脱して100日天下を得たとしたって、結局はワーペルローの戦いのように敗戦だと追い返されるのに、山間区間の換算路線の悲しい運命だよ。おしゃまんべ川と地雷川の合流地点から二股になったという癒やしい意味は微塵もない。駅を出て二股だなんて断層除去ですよ。思ったこと全部口に出せば全部通ると思うなよ。今のインターネットってどんな当たりでも曲がり通るんじゃないんですか。葵はエコーチェンバーと書いて世渡り術と読む世界で満足なんか。とにかく尻べしエリアを抜け出しておしまエリアに片足突っ込んだタイミングで、とうとうトルローの旅を続ける周波キッパーにとってのチェックポイント、おしゃまんべ駅に到着や。どうチェックポイントかというと、ここから青森までの在来線ルートはほぼ一本道、かつ基本的に全ての普通列車はこのおしゃまんべが始発終点になる。だから通過の18キッパーがこの地に降り立ち、この地に思いを馳せ、おしゃまんべの引きこもごもを募れば、おそらく一冊エッセイでも書けそうなほどのストーリーがある。でもエッセイのうち6割はカニ飯で埋まりそうなほど、おしゃまんべはカニ飯かな高い。だから安定ルートで申し訳ないねんけど、カニ飯を食べに行くで。戦後の食料不足の時、ミカニを弁当として売り出したカニ飯。その歴史は75年以上。楽しみだ。今日は9月4日月曜日。今日は9月4日月曜日。今日は9月4日月曜日。すまん。猛烈な突風とポケヤの M&A が同時に勃発したみたいな奇跡でおもろい。画面右端の赤い有機物に対して、なんかめちゃくちゃムカついてきたな。だってほら、青いもときが特急ボクトに煽られとるで。ギャハハハ。朝っぱらから何も食ってないから、そろそろ何か胃に入れないと、二人とも壊れるな。あと22分あるから、せめて徒歩12、3分くらいのセイコーマートには間に合うわけないやん。ギャハハハ、チンコ。ここからは本数が増える。次、1日に5本も存在するおしゃまんべ始発の函館行き、いかにも意味深といったご様子で、行々しく駒ヶ岳経由と綴られているのは口述。くっちゃん駅の改札口は金がやってきた後の吉丹のごとく誰もいない惨憺だったんで、スタート地点からはるばる 80km のこの地で18切符2日目の権利を押印してもらった。ありがとう。エッセイになんてしたためればいいかわかんないけど、次こそは内容がカニの身のように詰まった文が書けるよう、またぜ18キッパーと20代のガキはお呼びでない。あっそ、まあ休日クラブ民の方が客単価的にいいからね。っていうか上りを見る限り、歓迎されてるの大人の休日クラブの会員さんだけっぽいな。ケネーが唱えた、生産費に適正な利潤を加えたのが良価だって論理からしてみれば、私たちは利潤を蝕む門外漢なのかしら。邪推だと願いつつも、改札内へ。お次は、お待たせしました JR 北海道の顔、キハ40や。戦後にかけて作られたキハ重軽車両の性能が四半世紀近く経って落ちぶれてきたねんから、別地域向け片運転台のキハ47と一緒にカストルのようにこの地に降り立った車両。しかしキハ40というカストルはどさんこ、いくら北海道といえど老朽化には目を配る。だから西日本を板ペン走りするポルックス元キハ4047ファミリーに先んじて、北海道のキハ40たちは来年3月で降臨中。肘持ちみたいなカラーリングと潤沢なスペースで利用者を煽る時刻表をもってして、函館エリアをさすらいながらでかい面を下げていられるのも2025年までという辻音楽師な車両。キハ40は確かに武骨で鋼鉄に身を包んだ堅物の車両、軽量級を軽んじていると思われそうやけど、それでもだいぶ軽くなるよう設計されとる。こんななりでも H100 型より4トンほど軽い。というのもサービス面が底辺を張っていた当時としては一般車両の金字塔を打ち立てたかった。言い換えると、いろいろな線区に乱れ打ちしてもらいたいので、設備を良くしたら重くなって入線できないなんてことは避けたかった。せやから暖房の配管にはステンレスを使おうとるし、冷房はそもそも乗っけとらん。ただ軽量軽量と歌い続けて安全をおろそかにすると、鋼との鉄だのよりはるかに重たい命が潰れるねんから、全面強化や火に強い構造を採用してタフな車両へと作り上げた。安全性とスペックアップを突き詰めたのはエンジンも同じなんだけど、設計帳と比べてちょっと丈性能が下げられていた。パソコンの CPU だってオーバークロック、性能を限界突破させたらサクサク動くけど、公共交通機関でそんなことしたら安全の保険に関わる。泥を塗りたくった顔と厳粛なスーツ姿で安全をこそ怠りにきれと吐き捨てる下船の歌舞伎みたいな謝罪会見をしてからでは遅い。でもそれ以前に、そんなエンジンを積んだ車両の速度が遅い。渡辺陽一の和速くらい遅い。うだつも速度も上がらないのではまずいんで、後々しっかりスペックアップがなされた。
そんなキハ40が走る函館本線、おしゃまんべを出て最初に止まる駅は、中野沢駅。今年のダイヤ改正で廃止になった駅や、まあ駅前と呼ぶにはおこがましい駅舎の裏の風景から、廃止理由は察すると思うで、自然がいくら生き生きしていような、文明を食い物にしてきた駅からしてみれば、殺風景そのもの。で、この中野沢駅、もともとは門別って名前だった。その門別の由来は、門別、静かな川を表す。どこにでもあるだろそんな。そういう理由で、同じ門別って地名がそこかしこに、思春期のニキビの発生ペース並みの勢いで増えてきたんで、北を流れる門別川という諸悪の根源と、南を流れる悪い川という諸悪の根源の、中間地点に駅があることを利用して、まるで体感でもするかのように、1914年、中野沢駅の名を与えた。つつ裏裏にのさばる、門別の座を一つ強奪するために、名前もろとも奪われて、挙句今年で廃駅になろうとは、生殺与奪の天秤も、随分からつなもんだよ。そうこうしているうちに、かつて瀬田名線との乗り換え駅やったねんけど、もはや、一日三人も使わない安入関帯地方駅、訓類に到着。瀬田名線、まだきり訓類駅の方で来てもらいたかった。訓類駅の方でって何？訓類駅に下なんかあんの？墓穴掘ってもうた。墓穴掘る？うちらって墓穴掘り合う用の重機でも持っとったっけ？耳と鼻は力強いエンジンにくすぐられ、シートに腰掛けて国鉄型機動車の空気を味わい、四冠でキハ40を味わい尽くしているうちに、一冠しかないくせに入ってくる情報の9割をも占拠している四角には、内浦湾が飛び込んできた。エビみたいに曲がった北海道の尻尾部分に、竜番故郷の面持ちで鎮座する内浦湾。こいつは、薄山、昭和新山、駒ヶ岳など、大関のように腰が座った、北海道の山々に囲まれているからか。噴火湾っていう、名誉と言われてみれば名誉なあだ名がついている。ただ由来としては、湾が、声の出た、ゆるとかやったわけじゃない。その発端は、イギリスの探索船、プロビデンス号のブロートン船長。イギリスに帰ってきてから書いた、北太平洋探検の航海なる本で、室蘭港を紹介しつつ、胆振、渡島エリアの火山たちに着目して、内浦湾をボルケーノペイと名付けてやったとか、ちょうど正午あたりが、自由帳にでも書き殴りそうなネーミングセンスでいいね。ちなみに、プロビデンスって単語は、神のお導きみたいな意味。高尚な名前を背負っておきながら、なんで山ごときの目くらましに引っかかってんだよ。とかいううちに、バシノス信号帳に接近。戦火の最中、輸送力アップで作られて、水戸ほど臨時商工場だの駅だのへと昇進するも、需要も何も、どの口が言ってるのと相なって、2016年くらいに、駅としての称号を剥奪された。そんなわしの末期も、江差線が消えてからの2年間だけ、道内最西端の駅として名を馳せたねんけど、それすら消えた今、特急停車駅の割には、いささか小粒につつましく暮らす、この役目が最西端。なおかつ、北海道新幹線が開業した暁には、新役目駅が、この 3km 西にできるから、そっちが最西端になる。素晴らしい新世界のためならば、最西端とかいう新記録が消えて消えて消えて、最後にちょろっと塗り替えられるくらいは厭わない。そもそも、斎藤在南北端の称号自体、エゴイストの名帝に過ぎないのかもしれんけど、斧が花王の筆の走りにうっとりして、名教止水とは第二語の感情へと走り出す。そんな感じ。一応聞いておきたいんやけど、これ、ほぼ斎藤端の駅から、最西端の駅まで行く企画なんよな。そうだけど、なんでこの企画の根底をぶっ壊すこと言うの？そういうへりくつにこじつけかこつけ、年頃になりたい年頃ですから。年頃って、すべてを正当化できる、最強カードとちゃうで。なあ、葵、野田生駅や。ちんこ、これ相づちか、相づちととってええんか。野田生駅の地名の由来な、手先の浜って意味の、塗った、葵っていうものらしいで。そうだね。国鉄の札幌地方営業所が出した駅名の起源によると、野にある林を示す、ヌプタイが由来らしいね。しっかりソースまでつけて反論されたな。その取り繕った雑な相づち、チャット GPT かよ。アフロディーテのように美しくありながら、ややもすれば、ポセイドンが眠つけてきそうな内浦湾。三叉層を背後から突きつけられたような場所の線路だから、工事は楽じゃなかった。山線区間で、建設時は、工区を8つに分けた、って説明したねんけど。そのうち今走っとる第3区は、森からおしゃまんべところか、その先のネップまでが対象やった。受け持った海岸線の長さは、実に 50km。我こそは海の男だのと、形状不白なことをのたまうやからどもの花柱を折るには、十分な長さやった。せやからドカ盛りの石垣に加え、33個の鉄橋が必要になって、工事費で言うと、山岳地帯をのたくりのたうつ、くっちゃんエリアと大差はなかった。ただ、鉄道輸送にスピーディーを求めるんだったら、勾配という寒暖なんて許しちゃあかん。16パーミルあった野田生から石倉も例外じゃない。だから、丘の上にかけた野田生から石倉は、6パーミルへの勾配改善を理由に、昭和中期に線路が取り替えられた。海に流れたその血と汗の結晶は、血も涙もなく水に流されるのだ。海の男って辛いものだね。とかく言ううち、内浦湾の背後に望む石倉駅を立てば、いよいよ森駅、なんやけど。その前に、おもむろに速度を落とした列車から、石屋信号場で13分停車するとのアナウンスが。この信号場は、貨物列車の運行を円滑にする、輸送力アップのために作られたもの。かつて、森から石倉の 12.9km に、駅が一つたりともなかったから、地元住民が繰り広げた、熾烈な進撃の奪い合いのもと、森、石倉のちょうど中間地点に置かれたもの。いざ置いてみたら、年3万人以上が足しげく使い、貨物のうち、水産物が生み出した利益は、50万円以上。
それもあって戦後は駅に昇格を見た。んやけど例によってお察しな理由でお察しな状態になってもうた。北海道の空気は確かに美味しいけれど、空気に挟まる行間の量も圧倒的に多くて、演技なんてとてもできた芸当じゃない。試される大地の名に恥じない雰囲気や、生々しい意向の前で小休止した後、森駅に到着。小沢旋回橋による輸送力の増加にちきって、わざわざ海岸を埋め立てて拡張した駅。で、この駅では、東に回り込んで小島沢原を経由する、もう一つの函館本線に乗り換えることもできる。この意味深な路線の正体は、純粋な私鉄でもあるし、輸送アップを狙った国鉄の産物でもある。チクチク触れていく前に、まずは東回りのルートができる前の駒ヶ岳経由の路線について触れてくて。そもそも森から駒ヶ岳は 10km 程度といえど、約 20 パーミルの勾配とカーブにあえぐ区間。せやから太平洋戦争をついでに物資輸送戦争を迎えると、シャーペンでお習字をやるかのようにからきしキャパシティが足りんかった。それこそ TikToker の顔くらいゴテゴテに物資を乗った貨物列車なんてとても通れやしないから、一億総動たらこうたらの時代にもかかわらず、のんきに専用の補助機関車をつないで運転していたくらい。信号帳だのスイッチバックだのを作って、つなるための罠もいっぱい用意してねんけど、そんな付け焼き場で対応しようなんざ、自家や苦労中ひさくりねのお笑い草やったから、勾配がゆるゆう海洋の線路を求めるのは当然の流れやった。その最中、国鉄は小島海岸鉄道なる森から小島沢原を結んでいた私鉄に目をつけた。不設の動機はなんてことはない。大正時代からとんでも勾配を危惧して迂回ルートが模索されていたのを見た有志がちょろっと立ち上げた 10km 程度の私鉄路線、こいつを買収すれば工事を一部サボじゃねえや楽に工事できると判断したって思ったのはいいんだけど、軍部が言うには青函連絡船一隻分の長い列車が必要とのこと。求められた勾配は6パーミルだけど、私鉄路線を使い回すと8パーミルになっちゃう。だから小島海岸鉄道が敷いていった慈悲のうち、結構大量の区間を無下にした。この世の喧騒を見るに無愛想は嫌だの、しつこいおせっかいはかったるいだの言うけど、一番厄介なのは帯に短くてたすきに長い中途半端なおせっかいなのかもしれん。そんな威信を背負った小島沢原経由の路線も、現状は点々ポツポツローカル輸送に徹するだけで、特急も滅多なことでは通らない。負けなしの気配を丸と上りの貨物だけがせめてもの慈悲を注いでくれるねんけど、80年前に背負った華々しい期待と比較すると、今の実績がすこぶる貧弱に思えてくるもんや。つれつれなるままにそう考えつつ、気の赴くままに駒ヶ岳で下車、気が向いたら降りられるのは18切符の特権って思ったけど、別に 100km 超えてて大都市編み出せば突っかって途中下車できるので、やっぱ特権でも何でもないかもしれない。ただ列車に乗るだけで腹を満たすなんて芸当はあいにく得得してないので、ここ駒ヶ岳で途中下車ついでにお昼と行きます。私以外にも一人だけ降りられた方が、一日の乗車人員は10人終わっていて、あまり多いとは言われへんけど、ここから駅が消えたら愛別陸にも値する、そういう思いで使う人がいるのも確かや。本数は賞味すっかすか、中華製のパチモンおもちゃの構造くらいすっかすか、それでも次が100分後だったら途中下車するにはそう悪くない感覚。しばしの間そそろ歩きしましょうかね。そそろ歩きしてたら特急にマウント取られたんですけど、訴訟しますよ。語気を強くし態度をでかくし、使用抹殺のジャチー事柄をつっついて楽しいか。ジョークっすよ、ジョーク。割と最近それを素でやる人多いからあんまりジョークになってへんで。近くのドライブインにズキズキ徒歩で突入し、ジンギスカン定食を食らってきました。味わい豊かなお肉に感動し、胃袋も満足。旅先で見つけた行幸、まるで満身創痍だったメロスが清水を飲んだ後のように胃袋から元気がほとばしっている。北海道脱出まであとわずか。進もう。これはどうでもいいことなんだけど、駒ヶ岳駅こっち側からも出られたんだ。お次の列車もキハ40の函館駅だけど、その雇用スタルや実ら通りの顔面蒼白、エラーを吐いた Windows の画面くらい真っ青。こいつの列車名は道南海の恵み。森駅を出る時にも一瞬だけ映った。沿線活性化のために作られた北海道の恵みなるシリーズの車両。恵みの目の地位もない懐で、有名な JR 北海道が恵みとはほど遠いキハ40を850万円もかけて魔改装した。道内に色違いが4編成点在する、割合豪華絢爛な車両。道南バージョンは函館の海中港に救う生物を車両に塗りたくったテイストになっとる。自然と爽やかさを表現しただけあって、内装はシックな木目調。大地のぬくもりの不揃いなのを無視するように、理路整然としたボックス席は健在だけど、よく言えば味がある、悪く言えば舌が壊れるようなオンボロ味の藍色モケットから新規一点木材付きの座席になったし、モケットもフレッシュな色合いになった。あまりにフレッシュだからモケットの色もヘッドレストの硬さも一周回ってどっかで見たような気すらしている。海の恵みちゃいと鋼鉄製の体育を持って自信満々に示しているだけあって、車内には陸揚げされたボートという海上交通の吊るし上げみたいな写真が飾られとった。とはいえのんべんだらりとなりがちな旅行に一さじのスパイスでも与えるように、こういう細かいところの装飾にだって JR 北海道の小粋なサプライズを感じるもの。からの大沼公園、
かつては、大沼公営駅を大沼駅、大沼駅を戦縄駅と称していたねんけど、大沼国定公園という虎の岩、枯れるだけ買っといた方がいいからか。後々元通り、大沼公営駅と大沼駅に戻されとる。そうして絵を借り切った狐は、九尾のように才能が花開いたか。誇張抜きで50人は乗ってきたから、一両のキハ40は大盛況。これまで恵みだなんだと言って、のほほんと牧歌的な走りを見せていたキハ40も、マスクをしながらミンティアを食べた時くらい、刺激的な車内になってる。その熱は冷めやらぬといった具合に、新函館北斗に突入しても、混雑は絶えないどころか。むしろ、華奢な一両を新幹線乗り換え駅にぶち込むなぞ、木に竹を積むかのようだと言わんばかりに、死後の言わずに宿泊の様相で、混雑はヒートアップしていった。助けて。ここから五稜郭までは、函館市街地へのアクセスがてら、新幹線開業地に点火がされた区間。点火して終わりなんて虚しいことはせん。さすがに、新函館北斗から函館では、電車も走る。その形式名は733系。札幌都市圏で言いられたあいつの片割れで、函館には4編成ほどおる。電動トリルに迫る勢いで、函館への駒を吸ってなのか、愛称は、函館ライナーの一点突破。北斗市がなんだ、七飯町がなんだ、道南といえば函館ちゃいと言わんばかりや。ただ、機動車からしてみれば、剣もほろろのどこ吹く風。ライナーと言われてもいいなというスピードで、変わらずの奥田カッポする。しばらくすると、佐原支線と大体同じ理由で敷かれた、立派な高架の富士路線が見えてきたで。見てくれの作りは堅牢でかつ、特急街道にもなって、国鉄の青函局をもってして、道南の新幹線とまで言わしめたけど、マジモンの新幹線が道南にやってくると、新函館北斗を涼しい顔してスルーしやがる、八門の新幹線は、ただのお荷物。だから現状は、森方面に向かう貨物列車と、3本の旅客列車だけが、申し訳程度に走る線路に落ちぶれている。上がりきった期待値が一気に底をついた富士路線は、ほぼもぬけの殻や、比喩表現を取った後の彦丸くらいもぬけの殻や、そんなこんなで、七飯町を抜け出してしばらくすると。函館の一個手前、五稜郭に到着。肝心の五稜郭からは2キロメートル離れている。杓子定規君がこういうことを聞きつけたら駅名詐欺罪とさんざめくんだろうけど、どうせ遠くに五稜郭が見えるな程度のノリでつけられたっぽいから、あれこれ連々と詮索し続けるのもお門違いじゃないのかしら。改札を飛び出て徒歩数秒の自販機に見たことないドリンクが鎮座しとった。ちゅうわけで勝った。コアップならな、道民にとっちゃバイブル飲料で多分甲羅並みの知名度はある。ちゅうわけで、青い味はどんな感じや。甘酸っぱさはシュガー、滑らか甘うまいサワージュースって感じ。日本語でOK。嫌な甘ったるさはなくって。でも甘酸っぱい。いい塩梅。普段コーラは飲まないんだけど、ガラナの方は定期的に飲みたくなる味かも。地球に対する視力分別が山よりも高く海よりも深い私のことですので、しっかり空き缶は分別してきました。へへ。次、JR から一旦離れて、第三セクターの道南イサリピ鉄道。あれ、18切符じゃ、三セクには乗れないんとちゃうん。いや、18切符に加えて、このオプション券を使えば、道南イサリビ鉄道と新幹線を組み合わせて、北海道と青森県の間を移動できる。へえ、新幹線にも乗れるんや、嬉しいな、とってつけたような簡単だな。感情論のセリフで尺とアクセス数を稼いでいる、ペラペラのブログかよ。この旅行って、台話形式の動画に向けた、アンチテーゼでもやっとるん。正直、オプション券の使い勝手は、本数を考えるとあまり良くないし。そもそも、北海道を抜けること自体が過酷だから、フェリーでショートカットを図る人も多い青函区間だけど、ここは、ぬるっと行っちゃいましょう。ってわけで普通、聞こない行きへ。ところでこのオプション券、ちょっと罰が悪いことに、道南イサリビ鉄道線内での途中下車はできない。七飯浜のフェリー、上磯のラッキーピエロ、小島東別のトラピスト修道院、この門をくぐる者は、一切の希望を捨てよ。そんな予習にも、一滴の慈悲を垂らすかのように、道南イサリビ鉄道には、10人トイロのキハ40が在籍しとる。こいつは、北海道の雪をイメージした白色塗装。撮影日は夏真っ盛りやから、雪というよりは、ミニマリストの小梅太夫を模したものに見えるねんけど、道内完結路線の優秀の美を飾る身分としては、相当板についとると思うで。13時41分、五稜郭を出発。校長と貨物で圧倒的に栄えていったこの駅を出て、次は七飯浜駅。この道南イサリビ鉄道、かつては JR 江差線なる、青函連絡を支えるフラッグシップ路線だった。でもさらに昔、上磯線なる看板を背負っていた頃は、そんな青写真の色合いはとてつもなく薄かった。五稜郭、上磯から始まった上磯線の敷設理由は、そもそもが上磯エリアのセメント会社のため、石炭輸送だの開拓だのの目的と比べてみると、したたか、背筋主義の息吹が強いもんで、測量から2年経たずに、一気に五稜郭から上磯まで押し切ってもうた。ビッグな会社ともなると、古今東西、にぎにぎをよく覚えるもんや。そうは言っても、金という釣り絵めがけて、めくらめっぽを敷いていくほど単純じゃなくて、社交辞令じみてはいるけど、ちょっとは開発も考えていた。なんたって、この大島半島南部には、明治時代ほどまるっと、ろくな線路がなくて、関村鉄道が1904年に函館まで来てからは、大した音沙汰もなかった。
函館という劣化港が堂々居座る都市の近くでさえ開発なぞ我関せず縁の面構えで発展が遅れ気味。スマートフォンが普及したこのご時世にポケットベルを使うくらいのコテゴテ状態。せやから上磯線の敷設前、小島開発規制同盟会っていう団体が交通機関整備型署名っていうのを国会政府に出した。早い話、僕らの地域は伸びしろあります。だから鉄道ちょうだいって署名、サンタ宛ての手紙か。とはいえ上磯線の部分開業が決まっただけでも小島半島エリアへの門戸は開かれたって感じや。でその 10km もない短い鉄路が敷かれるのを見て、小島半島のさらに果ての住民はこう思った。僕らの元にも鉄道が来るって囲い。そういう津軽海峡でイカ漁をやる時に灯すイサリビよりも愚直に明るく燃えたぎる希望が心に浮かんでいた。だから松前鉄道規制同盟会ってのが小島開発イカ力の再放送のように立ち上がって、米のサンタ宛ての手紙を薄く引き伸ばしたような内容を再放送のように国会に提出した。少し面白いのが1が1、情勢が情勢なだけあってラブレターに青森の先っちょ、ミンマヤとつなげるのに便利。津軽海峡は日露戦争でも波風立たなかったんだから、アクセス手段を作るのは大事っていう項目がある。国宝はともかく、一時一部分は青函連絡船として栄えた歴史も考えると、思ってたより鋭い指摘をしてる気もする。ただ、開拓という相棒の調和、分け隔てなく、なおかつ慎重に注ぐべきもの。余震は基地のように、立派な人口規模が豊富な産業を抱えているならまだしも、記事も中ずば打たれまいとは言うけど、ひよこ程度がないて何になるんや。そういうわけで、水産、林業という伸びしろを見つけるのに、随分時間がかかって、上磯から木古内が完成するのは、大正時代すら終わった1930年。しっかりした添加剤がないと、宿道機にはならない、っていう感じ。ちなみに、木古内より西側にも、さらに遠くへ、江差線、松前線とかが伸びていたんだけど、松前線は、江差線より利用者が多かったくせに、民営化手前で行き絶えて、木古内以西の江差線は、北海道新幹線で生まれる猛烈赤字の飛び地にもだいて消えたので、仲間が走馬灯に消えてった元江差線の道南イサリビ鉄道は、本当に、細々とした孤独な戦いを強いられている。これを、ここをと、形容できたらええねんけど、現状は、崖から落ちそうな孤独な一匹狼。何せ近年では、道南イサリビ鉄道の存在すら怪しくなっとる。ちゅうのも、道南イサリビ鉄道は開業から5年ごとに、経営計画と実績とを照らし合わせていく方針やった。で、その検証の第1号は、北海道新幹線が開業した2016年から2020年なんやけど、公共交通機関の使命からしてみれば、2020年ほど真っ白に燃え尽きた都市はない。もっとも、そういう不可抗力を抜きにしても、道南界隈は人口減少と修繕費増加で虫の息。それに、伊佐鉄は収入の8割くらいが貨物列車からの線路使用料。言ってみれば、運輸収入なんてボランティアどころか、維持費と人件費も考えると、走らせるたびに赤字な気がする。ちなみに、2016年から2020年で、運輸収入が計画通りの数字を叩き出したことはない。一応貨物にとっては、青函連絡を支える重要な命綱だし、収入だって定期利用の7割だから、残す意味がないと言われたら嘘になるんだけど、北海道という、国家的で攻撃的なバラードに、一両で足りるような過疎化エリアにもあまねく敷いた小粒な鉄路で立ち向かえるかは微妙。少なくとも2025年までは全線運行されるそうだけど、常に火を灯す気の車な状態ではどうなるか。オラピスト州にトラピスト修道院の最寄り、小島当別駅に到着。1988年に建てられたこの駅舎のモデルは言わずもがな。往々にして立派な見た目に反して、この駅舎は無人駅化の産物。なんでもここには、修道院への羨望をそぶかのように、一級品のオンボロ臭を漂わせる駅舎が鎮座しとった。でもそれが無人駅化で解体されるっちゅうんで、そんなら跡地にインパクトの強い金字塔を打ち立てたい。そういう理由で建ったのが、さっきの小島当別の郵便局や。え、駅舎。無人駅ごときの列車待合室の面積なんて、施設全体の4分の1もないねんけど。そういうわけで、北海道にしては慈悲のある本数が走ってくれるねんけど、駅か郵便局かで言われたら郵便局という、アンビバレントな境遇に立たされとる。国鉄が民営化された翌年、1988年に生まれたあの郵便局も、随分馬鹿げの至りを感じさせるもんや。1時間ほど揺られているうちに終点の木古内。ところで、この道南イサリビ鉄道、今でこそ機動車の桃源郷だけど、電化はされている。キハ40が導入されたのは、紛れもなく需要と初期投資を考えた結果。じゃあ、もし懐が潤えば、函館エリアの733系を木古内まで持ってこられるかって言われたら、超高確率での。確かに、函館近辺の新幹線区間も交流電化はされとるんやけど、完全のサツカリと木古内の間で、2万ボルトから2万5000ボルトに昇圧される。せやから、独自仕様の車両でも作るか、733系を魔改装でもせんと、道南イサリビ鉄道製の電車がやってくることはない。でもそんな体力あるか？自社切手の観光列車が日本一貧乏な観光列車と呼ばれるのすら厭わないくらいやで。銚子電鉄の対抗馬になろうとでもしているのかっちゅう、そのありさまたるや。たかが津軽海峡線を名乗っとったくらいで、銚子に乗んなとでも言わんばかりや。北海道最南端の駅、木古内に到着。
最南端とは言うけれど、これより南にあった駅が全部消えたせいにのし上がったのが木古内なので、意気揚々と最南端のレッテルをベタベタ貼っていいものかとはちょっと思う。最南端はカッサルにしてはちょいと表面的、個体差が好まれたはずのハッピーセットの星のカービィのおもちゃを脊髄反射でメルカリに転売するやからくらい表面的。波と森のプロムナード、北の交流発信地なるネツアイン構想に基づいて作られた木古内駅は、津軽海峡を目前にした旅人の士気を嫌おうなしに高めてくれる。近くのセイコーマートでおやつとお土産を用意して、いざ行け目指すは長崎へ。お土産買うタイミング間違えたね。こいつと残り3日半旅するわけにはいかなすぎるだろ。どっかでロッカーにお土産しまうタイミング作ろっと。次、北海道新幹線。オプション券の特典はまだまだあって、木古内から奥津軽今別の一駅だけ新幹線に乗れる。へえ、新幹線にも乗れるんや。嬉しいな。そのくだり五稜郭でもやっただろ。SEO こじきがご満悦だな。なんで出来合いの長丁場動画でそんなこと言うんですか。知らざるを知らずとなすこれ知るなりって講師も言うとったやん。アイスチは理解への架け橋なんや。二つ返事を吐き捨てれば、あとは無知に甘んじてていいんですか。やばい、うちの妹デコでも動かない。このハヤブサ号は全車指定席だけど、オプション券曰く普通車指定席の空席に座れとのこと。指定席の味を知らない2490円のコチキなんだから、空席がなければデッキがお前の居場所になるっていうのが概要なんだけど、重量を要した北海道新幹線が混むことはそうそうないので、基本的には座れる。しかし所詮は激安切符の新報車、周囲がきっちり大枚はたいて指定席の切符を買い求めた請求運賃を払うこともはばからないブルジョワジーなのに対し、私はビタ一文出すことすら惜しむ。所詮はばかりのような存在。むしろ新幹線という高尚な空間に安宿と格安切符でつつうらうらを飛び回るという高顔無知な旅人の私が貼り付けにされているかのようで、新幹線の研ぎ澄まされた快適な設備をもってして真綿で首を絞められたかのようなくだり、関小線でもやったやん。うちのオプション券議論より微妙ですよ。15時1分、木古内を出発。列車はかつて尻内駅があったあたりを通過。もともとは新湯の里信号町っていう旅客の貨物もかっ飛ばして南部の場所やったねんけど、線路が通っていながら駅がないとは何事じゃと言わんばかりに地元が熱烈な運動を繰り広げて、津軽海峡線時代ここに駅が出来上がった。これだけ聞くと西岸駅のようだけど、知立駅の設置は JR からしても渡りに船だった。だって青函トンネルでフェリーを潰すだのといい、目が血走って祝杯を上げる気満々この JR に対し、青函のフェリーはそんなの乳首にも出さず涼しい顔してジェットフォイルなる爆速のフェリーを走らせた。となると拾える需要は拾わないと、鉄路と海路が流行相打つの段階まで持ってこれない。だから津軽海峡線の増便と合わせて知立駅をボンと置いた感じ。競争と言いながら知立駅の人生も後半に差し掛かると、特急が申し訳程度に2往復止まって終わりというありさまだったけど、湯の里知立信号地を溶かしたこの場所は、洋々とした青函トンネルに入る新幹線に手を振って旅人を見送っている。そんなことを考えているうちに、全長 54km 弱の青函トンネルに突入や。セイコーマンコ、セイコーマートで買った北のポテトサラダサンド食べるね。大手コンビニのサンドイッチというと、いかに具材が多く入っているように見せるかという、薄利多売の薄にテコ入れを施した天才の上塗りでしのぎを削る傘下にうつつを抜かしているけど、こちらはさすがつつましい。しっかり具材がみっちりしている。ポテトサラダのじゃがいももホクホクやし、ピリリと風味に彩りを加える胡椒も満点。やっぱりセイコーマートは味わいも値段もバッチリや。ごちそうさまやで。で、列車は避難通路へ溶かした旧脱皮海底駅を通過。もうすでに青森県なんだけど、まだまだ JR 北海道の管轄、まして青森県まで含む青函トンネルが丸ごと JR 北海道管轄なのかは、青函トンネルの役目を考えるとわかる。青函トンネルはあくまで北海道と本州を結ぶちゅうのが目的。とするとメインターゲットは北海道と行ったり来たりする旅客貨物、北海道に蜘蛛の糸を垂らしてやってるんだという本州市長主記の考えがないでもないねんけど、莫大な修繕費とかの問題はのしかかっていながら、 JR 北海道が青函トンネルを担うことになっとる。肝心の新幹線はというと、青函トンネルではたかだか 160km しか出さない。ロングノーツが出せる本気の2分の1程度の速さにとどまるひょろがり野郎になり果てるけど、津軽海峡を34分で超えて向こう岸までありつくという、その破壊力は唯一無二な、まさにレジェンドの方向。もはやミラノのスカラッサのように北海道新幹線に対する戦後の眼差しがあるとはいえど、流れゆく時間は神のまにまに、降りねばならない時が来ましたとさ。ってわけで奥津軽今別、北海道新幹線の役割を考えてか、ここも JR 北海道管轄の駅、東京行きなる表示を見たが際も帰巣本能なのか、そこからふつふつと帰宅願望が湧いてくる。それこそローカル線がクンツオグレツ絡み合う東北地方は、海東ランマを立つように一直線に南下したい。それを一網打尽に処理できる新幹線が足の届く位置に止まっているぞと本能が訴えているけれども、そんなことしたら足が出るので黙って新幹線を見送るしかないのだ。ってわけで、駅が位置する今別町の現在の人口は2000人強。小粒な奥津軽今別駅を新幹線は去っていった。北海道を出たとはいえど、アイヌ文化はなお強く、江戸時代にはこの津軽半島にもアイヌ民族が住んでいたという。
今別なるアイヌ語の香りをまとった地名が、その少佐や、駅名の今別部分がひらがななのは受け狙いか、とは思うねんけど、北海道新幹線の顔出しパネルも、開いた口が塞がっとらんで、下の口が塞がらない青い、本州出るまで黙っとこか。津軽海峡の四季が感じられる駅なるデザインコンセプトが示すように、むせ返るように長い連絡通路は、青函トンネルを彷彿とさせるで、っていうのは、おあつらい向きの前校長。地下を突き抜ける実物を渡ってから、こいつを見ると、あ、箸としか思わん。一度本物の味を知ったが最後、贋作に顔をしかめることしかできなくなるとは、うちの感受性もすこぶる腐ったもんや。で、悪魔城ドラキュラの時計台にありそうな階段を降りた先にある次の乗り継ぎ路線は、津軽線。なんだけど、だいぶ時間があるので、ちょっくら駅探索でもします。数時間後の列車を待つのに、一房線駅を探索とは、やっとることが、二律背反と思われそうやけど、乗り継ぎ先の津軽線は2022年夏の豪雨で、鉄、路と呼ぶことすら怪しい、満身創痍の山頂へと化けた。普通区間は蟹台北、厳密には中尾国北で、この津軽二俣駅を含んどる。で、その普通区間を補うように、現状、蟹台北には、代替交通が確保されとる。回りくどくなったねんけど、要するに、列車が来ないからこそ思い出のためにホームに上がる、ちゅうのをやっとる。移動するなら、代替手段で済むのはそうやけど、さすがに、鉄路への情は捨てたくないねんから、こうやってホームを探索しとる感じ。しかし線路上の草は荒れ果てて、伸びに伸び放題。薄い本棚の同人誌棚を手にした、むっつりスケベの花の下くらい伸び放題。そもそも本数からして、この津軽線の命運はお察し気味だけど。PC 開いて待合室で編集しようと思い立ったんですが、ちょうどその時同じ待合室にいた18キッパーのおじさまに話しかけられまして、ちょっとだけ鉄道トークを繰り広げた、んですけど、いかんせん私がコミュ障すぎて、お風呂で行ったら、35度くらいの全然ヒートアップしない会話になり果てました。今年は、コミュ障を卒業しよう。あと、おじさまは、18キップで乗れない私鉄とかにも乗ろう。押し付けがましいのは、100も承知だけど。ってわけで次は、津軽線の代行バス。だけど、褒められた本数は走ってない。JR の、まっとうな津軽線代替バスは、1日に3から4往復のみ。ごまの油と略称と本数は、絞れば絞るほど、利益が出るとでも言わんばかり。ただ、お試し代替交通も存在する。それが絶賛実証実験中のワンタク。そのワンタクにも2種類あって、フリー便と定時便がある。フリー便の方は、事前予約する形で、津軽線蟹田から達筆先のあたりまで、柔軟に乗り降りできる。早い話、タクシーの予約と流れは同じかな。もう一個は定時便。こっちの方が代替してる。というのも、津軽線が被災して設定された代替バス。昼間はがっぽり10時間設定なしという、あだおろそかな山頂。そこで、実証実験中という、便利な小文字を糧に、在来線、新幹線と、ある程度接続を取りながら、観光名所もしっかり回る、万択定時便を3往復だけ設定した。定時便というだけあって、こっちはバスに近い。代替バスとワンタク定時便合わせて6往復かよ。結局不便だなと吹聴するのはあまりに早計。ラテン語で賢い人間などと標榜するホモサピエンスが聞いて呆れる。だって実証実験の柔軟さを生かしてか、装便にサービス拡大と頑張っているから。装便のわかりやすい例で言うと、今回15時35分に駅にありついてから3時間弱待ったけど、今年4月には16時44分のワンタクからの乗り継ぎで、蟹田を17時半には抜けられるようになる。フリーピンの方だって、津軽線からそれる、津軽半島北東部でも乗り降り OK になったから、暗雲立ち込める日本の交通社会に対する、柔軟な活路になるかもしれない。しかし、新幹線駅が存在する以上、鉄路の復活に、一縷の望みをかけたくなるのも事実。だから、一時今別町側は、津軽二俣駅までは復旧させろと、懇願した。でも、復旧への望みは一抹の不安どころじゃない。だって、13箇所ある被災区間のうち、よりによって12箇所も、津軽二俣駅の手前に集中している。山越え、トンネルあり、駅間距離 10km 超えの区間の被害が軽いわけないやん。それに限らず今別側は、鉄路維持に維持でも食らいつく方針で、維持だけに、維持が EGPG ならぬと分かってる JR、外ヶ浜町とは、互いにいじけて対峙している。維持だけにこれうちが横やり入れるタイミング間違えたな。外ヶ浜が平和宣言の町ということで建てられた、意味深長な観音像の横を通るとすぐ、蟹田駅に到着。代行バス区間はここで終わりや。かつて津軽半島の代表駅、津軽海峡線の主要駅として堂々居座ったこの蟹田駅も、その役目を奥津軽今別駅に奪われると、寒風がすさぶ端くれの町へ。その報われない歴史を直視したくないのか、駅前の時計ははたと止まったっきり。確かに平和宣言の町とは言ったけど、平和と感性はイコールにはならないのかも。駅構内ではカニスマ駅長を標榜するカニが水槽の中に棒立ちで幽閉されとる。カニに対してタコ部屋みたいなことすんな。でこの津軽カニをなるやつ、津軽の春の味覚、観光素材として使われているトゲプリガニをキャラクター化したもの。津軽二俣の駅名標にも映っていた通り、そこかしこに PR 材料として使われていて、文字通り、津軽線の出しにされている。ここからは本数が増える、けど、それでもかなり少ない。お次は、19時3分発の普通、青森行き、青森方面の終点や、車両は701系。
こいつが来るまでの東北地方は、高々2両3両の客車を引っ張るのに、20年選手の機関車を使っていたんやけど、大編成だってのに、発着駅でいちいち機関車の付け替えをしてたら、かったるい。炎天下の運動会とかで、知らん人が浴びせる祝辞くらいかったるい。そこで、近代化を兼ねて、東北地方の電化区間に、どかどか導入されたのが、この701系。大凶なオブソリートの廃止を往々にして遂行した結果、701系を見ないで、東北を抜けるのは不可能というレベルで、装飾に装飾を重ねていった。ベース車両は、首都圏で絶賛追いやられ中の209系だけど、東北地方からしてみれば、30年選手でさえ目新しい存在。20パーミルの勾配からでも加速できる体感大切車両を、むさむさむさに手放すわけにもいかないからか。置き換えの情報なんてものはプレスリリースどころか、のろし程度の噂にも立ち上らない。息が長いというかしぶといというか、そんな701系に乗って、蟹田を出発。さてさて、津軽線というと、どうしても、北海道との連絡が中止されがちだけど、もともとは、津軽半島をぐるっと回るため、っていう雰囲気が濃い路線だった。中央って見てみると、そもそも津軽半島は、東北本線が開通してもなお、陸の孤島やった。津軽ごときには、東北なる称号すら贅沢だと言わんばかりに、明治時代が終わっても、音沙汰はなかった。そんな中、津軽のポテンシャルは、かつてのラスコー洞窟のごとく、まだ見つかってないだけだと訴える、半島北部の人がいて、1910年代中盤からは、上磯鉄道規制同盟会なるものが立ち上がった。ただ、規制同盟会の名を借りた声かけ団体っていう色合いが強くて、進捗はお察し状態。石の上にも桃栗3年かき8年、鉄道敷設は30年とでも言うべきか。敷設が始まったのは1940年頃。願い続けて30年、やっとの思いですがったわら。そうして1941年頃、まずは青森から蟹田が、ほぼ完成した。そう、ほぼ。ちゅうのも、この時ちょうど、太平洋戦争が激しくなってきて、待ち焦がれてきた開通直前で、津軽線の工事が中断されてもうた。兵隊さんが、寸分たがわぬ隊列をなす、勇ましいラッパも、津軽半島からしてみれば、ガブリエルのラッパのように、その阿鼻叫喚に輪をかけるかのように、レールの撤去まで取り行われてもうた。津軽半島から血眼で引っ放したレールは、今は亡き岩泉線に転用されたとかなんとか、弱り目にたたり目で諦めのムードだけど、その程度でサジを投げるほど、津軽はやわじゃない。長年得て死ななと思い続けた津軽線の完成を、チェンガのごとく目前で崩された沿線町村は、同盟会を再結成し、足しげく開通をせがんだ結果、1951年に、やっと、蟹田までの開業を実現させた。でも津軽半島の最果て、任麻山での開業は二の足を踏んでいる状態だったから。続けて任麻山でもしけと、審議会から政府に要望が出された。一時国会解散で折れかけたけど、こちらは1958年になんとか完成。上げて、落として、また上げて、そうかと思えば落として、津軽の鉄道網は、ことごとくもてあそばれている印象。そうして、任麻山で開通させた津軽線を、直に、半島西部の津軽鉄道とつなげて、津軽半島新幹線、なるものをでっち上げようとしたねんけど、現状そんなの、誰一人滋賀にもかけない状況なのは、戦術の通りって感じや、と隠するうちに、青森県の真相を担ってきた駅、青森駅に到着、しっかり本州にたどり着いた実感が湧いてくるで、急行浜名瀬も、特急白鳥も消えた今、大多数の列車は、寂しい普通列車のみに、それでも人類の栄誉なんてものは、つつがなく行われるもんで、天狗の花のように長いホームを持て余しつつも、青森駅は、静かな地元志向の駅として、つつましく暮らしとる。その青森駅の光を追いかけるべく、東北本線に乗り込んで、南へ駆け抜けたい所存だけど、盛岡から青森の東北本線は、おしなべて第三セクターの手に渡っていて、つましく旅行を続けてなんぼの18キッパーの時には、東北本線という、栄枯盛衰の残りがを味わうことすらできない。なのでここからは、西にそれて奥羽本線を使い、秋田から回り込んで、東京を目指すことにします。車両はもはやノーコメント。言っちゃ悪いけど、この広い東北エリア、しばらくは701系にうなされることになるで。北海道との連絡を周囲がありきにしたせいで、折り返し必須の東端式ホームが生み出された。構造のまだるっこさでは、八面六臂の金字塔、青い森鉄道なる三セクト、乗り換え可能な青森駅。落ち着かぬ気持ちで、そそくさとこの街を通り抜けるで。19時57分、青森を出発。で、次の駅は新青森駅。青森駅から 4km 弱離れているけど、立派な新幹線駅。青森駅から離れの位置に新幹線駅を置くってのは、国鉄が提案したことなんだけど、青森市側からしてみれば、積み上げてきた青森市街地の発展というバベルの塔を、新幹線ごときに崩されたくない思いが募ってか、お前に娘がやらんくらいの堅物なノリで、偏僻な位置に駅はやらんと、断固拒否する形をとった。どのくらい堅物同士の争いだったかというと、国鉄、執権の三者会議を15回重ねても、意見がまとまらないほどだった。ただ結局、公害対策、工事の面、地の発展を考えると、新青森の方がいい、と、青森市が譲歩して、新幹線駅はやや2階気味だった。この石江ってエリアに決まった。東北新幹線の終着駅なる、立派な万年床の割には、乗り換え駅の風上にも置けない小粒な駅だけど、そこには、ジッパ人からげに悪性とは言い切れない、青森の未来を見据えた決断があったのだ。とはいえ、会議は踊る、されど進まず状態で、その頃は、盛岡以北の新幹線建設が凍結
されてて、新幹線の建設は後ろよって感じだったので、手放しで引きこもごもを浴びせることもできないムードだったんですけど、ね、そうした青森にこもる鉄道への熱意は、奥羽本線敷設の時点から十分たぐっていた。それを一から紹介しようとも思ったんすけど、奥羽本線敷設までの概略は直近の動画で語ったんで、ここでは一言で終えます。東北各県ひしめき合って会社を建てると息巻くも、ルート案が軒並みゴミなので、政府は直々に敷いた。以上、随分屍が積み重なった路線なんです。そんな中、青森県の二大都市こと青森、弘前をつなげろという動きは、1889年の時点で存在していた。この時、まだ東北本線は先通しとらん。主に弘前市の強者が集まったその計画も、不況を前にしては崩れ落ち、皆どもこそって収拠狼狽。仕方なく、東北本線の親方として君臨していた会社、日本鉄道に突撃することにした。会社側は、社債と積立金を駆使して施行税と、ゴーサインを出したんだけど、政府側が許すとは限らなくって。その頃ちょうど、山形鉄道なる私鉄が出してた、奥羽本線の敷設案で、手一杯だった。福島県から日本海側を沿って、青森を結ぶ敷設案を、政府が敷くか、どうするか、とやってる時に、弘前から青森に鉄道名医みたいに騒いどったら、流れに差を差すどころか逆らう羽目になる。その上、会社に積み立て病気発の積み立て金を、社債の支払いに使うとは何事だってことで、物の見事に崩れ落ち、奉納反論の大絶叫。結局、政府が直々に敷きますよと言ったところで、青森から弘前は、1893年の開業をこう動きたい。と大口叩いたのも束の間で、日清戦争の下準備なのか何なのか、94年12月にまでもつれ込む結果になった。津軽線に続き、奥羽本線も上げて下ろしての裏なりフェーズもので、汽車の煙を見た弘前の人の頬が、まるでリンゴのように赤らむまでは、幾分時間がかかってるもんだ。そしてこの列車は、弘前で15分ほど止まるっぽいので、先を急ぐ私は、ゆでたこのように顔が赤らんでいます。どうします？旅先の15分って、一番中途半端なんすけど。せっかく、JR 東日本管内に入ったんやから、そのお祝いに、リンゴジュースでも飲まへん。首都圏でも同じやつ売ってるだろ。列車に戻って、うつろな中に、3分を過ごしたくば、それでもええで。津軽エリアのハブだった弘前町、そのレプリカの前で挑発するように、5歳児のひらがなドリルに綴られていそうな商品名が特徴のリンゴを飲みます。他のリンゴ系ブランドが首都圏でも名を馳せているのに対し、こちらは青森県限定。その味わいに間違いはなく、シンプルさとスッキリさの二刀流で、まさに質実剛健。ややあっさりめながら香り高さは一級品や。ごちそうさまやで。本州の大地を踏んでから初めての食事、うまかったです。ってわけで続けて、なんか秋田北端の大館まではあと一息からの大網温泉駅に到着。向こうに見えるは江南鉄道の大網線。レールのみならず経営状況もガタガタで、今年3月を前にして線路剥がしちまえと双葉停止名に怒鳴る父親のごとく、弘前市議会から怒号が飛んだっぽいけど、同じ廃止議論はほんの10年前にも起こっている。天丼してんじゃん。10年前と違うところといったら、水煮を切ってやっている行政側からに限られていて、輸送密度も500を割り込んでいるという、洗練された四面楚歌って状態なこと。弘前から大網温泉で奥羽本線とご丁寧に並行する江南鉄道、果たして起死回生は狙えるんやろか。冬季はまるっとスルーされるどころか、夏ですら大半の列車にシカとされる津軽井の沢駅を出て、白神山地の東を越えて秋田県へと踊り出るが早いか。大館に到着や。ここまで来たら秋田方面の便も青森方面の便も終わっとるねんから、我々旅人は明日の大移動に備えてゆっくりおねんねするだけや。車内で爆睡しとった地元の学生とおぼじき方、やばって言うとったけど、大丈夫やるか。新装オープン予定やった大館駅の横にある仮設の大館駅で、二日目を締めくくるで、ノロノロに見合った二日間やけど、明日からは一気にスピードアップ予定やから、しっかり寝とこか。大館、大館、うおー、あへー。皆さんは、走れメロスを読んだことはありますか？読んだ記憶がないそこのお前、国語の授業で何してたんだよ。読んだことあるそこの君、メロスは走ってないっていう話を聞いたことはあるかな？10年前に中学生が同小説を研究した時、メロスは時速 6km も出してなかったとされている。でも、決死の覚悟と、それを肉付けする脚色次第で、いかようにも走っているがごとく見せられる。青春18切符旅行だってそう。新幹線が超特急だのと形容せられるのに対し、鈍行だなんて、読んで血のごとく軍艦もの。しかしその鈍行修行からにじみ出る旅人の血肉をもってすれば、そこにスピード狩りの一番に乗り込むは、快速の秋田駅。ただでさえ毎日一本ベースと、褒められた本数が走ってない、この奥羽本線界隈で、朝にちょろっと秋田方面、夜にちびっと青森方面の列車が走る。急いでんだか急いでないんだかわからん。鈍行と快速信者の我々18キッパーからしてみれば、真からありがたい列車になってる。見ての通りの車両や、文句あるか？
3番線で下んばっとる花輪線の盛岡駅を横目に曲げわっぱの聖地大館を出るで、ところで盛岡駅があるってんならそのまま東北本線に合流できそうだけど、その6駅北で IGR 岩手銀河鉄道なる3席と合流するので18切符だけで乗り通すことはできない。もし18切符だけで貫こうものならマドリード1808年5月3日のごとき修羅場に。そんな感じでルート的にも太平洋側に回れるのはまだまだ先になりそう。列車はぬかさわ駅のあたりを通過中。1955年まで存在したつづれ小村の運動でできた駅、肝心のつづれ小村は駅開業の前年に合併で駅耐えたので外部からのエトランチェごときが思いを馳せる余地はなくなったけど、ただ一筋の個性を光らせるように駅舎はスーパードンキーコングの樽みたいなデザインになっとる。こいつの正体はつづれ小太鼓を模したもの。つづれ小太鼓っていうのはこの地区の伝統芸能、雨乞いと豊作のために作られた太鼓で、やっぱりノリ自体はドンキーコングやねんけど、太鼓の中身のように空っぽな脳みそで作ったのかと侮るなかれ、その大きさはギネスに認定されとる。具体的にはぬかさわ駅の駅舎と大体同じくらいっていうか、駅舎としてトレースできるくらい太鼓の音がでっかいと効果抜群とかいう伝統芸能の内容だの効能だのは3歳が考えそうなポケモンみたいだとはいえ、由緒としては一級品にまで上り詰めたもんだから、ある意味では例年新たかといったところじゃないかなと言っているうちに、高野須秋田内陸縦貫鉄道との乗り換え駅、この高野須から南下して秋田中東部の角館まで行く、かつての国鉄阿仁愛線角館線プラスアルファを受け持つ路線。乱暴な言い方をすると国鉄の赤字路線の面倒を見てやってる山積プラスアルファの部分についてはちょっと入り組んだるんやけど、そもそも阿仁愛線角館線は洋角線として一本の線路でつなぐ予定やった。そこで北側は阿仁愛線、南側は角館線として挟み込むように敷いていったねんけど、何せ全然採算が合わないもんで、国鉄時代に2路線が結ばれることはなく赤字路線として山積の手に渡った。空白区間は山積後に開業された感じ。大正時代の意思を継承するなら洋角線がいいんだけど、そんなひねりのない路線名じゃおひねりなどもらえないからか、秋田南部は通ってないし、なんなら県を貫いてもないのに秋田内陸縦貫鉄道なる社名を見せつけて走っている。最近ではスマイルレールなる愛称までつけて飾り立て、あれやこれやのあれあれや、悲壮の黒歴史を辛くも抜け出した。スマイルレールとお別れして奥羽本線は続けて西へ。さて奥羽本線の伏線化はすこぶる断片的で、新青森駅周辺でさえ伏線になっとらん。そのくせこの二ついのあたりは伏線化されとる。で今から渡るのが米代川で、普通なら川をまっすぐ横切ることが多い鉄道の橋だけど、向こうに見える伏線化でできた橋は半径 800m のカーブを描いている。曲線を描いた鉄道の橋としては最初の例らしい。筋骨隆々な鉄道橋を曲げておけとかいう一休さんのどんちみたいなお題を出された以上、さぞ時間がかかってそうに見えるねんけど、国鉄側の圧のおかげで工期はなんと8ヶ月のみ。おまけに工事期間は雪がしとしたどころかぬあらうえもいという勢いで積もる。11月以降あたり一面はクソ緑なのに、やらされてる仕事がブラックな点。線路一本増やすのにどうにも心中を察しします状態や。からの東の城駅、の城市街地からは少し離れた位置にあるねんけど、そことの接続はこの線路になっとる。東の城発の城行きという一駅完結のシャトル運用も用意されていて、ローカル線の名を疑うで。しかしその運用と偏僻な位置にある初の東の城駅、の城市民からしてみたら推薦の末見えたもの。何せよ奥羽線の当初の計画案では山間部を通る予定で、の城市街地なんて無視を決め込むはずだったらしい。理由付けはいかにも明治時代らしく国防を考えて海側を避けたかったからってだけ。しかし北前線で栄えたの城のこと、鉄路のチャンスをみすみす捨てられようか。そんなこんなで能代住民、能代は栄えています、能代は栄えています、能代は栄えていますというかなり多角的な意見を持ち込んで、奥羽本線の線路を能代寄りに引っ張ってくることに成功した。しかれど所詮は能代より奥羽本線という名前の五行の眩しさに反して一市街地のために線路を豪快に真似ることなど不可能。肝心の能代港から離れていた線路にやきもきした能代の住民は続けて能代中心部へつなげる姿勢を要求した。能代くんは国鉄ちゃんの手によって市街地までゆるりと線路が行かずに寸止めを食らっていたということで満足したか。したなら続けるで。視線の持ちかけは一回は断られたねんけど、マッチが敷地を寄付するといった経験オブザイヤーの態度を見せつけて、1908年には瞬く間に能代までの視線が敷設されたみたいや。これが今の五能線につながる。一駅だけのシャトル運用だって断行支配に徹すればおのずと背負った歴史が見えてくるようで、絶景路線の千年王国たるこの線に幾分深みが増すんじゃないかしら。とするうちに胃もたれするような観客が行われた八郎方の横を通り過ぎて、こちら以下は桜駅。しゃらけた名前が物語るように1997年に作られた新しめの駅、申し訳程度に伏線にくっつけただけの痛いけな駅と侮るなかれ。1日の乗車人員は237人、地方の主要駅くらいのにぎわいはある。
実際特急津軽が泊まる八郎潟とほぼ同じ量の人の波が極めつきのように乗ってきた。島式でもない相対式ホームの駅に特急身分は取り付く島もなく、通過に通過を重ねるけれど、ここまで乗客が伸びてるのはパークアンドライドのおかげもある。何せよ20世紀後半というとモータリゼーションなる刀狩りのように強力な自流をもってして、あまたの鉄道路線が刀折れやつき、痛い目を見て二度と日の目を見ないケースが多かった。起死回生のルネサンスを狙って飛び出した切り札こそ、車で駅まで行ってそこから鉄道に飛び乗るパークアンドライドなる手法。実際宮城県の栗駒高原っていう新幹線単独駅では、仙台の駐車場を作ったら乗車人員が爆伸びしたとか。果たしてその仮説は在来線の新駅として君臨した井川桜でも裏切ることはなかった。鉄道信者からやれ道路整備する暇があったらだのと中指立てられがちな車文化だって、鉄道とは決して水と油の関係だとは限らないのかもしれない。毒にも薬にもならないまとめの方言を繰り出したところで、薬のことを平然と薬って読むのやめろ。県庁所在地資金の秋田駅に到着。秋田の交通水入らずといった結論を出しといてなんだけど、乗り継ぎ時間は30分。ご飯を食べるには時間が短めなのに、腹の虫がネズミさんのごとく増殖して空腹を訴えているので油を売ってる暇はない。もし新幹線に乗れたならば車内で駅弁を食べようが、乗客や車掌さんがど発電をつくことはないのだけど、ここまで来といて新幹線課金などリリカルトカレフキルセヌオールの渦中に飛び込むも同然なので、秋田でつましく朝ごはんと行きましょうね。あと企画も倒れるし。駅構内では詩人逮捕系 YouTuber の先駆者こと生ハゲがにらみつけとる。その下には生ハゲとかをモチーフにした茜色をまとった E6 系、まさに茜ちゃんカラーってことやな。てかこれさ、デゴイチの模型じゃん。釧路で車輪を見ただけあって感慨深い。秋田で作られた編成を模しただけあって意味ありげに黒光りするミニチュアに秀麗さを感じる。茜ちゃんカラーとかほざいてる貴様の文才も見ようよ。うち自身と車両を重ねることすら許されないんか。駅構内改札外の立ち食いそば屋さんで小腹ならぬでっか腹を満たしましょう。ピリリとしょっぱくも奥深いつゆの旨味ともちもちしてて絶品な麺が幸先いい3日目を告げるかのようで大満足や。ごちそうさまやで。やばい、ホーム間違えた、乗り遅れそう。幸先悪いかもしれない。次8時9分発の普通新庄行き、山形県の北部まで出羽山地を分け入るように進む。もはや車両を開設する必要もあるまい。盛大に取り損ねたけど秋田駅の発車メロディーは高橋優さんの明日はきっといい日になる。希望的観測を原動力にしたって大丈夫という背中の後押しを感じる。ポジティブワードは大事にしていこう。夢とか希望とか友情とか聞くだけで五感が走る。私みたいな人間になっちゃダメだぞ。その3ワードが嫌いになってたら悪党そのものでは。とにかくここからは秋田新幹線が奥羽本線の線路を曲がりするゾーンに入る。簡単に言うとミニ新幹線。ところで新幹線の定義は時速 200km 以上でガッ飛ばせる幹線鉄道。一方秋田新幹線ときたら盛岡までは時速 130km 止まり、大曲から直通する田沢湖線は地方交通線。もはやどの口が新幹線言うとんのかわからへんけど、普通列車なる下地もは引っ込んでろと言わんばかりに701系は対比対比の猛攻にもみくちゃにされがち。おまけに奥羽本線の大曲までの区間基本的に単線並列という形が取られている。新幹線の線路幅は 1435mm だけど在来線の線路幅は 1067mm なので新幹線車両は通れないでちゅね。だからこちらに別線オパという形で2つの線路が並んで別々に敷かれている構造。空気と流星を極めた花高々な天狗列車から嫌味な高嶺の花が透けて見える。おもるものはロケット弾みたいに前は何かしらの形で成敗されるのが定石だけど、スーパースターの新幹線にそんな論理は通用しようか。とはいえ在来線の奥羽本線にも天下という輝きを享受したきっかけはあった。皮肉にもそのきっかけは新幹線。巷では1976年度開業を目指した盛岡までの新幹線エンジンに向けて東北界隈の路線網に革新をもたらせと革新を突っつき回す声が上がっとった。ちなみになんですけど盛岡までの新幹線は延期されて1982年開業になりました。なので前提条件意味ないです。かん。さすがに解説を48カッコ仮にするわけにはいかないので、続けると東北新幹線の延伸が起爆剤になれば奥羽本線にも首都圏からの旅客入れ食いチャンスがやってくると思われた。その傍ら奥羽本線の秋田から羽前千歳、秋田県南と山形県北だけ非電化だった。それもそのはず、青森から秋田は他の路線とともに日本海中幹線を作り上げる文字通りの大役を担う大御所的存在。一方の福島から山形、羽前千歳だって板谷峠というきつい峠はあった。インスタのストーリーに投稿される長文のお気持ち表明くらいきつくて痛ましい峠だった。でもかわいそうな路線こそ本部に抱っこしてやらねばという母性が働いたか、電化も伏線化もいたわないで積極的に設備をアップグレードしていった。一方の秋田から羽前千歳ときたら指折りの山岳地帯もなければ日本海中幹線クラスの看板を背負うこともない。設備投資なんてせいぜい秋田山形の県境をちょろっと伏線化して終わり、別に引け目はない区間なんだけど輝く特徴もない区間だった。
そこで、じゃあねえからタロセンと足並み揃えてやるか、くらいのノリで、1975年に転化されたのが、この区間や、もはや慈悲だとか哀憐だとかはない、消極的で付け焼き場な平等主義の産物や、ところで、防本線が全線電化されたおかげで、電化メインの統一的な輸送ができるようになった。上野、山形、秋田を走った特急、翼も電車化されて、その速達性と盤石さは折り紙付き。でもあろうことか、その折り紙はくしゃくしゃにされ、今では秋田から山形では乗り換えが絶対1回はいるようになってもうた。その理由は皮肉にも新幹線。詳細は構築するけど、レール幅の都合で直通が効かなくなっとる。新幹線のために、あれやこれやと身をよじった結果、在来線が統一化も減ったくれもなくなるとは。ウィダーマイヤーを貫く在来線の腹渡も、見えくり返ること受け合いや。さて、列車は峰吉川を出たんやけど、ここで、レールが3本敷かれた3線基調になっとる。この構造が生み出された理由は単純で、新幹線が走りながら行き違いできるようにするため、これで、在来線と新幹線がお互い同じ土俵で、公平にボコスカ走り合うかと思いきや、結局在来線側は、右側の標準機を走れないので、惨めな単線にひれ伏す羽目になる。労働と公平は、相入れないのだよ。ロバと老夫婦みたいなイチャモンの付け方したけど、さて列車は大曲駅に到着。秋田新幹線はここでスイッチバックして、田沢湖線へ。大曲言うたら花火やねんけど、この地域の花火がバズった起爆剤は、四股玉でかいの打ち上げたる的な、火花を散らすことに熱を上げるものじゃなかった。駅から1キロほど南にある諏訪神社の祭礼のノリで打ち上げられたらしい。中には花火を奉納する人もいて、かなり好き勝手やっていたそう。こいつら大学生かよ。で、大本線が全通して5年後の1910年には、東北6県が集って花火の大会を開いたという。以降、愛知の花火大会などと切磋琢磨して、大曲の花火は全国規模にまで化けていった。一畳程度の車両後端部からでも、そこかしこに花火のモチーフが見えてくる。でも、老金に花火の図柄を貼り付けるのは危ないのでは？汚い花火になってチレとでも言ってるのかしら。大曲の二つ先、御三年駅を出発。源義家の藤原清平を救いつつ、清原氏の内紛を潰した、あの御三年の駅か、と言われたらご名答。しっかり、歴史上の事件から名前を強奪してきた駅だそう。ところで、御三年駅の命名者は、御三年の駅を調べに調べた伊藤直澄氏。その人は、駅名を決めただけやない。開業前、秋田県に奥羽本線を敷くための運動にも携わった人。鶴の一声とはよく言うけれど、随分かまびっしい鶴もおったもんや。地元のストレート麺が特徴の焼きそばが名高い横手に、温泉に加えて稲庭うどんも知られた湯沢を出ていき、日の戸岳山地、神室山地の2つの合間に位置する雄勝峠を抜ければ、山形県の覗き駅に到着。福島、山形の2県にまたがっては、客船連磨の鉄道車両を生きり立たせてきた板谷峠に比べると、緩めな峠ではあるけど、この雄勝峠もその昔は20パーミルほどあったようで、やっぱり輸送のネックになっていた。昭和中期、こいつを 12.5 パーミルに改線すべく、線形改良を施す傍ら、雄勝峠のてっぺんに置かれていた覗き駅は、どさくさに紛れて、少し低い位置に置かれたという。ところで 12.5 パーミルと聞くと、勾配改線の割にはパンチが弱め。北海道の佐原支線なんて、8パーミルの勾配でさえ、舐め腐れの烙印を押されて、はしごを外されたのに。これには、舐め腐れた理由が、2つほどある。一つは、山形以南には 13.3 パーミルの勾配が5万とあるから、ここを平らにするのに肩肘張る必要は、ないと考えたから。出る杭を目立たない程度にまで打つ精神、日本人かよ。でもう一つは、こんなところに輸送量なんて期待できなかったから、大羽本線という一大幹線が轟かせた息吹も、いささか舐められたもんだよ。いやまあこのアングルでビデオカメラを回せる時点で、大概お察しな雰囲気だけど、そこから40分弱南下すると、新庄駅の機関庫がお出迎え、1903年に作られた赤レンガのそれは、今も現役バリバリで、国地の極みに窮している。人生100年時代、建造物に至っては120年時代とは、シャニムニなストロングスタイルの風潮や、で、その機関庫が見えてきたってことは、大羽本線に加えて、陸羽東線、陸羽西線が交わる、三位一体の東北の中地路、新庄に到着や。E6 系をせっかく大曲りで交わしたのに、新庄でも E3 系が仁王立ちしている。在来線ごときに、安住の地なし、とでも言わんばかりの威風堂々な車両に圧倒されて、繊維が、角煮のようにホロホロ崩れ落ちて、子猫みたいになり果てそう。七点抜刀バチェラートラベラーの味方は君だけだよ。なんか、チケットレスなる近代文明を植え付けられた、改札を疑ってかかる装いの改札機くん。都合にシリーズ、相変わらず混沌としていてうまい。どうかしているおにぎりを頬張ってるうちに、肩を並べていたはずのいい産経車両たちは、霧のように消えて、その穴を埋めるようにやってきたのは、解説不要と言いたいところやねんけど、こいつだけテイストが違う。こいつは、それまで狂気だった701系とは違って、標準機の701系。山形新幹線が新庄まで伸びてきたのをいいことに、9編成ほど作られた5500番台なる車両。これが何を意味するかというと、ここからは、新幹線在来線のわけ隔てなく、標準機ゾーンに入る。このレール幅の変更こそ、山形から秋田で乗り換えが絶対1回いる、といった理由なのだ。レール幅が広くなるっちゅうことは、乗り心地もだいぶ安定するので、18キッパーには朗報。
でも座席に文句を打たれるのが週8キッパーのサガヤからロングシートのこいつが脚光を浴びることはない。ガルを知るを知らざる。11時35分新庄を出発。ここからは新幹線の幻影を追いかけてか大宇本線に山形線なる相性がくっついてくる。美濃が描いた鹿鳴館にも迫るような勢いで近くて遠い猿真似を在来線から感じつつも、ここから山形近郊までは1時間と10分程度。そこまでたったか駆け抜けるで。新庄へ出た大宇本線が最初に止まる駅船形駅の手前で小国川なる川をババッと渡る。こいつは最上川に注ぐ川で、松原鮎と呼ばれる鮎の素長が名高い川。かつては山形県内で唯一ダムが存在しない川だったらしいけど、そんなハンディキャップで虚勢を張るとうという俺鉄弁してないアピールに近しいことをやるぐらいだったら、川の洪水をどうにかしろということで洪水調節用のダムが2019年に作られたそう。ないものねだりならぬないもの威張りは非推奨ってわけだね。肉まんこでかいね。さくらんぼ東根駅に到着。果汁王国東根と物騒なラスト2文字を抱える王国を建立している通り、なんでこの人は6秒前に変えた物騒な下ネタを忘れられるの。生産量日本一を誇るさくらんぼをはじめ柑橘類以外の果実ならかなり何でも取れる。そのネームバリューを傘に着て JR 側に猛プッシュしたおかげで、さくらんぼ東根なる新駅を山形から新庄への新幹線延伸と同時に開業させることができた。生まれて一番に新幹線駅という異世界転生の主人公のごときチヤホヤ要素を裏付けるように、さくらんぼ東根駅とかの主要駅ではコンスタントにどっさり乗ってくるからの、天童駅では2両の混雑に大手をかけるように凝った凝ったの大乗車。12時台ということも忘れるかのような下校ムードの大混雑に値を上げかけているうちに、山形駅の2つ北宇前千歳駅に到着。ホームには老若男女、いや老老男男の18キッパーらしき方々が降り立っとる。ネーミングからして青少年向けの切符ながら、そこに青春が開催する余地はまるでない。青春18切符なんてやめて、米寿88切符にでも解消したらええんとちゃうん。うちらと同じくビデオカメラを回しながら18切符で旅を続けていた初老のおじさまも、年寄りには辛いですとこぼしておられたので、共にそこはかとなくねぎらった。お互い同行の病高校にいる。そんな中さっそうと現れたのは E721 系カニタで代行バスを降りて以来久しく見てなかったボックスシート車両だ。しかも帯に桜色をまとった1000番台。1000番台は0番台と違って余裕の4両編成。万世一系クロスシートが続けばと思えれど、右側にいる赤いのが新庄で行ったことが引っかかるので、やっぱりボックスシートの端っこに遠慮がちに縮こまって仙台まで息を潜めることにします。さて仙山線は名前が語る通り仙台と山形とを結ぶ路線。結ぶっていうか仙台市と山形市の2つの自治体しか通らない。ダイソンにも迫る勢いで路線名を改修するあたりに魔境と呼ばれる東北の意地を感じる。そんな仙山線は何かにつけて東北線、大宇線とセットで敷いてくれという要望が出されてきた。しかし路線自体は意外に新しく、開業は大宇本線の線通から遅れること30年以上経った1937年。開業までの道のりがあまりに長い。お姉ちゃんの風呂くらい長い。急に引き合いに出すな。とにかく仙山線の運動の第1号は、東北本線が仙台まで伸びる2年前、1885年にまで遡る。本土を取ったのは山形県。東北本線を敷いた日本鉄道なる私鉄に、おい福島から酒田に支線を作れと言ったり、おい東北本線のルートを盛岡方面から山形秋田方面に方向転換しろとほざいたりした。要は山形に鉄道さえ来てくれれば何でもよかった、来てくれればよかったねんから、その運動がことごとく折れた後はハンターに見つかった後の逃走中のように華麗に身を翻し、大宇本線の開業に全力を注いだ。ただ大宇本線が大方開業してからも、仙台山形両地区を結ぶ鉄路が脳裏にちらついたか、天童から仙台か石巻から小牧田から船形といった具合に東北本線と大宇本線をつなげる線路を作ってほしいという案が出てきた。そりゃあ東北の巨大都市として君臨する仙台までの道のりはなるだけ短い方がええってのはそうやねんけど、仙山線だの大宇線だの天童仙台のやつだの県北の鉄路だのえっちらおっちら八方美人を繰り出そうとは、三千世界の300体験も3355でさんざめいてて大層忙しそうやな。時は流れて1910年代。これまでやや対岸の火事気味だった仙台市側もやっとこさ重い腰を上げ始める。山形が近くて遠い状況なフロイトが掲げたような無意識のうちに引っかかってきたか、仙台サイドは関山峠を越える北側を経由して仙山線を敷くことを推し始めた。しかし山形サイドの思惑とまるで合わない。山形側の主眼はあくまで山形と仙台を結ぶ。それなのに仙台とをつなぐ地点が東根ではネズミ一匹のために泰山鳴動させるだごとしというありさまだからか、二口峠を経由して一気に山形につなげてくれってのが山形側の言い分だった。ところで山形に東北本線を引き込もうと還元を浪していた頃の山形県は、よりによって関山峠のルートを推奨していたんだけど、それは山形県がお箱としている扇風機のごとくよく回る手のひらによってかき消されたので、お互い一歩も1ミリも譲らない、旗から見れば面白くてマジ面白山高原な光景だった。
余談なんやけど、面白山高原の由来は、面が白かった山だから、とかいう、何も面白くない由来。駅名自体は笑いものやねんけど、由来そのものはツンツルてんや。むしろ、〇〇が面白かったみたいな由来の方が、ある意味一番嫌な気もするけど、面白や、マンコ、おげん、今、一番嫌が、明確に上塗りされたな。お星子やりまん高原の方がよか、もはや嫌とかじゃないです、さようなら。で、その山形と仙台のにらめっこは、新庄から小牟田を盗んだ陸羽東線が開通しても、そのほとぼりは冷めるどころか、かえって鉄路コンプレックスをガス加速器のように超スピードでこじらせ始めて、大学生ムーブメントの被害に遭った子供大使のように、二者ともに身代みもせず、お互い有する気なつを金輪際なかった。とはいえそのまま争っても、ソトムと小牟田のごとき運命をたどりかねないので、疲れたから白紙に戻すわ、あとは政府に投げて、なんとかなれ。お互いが切ってきた大見えを笑顔で水に流して、それから仙台山形ともに目的は一緒なんだから、運動も足並み揃えようとした。それが功を奏したか、仙台側も二口峠経由に二つ返事で合意するようになったので、運動を繰り広げたところ、またたくまに仙山線の予算は通った。山形地域ではそのお祭りムードたるや、起点駅どうするとはしゃいだほど。その起点駅に関して国鉄の方は、山形から宇仙千歳は大宇仙を使わせろ、そんで宇仙千歳で分岐させろっていう言い分だった。でも山形側からしてみれば都合が悪いか、山形駅からそのまま東に伸びて、という案も出された。で、もっと面倒なことに、山形市北部の人は、まさか俺らを見捨てるのか、と言い出した。こいつらいつも揉めてんな。インターネットかよ。そうやって息つく暇もなく、馬栗荘厳のガトリングを四方八方に乱射しているうちに、関東大震災の浮き目にあって、東北地方に金を回す暇がなくなった。足踏み状態に陥った仙山線を見るが早いか、次男だを、完膚なきまでに踏み荒らした東北地方、この際仙山線を私鉄で敷いてしまえという計画が持ち上がってきた。というか、仙山鉄道株式会社がすでに立っていて、東根エリアの住民からの講演すら受けていた。そのやる気、会社の重役が東京に嫁って、仙山線敷かせろと言い出すほどやったねんけど、結局国鉄側が、あ、うち敷くわ、と、仙山線を確定事項にまで持っていった。これにて一件落着。と言いたいんだけど、確実に何かを忘れている。それが、山形市民の間に亀裂を走らせた、大宇本線との分岐駅をどこにするか問題。山形駅分岐派は、林産物鉱山玉石にさりと、山形東部には資源がたくさん、という意見を、宇仙千歳分岐派は、山形市の繁栄は北部のおかげだぞ、山形分岐派は、地主の陰謀だ、という意見を並べ立て、つばぜり合いのいびり合いを続け、ゴリム中の迷宮入り。ただし、市長があくまで事務的に、敷地の寄付を続けていった結果、宇仙千歳分岐を確固たるものにした。今度こそめでたしめでたし、まだ争ったってマジ。マジでございました。大宇本線と仙山線を並べて、北山形駅を作るか、仙山線を独立させて、東山形駅を作るかで揉めたみたいです。何この争い。10倍希釈したトムとジェリーでも見てる気分。どっちも勝手に成敗されてろ。北山形駅は貨物もホットなあてら沢線の駅やったねんけど、そっちは大宇線がバリクソ近いのに、駅がなくて不便。一方の東山形駅案は、中田線路をゲットできなかった南側民のやっかみ。とはいえ市として抱きできるものでもないので、やがて政治問題にまで発展した水かけ論へ。市が東山形経由に賛成すると、線路が市街地を分断するとして反対運動が起こり、そうかと思うと市議が賛成し、それに反対意見が起こり、アナーキズムの極地に達したかと言わんばかりで、線路を多くして船を海山脈に登り、滑稽なオーバーエンズ。もはや脳がただれそうなほどだるいので、全員部鉄道局に任せて、今度こそ万事解決。こうなれば、もう誰も笑うものがないに違いない。ってわけで工事を進めていた仙台側と、面白山トンネルをもってつなげて、1937年完成。東北本線の延伸、支線の延長という、株を守りで、うさぎを待つの精神に始まり、1923年から実に7年にわたって、線路誘致の論争を繰り広げた。人間の動物的本能を巧みに炙り出してきた、そんな路線こそが仙山線。ってわけや。豪雪山岳地帯ゆえ、冬場は一部列車が通過することすらある。面白山高原、奥日川にご丁寧にも止まっていった列車は、奥日川に続く宮城県西部の駅、作並に停車。向こうの看板が示す通り、立派な温泉地帯。さて、交流専門のアタッカーこと、E721 系のみが、愚直に走る仙山線やねんけど、開業したばかりの頃、山形県の山寺からここ作並までは、直流電化の方針が取られとった。だってこの区間には 5.4km もある仙山トンネルを頂点に前後に 33 パーミルもある超急勾配が立ちはだかっている。そんなひねくれた閉鎖空間というガードの万年床みたいな場所に煙を食い出す蒸気機関車をぶち込もうものなら仙山線という高尚な名前にそくわぬ革命中のコンコルド広場のごときお手軽殺戮現場へと化す。そんな理由で直流電化されたのが県境越えの区間。昭和前半までの全国各地の鉄路はこんな具合に直流電化に支えられてきた側面が大きかった。その一方、莫大な金と資源を吸い取る直流電化で日本全国の鉄路を牛耳るのには限界を覚えていた。そこで電化事情が似ているフランス国鉄の技術を吸い上げた上で仙山線の作並から北仙台で交流電化の実験を行うことにした。ちなみに仙山線が選ばれたのはフランスが 50Hz の交流電化を使ってたのと
直流区間と接続できて、展開外のトンネル回収費とかが少なく済んで、なおかつどうせろくな本数が走ってなくて、こうして実得ナイフのように多種多様な論理を持ち出しては、他路線を消去法でバッサバッサ潰していき、最後まで残ったのが仙山線ってわけや。で、やがて仙台から作並が丸ごと交流電化されることになったんだけど、ちょっと上の図を見れば想像できる通り、3区間全然違う動力を使ってるせいで車両の運用効率が悪すぎる。いないいないバーとサンデーモーニングとラキスタを同じ1番組に凝縮した時並みのちぐはぐさ。車両数だって交流4、直流4、長期5と多様性中の頭の中みたいに散らかってる。1958年の記録だから単純比較が難しいといえど、影響係数は258と褒められたものじゃない。そういうのもあってか、非電化区間をどうにかしろという声が大きくなってきたので、後々山寺から山形が直流電化されて、無事に戦線電化となった。直流とは言っても、将来交流電化もいけるような設計している。もちろん、全線交流電化も考えられたけど、初期投資2倍、作並トンネルの老朽化に加え、たとえ改修という小手先のテクでご利用したとしても、工期が2年もかかるが、点で、利益は抑えめになるけど、トンネル改修がいらず、延長運転で対応できて、将来の交流化も1年あれば済む、直流電化の形が取られたという。ここまでやっときゃ満足かと思いきや、不満足なソクラテスを追う人間の差がなのか。作並で機関車を付け替えるというのは、依然として足かせ。なおかつ、勾配線区は摩擦の強い交流の方が向いてる。そこで、白紙ダイヤ改正の1968年10月を迎える手前で、仙山線を丸ごと交流電化させることに成功した。交流直流特快引っかえ、開業してからも馬車馬のようにせわしない様は、かの欲望を描き出したヒュームが見たら、やっぱり膝を打ってはせせら笑うに違いない。さて、列車は怪しい駅を出発。車両は相応に新しいのに、毎時一本が平然とまかり通っていた。ここまでの区間と違って、ここからはめくるめく仙台30分圏内だからか、毎時3本程度が安定して確保されるゾーンに入る。それに呼応するかのように、毎駅ごとに乗客が増えるし、駅間も小学生男子のランドセルのようにギチギチに詰まり始める。それもそのはずで、仙山線が交流電化された当時の怪しから仙台の停車駅というと、陸前落合、北仙台に止まって終わり、間に5駅も挟んどる。今と比べてみると、別の意味で圧倒的や。そのうち西から中に、国に、東北福祉大前、北山、東照宮は、地元の西岸駅として作られたもの。うち、北山国見は、25パーミルの勾配の上に駅を置くという、ヘラクレスの12の難題にも数えられそうなほど、唐津な試みが行われたというけど、そこは、運輸大臣からのお墨付きももらって、1984年頃、鶴見と新駅設置をやってのけた。ついでに怪しに折り返し設備を作り上げて、仙台から怪しで増発を食らわせたのも、大体このタイミング。仙山線は90年かけて、直流電化から仙台都市圏の仲間入りまで、目まぐるしく変わってきた。尖っていながらトリックスターな、ある意味異質でたくましい路線なのだ。その仙山線とのお別れの基地代わりに、車両のトイレにうんこしようかと思ったんですが、ちょうどトイレを出た人のリュックが、トイレの開きボタンを塞いだ上、到着まで2分しかなかったため、おつましいほどの便意を体の中に秘めた上で、仙台上陸を果たすことになりそうです。そういや一ノ関と往復した時も、仙台で便意に襲われてたが、私には、仙台に降り立つたびに、うんこかしっこを漏らしそうになる呪いでもかけられているのかもしれません。じゃあ、電車降りたら、トイレにダッシュやな。前はエスカレーターでしっこ漏らしそうになったし、今回はエレベーターでうんこ漏らそうかな。考えられる限り最悪の漏らし方やめろ。仙台に到着。はるばる旅した気もするけど、根室から仙台なんて都道府県5つ経由しただけ。でも、目的地には確実に近づいとる。目的地に西日寄る旅行に、ハッブル定数なんてない。早いところ突き進む。それだけや。漏らすぞ。突き進む前にトイレ寄らせるか。出しました。そしてここらで飯くらい。旅行時、飯は食べられる時に食べた方がいい。お蕎麦のパワーをもってすれば、全開だって余裕しゃくしゃくなのだ。仙台で全開。さて、仙台をはじめとした東北の都市たちを狙い澄ましたように結ぶ路線といったら東北本線。そっちで行くのが大正義かと思いきや、長時間乗り継ぎに大量の乗り換えと、あまり心は休まらない。上野まで乗り換え5回以下、待ち60分以内に収まれば御の字や。ところが、仙台から上野方面に伸びる路線はもう一つあって、それが常磐線。こっちはだいたい2から4回の乗り換えで済む上、長時間の乗り換え待ちで気を揉むことも少ない。っていうか、今回の場合は常磐線の方が先に首都圏入りできる。そういうわけで、常磐線に乗り込むで、車両は E721系の、今回は、帯が赤い0番台。さっきまで乗った1000番台が4両単位なのに対し、こいつは2両が最小単位や。ってわけで、14時40分、仙台を出発。343.7km ある、東北本線の支線たる常磐線。その歴史と路線外境は手短に、常磐線の曙が、水戸と小山を結んだ水戸鉄道。実はこの時点で、水戸、土浦、小山のルートを取るか、水戸、下館、小山のルートを取るかで、議論はあったんやけど、路線の短さ、費用の少なさ、水運という敵がいないというのを理由に、今の下館経由の水戸線ができた。常磐線の区間で言うと茨城県中部、友部から水戸に引き継がれとるねんけど、土浦から水戸が、最初の開通区間になる可能性もあった、とだけ言っておくで。
って、その水戸鉄道の終わり、水戸駅から北に線路を伸ばそうと、福島県の有志らが動いたのがきっかけやねんけど、よく考えてみると、東北本線に比べて、勾配が緩い海岸周りのルートが開通したら、山あいを縫って走る東北本線に勝ち目がなくなるから、結局日本鉄道が敷きましたよ、っていうのが常磐線。せやから、立ち位置で言うと、東北本線の支線というよりは、東北本線の犬程度の存在。新幹線の開業に伴いローカル化された分際で、心の奥底で鞭を振る東北本線とは言わぬまでお別れ。ところで、量産をドルパコとしていた東北界隈では、往々にして鉄道反対論が巻き起こった。例えば東北本線の宮城福島の県境に位置する小相撲峠なんかは、その典型例。本当は、現、阿武隈急行のルートで通したかった線路だけど、量産反対論に押されて、あの線形になったらしい。で、岩沼も量産が稼ぎ頭だったし、東北本線を追いやった実績がある角田からも、幾分近かった。このままだと、線路がやってこない説が濃厚。90年代のドラマのキスシーンくらい濃厚。だから、岩沼界隈では鉄路反対派を黙らせつつ、量産をキープできるように。黒田官兵衛のもと巧みな采配を振るって、あえて鉄路で街を二分したとかなんとか、あえてのえてしまな、鶴の一声の強さを感じる。走行するうち、山下、坂本と列車は止まっていく。それぞれ、山、坂の麓にある地域だから、山下、坂本という地名になったらしい。で、合併前は、それぞれ山下村、坂本村なる自治体の名前を誇示していたんだけど、合併に伴って、まるで煮込まれる野菜のように、一色たのくったくたにされたので、1955年頃から、互いが互いの名前を蝕み合って、山本町なる折衷案的な町を名乗っている。意味を考えると、かなり坂本の背後霊が薄れかかってる気がするけど、それは気にしない。で、その山下坂本は、震災の被害を受けたので、開業時と比べて 1km ほど、内陸に駅が新設されて、ついでに高架化もされた。2011年の被災から、実に9年、全線復旧した常磐線は、揺るがぬ安全性に、一層の磨きをかけて、この太平洋沖に君臨した、という感じや、とするうちに、福島県に突入し、新地駅へ。ここまで来れば、原の町はあっという間。新ちんちんムードぶっ壊すのやめてね。いいムードほど、ぶっ壊しがいがあるんだから、ヴィランは旅をするべきではない。ヴィルーナは旅をするな、やぶから棒に折りキャラの話を出すな。阿武隈高地の東側をたどって、漁業も盛んな観光地、松川浦が位置する相馬市を抜ければ。浜通り地域の一端を担う原の町に到着。さっきまで乗ってきた列車の前側にいたのは、701系の4両編成だったみたいや。仙台エリアには、地味に4編成しかいないレア車両。しかしあまりにも顔なりボディラインなりが普遍的すぎる上、日曜大工どころか各年大工の道具箱に、雑にしまわれた首張りに、汚く錆びついているせいで、一等星のようなレアリティに反して、そこには一等間程度の輝きすらもない。原の町駅構内にしばし進軍してみると、相馬の間追いに関する展示が、所せしと並んでいる。駅の一角にあるコーナーの割には、情報量が渋滞している。やや目立つところを陣取ってるこいつは、南相馬市観光協会の公式キャラクター、ミマくんらしいです。2歳、かっこ人間で言う15歳の、人に変身して未来からやってきた馬という、ただでさえ混沌とした空間に、情報量の洪水が立ちはだかってきて、牛ならぬミノタウロスの餌食になるかのように、原の町なるラビリンスから抜け出せなくなりそうなので、福島県を一気に南下する、次なる常磐線に乗り移ることにしましょうね。ここ以南の常磐線は、2時間来ないとかさらなので、次、常磐線の水戸行き、基本的にこいつを捕まえられたらでかい、茨城県まで行ってくれるロングラン運用。原の町と水戸を直通する列車は、去年度までは上り4本下り1本と、乗車難度は高めやったねんけど、今年のダイヤ改正で5往復にまで増えとるから、だいぶ捕まえやすくなっとる。とはいえ手放しで喜べる点ばかりじゃない。それは進めばわかるので、後々語ります。で、その長い旅路にお供してくれる車両は E531 系。交流電車から高直流電車にバトンが渡ったってことは、って考えたいけど、直流電覚間はまだずっと先。ここを管轄する水戸支社としては、常磐線でしか使わない東北車両を持ってても手に余るからか、茨城の JR 電覚間を牛耳っていると言っても過言ではない、E531 系に花を持たせてやってる。それどころか、これまで乗り継いできた E721 系とかは、もう原の町以南を物理的にも締め出されとる。というのも、東北エリアのホームは、基本的に客車時代のものを使い倒しているので、主役が電車に移ってもなお、電車側に段差を作ったり、電商化を図ったりして、ホームとの段差を縮めた。ところが、原の町以南の震災復興区間に導入されたのは、首都圏で爆走の限りを尽くしてきた E531 系。そいつと、そいつが走る線区からしてみる、客車ってなんだよアステカ文明の産物かよ、と言わんばかりで、ホーム段差も車内段差も少なめ。普通列車が E531 系に統一された岩手以北でも、ホームと列車の段差を作るメリットは正直ない。仮にメリットがあったとしても、段差フェチと大体首都圏フェチが喜ぶくらいしか思いつかん。そういうわけで、いわきからいわき大田では軒並み、ホームの高さを 1100mm に上げてきたみたいや。首都圏からのニューカマーなる出る杭を見たら、負けじとホームのかさ上げで応えるいわき以北。その力はさ、なんとでも牛乳と合わせてくる、学校給食のようなパワフルさかつ不安定さ。しかし、安定した規律のもと、公共交通機関が動いているのも確か。
列車は帝国通り竜田駅を出発。緯度で言ったら東北本線の須賀川よりわずかに南くらい。で、この竜田駅は楢葉町なる自治体に属している。分厚いた名前のように見えるねんけど、実はかなり前から文献に記録がある地名。どのくらい前かというと、律令の細かいことを記しまくった演技式に記載があるほど。で、その演技式が発行されたのが10世紀やから、歴史の濃さで言ったら申し分ない。その後、楢葉太郎高助なる強化版のレベル1みたいな名前した人が領主になったので、1956年に木戸村、竜田村が合併した時、楢葉なるネーミングが取られたという。千年来の威厳を称えて町名にする、その気迫たるやマウントラシュモアのごとく。一方の私は長旅で元気の気迫になってきて、その面持ち、ブラムストーカーが描いたトランシルバニアのごとく、長時間乗車の疲弊と幽閉に反落すべく、いわきでちょっくら列車の外へ。そういえば、水戸、原野町を結ぶロングラン運用の問題点なんだけど、いわきで長時間停車する便が複数個あるっていうのがあるかな。今回は10分停車なんだけど、そんなの全然へのかっぱ。ものによっては30から40分停車もあるので、その時はおとなしく外で体でもほぐした方がいい。18切符旅は一連卓勝、目的地に着くか、ケツが焼けるまで立たないってんなら、それはご自由にって感じやねんけど。1時間半乗ってきて、随分都市を食った老骨に鞭を打ち、追加で1時間半、水戸までネパルで、スパもリゾートもみじんも感じない土砂降りの、かつて大来駅を名乗っとった、いわき駅を出発や。このいわきは明治時代、炭鉱で栄えてきたのもあって、レールが敷かれたの自体は常磐線より、10年早いんだよ、老けて見られる夏ネタ発言やめたら。いわき炭鉱なるものができた当時は、大来駅の 15km 南、小名浜港のあたりまで石炭を運ぶ使命があった。小名浜港、そのくだり1年前にやっただろ。で、そこまでの輸送は、もっぱら馬に任せていたねんけど、いくら馬力が仕事の単位言うたって、馬にも限界はある。そこで、1887年に軽便軌道を敷いたのが、いわきのレールの揚げ物。常磐線が開通してからも依然として、いわきの鉄道は止めとなく発展し、常磐線が平まで伸びてきた15年後には、石炭輸送をしてきた鉄道馬車が旅客輸送を始めた。今出発している泉駅でも、馬車の旅客輸送は行われた。何せ100年前のことだから、今は、小名浜港なんて夢の跡。と思いきや、泉から小名浜港まで、今でも福島臨海鉄道なる貨物専業鉄道が走ってるそうな。小名浜港の繁栄をみすみす手放すものかという、いわきエリアの確固たる維持が伺える。そういう余韻に浸りたかったんすけど、日立以南では混雑が急加速するので。下級的速やかな下車をかつたで見せて、ここらでぴょこっとお乗り換え。ここまでありついた首都圏民からしてみれば、見知った土地を闊歩するかのよう。乗り継ぐ列車に表示される行き先は、見知ったどころか安心感すら覚える上の。もちろん終点まで乗り続けます。車両は真っ青なお仲間たちが群れる中、睡眠のごとく赤い体を見せつけるこいつ。これも E531系なんやけど、昭和時代の常磐線をかけた401系モチーフの塗装になっとる。ノスタルジーと美しさはまさに高一点って単語を思い起こさせるな。茜ちゃんみたいに、お前の赤色そんなくすんでんの、うちと JR にさらっと喧嘩を売るな。特急新幹線に乗れないのが18切符の大原則なんやけど、普通列車グリーン車には18切符でも乗れる。ここまでの旅路で散々飢えてきた18キッパーからしてみれば、特急クラスの座席なんて、それこそボーダの涙を流すこと間違いなしなんだけど、樽を知らざる者は神戸を垂れず、むしろサービスの質が低いと文句を垂れるとか。ちなみに JRE ポイントで乗るのがお得です。一律600ポイントで乗れるけど、400ポイントで乗れる時もある。そういうテクも駆使した上で、満足いくように旅を続けよう。勝田出発、友部で水戸線とお別れし、この石岡で特急列車の通過待ち。明治時代には貨物を使って米が運び出されることが多かったという駅や、そのお米、そのお米と結びつくのがお酒。石岡は関東の名だとも称されるほど醸造業が盛ん。江戸時代前半から続く由緒あるその酒造業は、明治時代にもなると茨城県全体では上位陣に。明治末期に行われた茨城県の酒造店人気投票でも2トップをかっさらったほど、ローカルも甚だしいランキングで、どの口が関東の名だなのと言うとるのか知らんけど、新商工大をしていくプライドはそれとなく感じられる気もする。そしてやっと高直流電車を入れた意味が出てきたか。このフィッシュシロから取り出で、交流から直流へ電化方式が変わる。電気が流れないデッドセクションの部分を通るんだけど、 E531 系の手腕を舐めてもらっちゃ困るぜと言うべきか。空調が止まる以上のことは起こらない。他の鉄道車両たちがハイドンの驚愕のようにド派手に電気が消えたりするのに対して、 E531 系くんは21世紀の車両らしく、涼しい顔してすごいことをやってのける。チーバくんの尾行を貫いて、こちら日暮里、快速通過という明けつけな態度を取る京浜東北線に、成田空港からの逆取り合戦で JR に喧嘩のバーゲンセールをかます形勢。総発走車をギリギリまでやっても混雑とナンバーワンを誇る、万事休して休してる日暮里舎人ライナーと、なくて七癖あって48癖の路線どもが退去する、下町の線以外が効いて戦慄するような場所。そして言わずもがな、山手線との乗り換え駅にもなっとるねんけど、この日暮里駅、常磐線のおかげでできたっていう側面の方がでかい。というのも、常磐線の貨物はその昔、上野を出たら、田端でスイッチバックして、北千住、砦方面へと向かっとった。
でも、早々とした雰囲気の東京で、のんべんだらりとスイッチバックなどやってる暇はない。だから、上野と北千住方面を直で繋げるべく、日暮里で折れる急カーブの線路を作った。と同時に、荒川区東部の区民が、猛烈に運動を起こし、日暮里駅が作り出されたという。そうしてあつらえられた駅も、何せ猫の額みたいな狭い町だったせいで、急激な発展は見せなかったけど、ライバルの形成から、あんた都心なる、軽言葉が繰り出されるくらいには、発展した町へと変貌を遂げている。でも隣駅の上野だったら、長旅チャレンジャーは上野で降りるよな。ってわけで上野です。すすめの涙ほどの睡眠時間とやつしてきた身をもって、北海道を張って東日本でのたうってきた、ここまでの予定を考えると、半ば地元とも言えるここ上野から、さっさと自宅に戻って一泊するのが吉なんだろうけど、帰れません。これは地獄旅だから。だから私の代わりに、白い恋人くんには留守番してもらおう。開業の位置、そこで会ってますか？あと、何か抑えきれない衝動を感じたから、ノリで改札外に出た。それでもなおなんか、もったいなさが目の前を横切っている。無色透明無味無臭の高揚感だか奇想本能が、超量抱っこしつつ、心の内容から扉を叩いてくる。もう腹を決めなきゃ。本日ラストは普通、沼津行き。静岡県の駿河湾のあたりまでを駆け抜けるで、かつたで勝ったグリーン券を引きつついて、と思ったけど、グリーン車を乗り継げるのって、改札を出ずに同一方向やったよな。1000円でわだかまりが消えて、なおかつ、沼津まで快適性が確保されるなら、こんなにも安い高枕は、後にも先にも出るものか、ってことで購入。車両は見慣れた E231系、紹介と称したザレ元を、夫のように繰り返すのも気が引けるので、さっさと乗り込もう。北の玄関口に対する無言とでも言わんばかりに、ひたむきに南へ。22時19分、上野駅を出発。この上野も50年前、ディスカバージャパンなるキャンペーンに乗じて、日本を一周回ってワンと泣くぼっちを増やすべく、精力的な取り組みを行った。年末年始の帰省用指定席を売り出してみたら、スキー客も就活グループもこぞって購入したほど、川端康成に許可を取って付けられた副題、美しい日本と私に違いはなく、旅地へと誘う起爆剤としては十分だったように見える。帰省用指定席については、16人徹夜組がいたっていうのを見るに、果たして帰省用として機能していたかはともかく、東京からは、よりも名高き東海道線。ここは新橋のあたりやろか。回想を歌う弾丸列車の行軍の横で、実に151年半の歴史を有する東海道線も、負けじと胸を張って精神や。ところで、東海道線発祥の区間は新橋から横浜なんやけど、なして、この区間になったのか。っていうと、理由は5つある。一気につらつら述べると、地形が平坦なので安く仕切る距離が鉄道にとってちょうどいい。将来横浜伊勢に延伸を考えた時に、大都市の多い西側を占拠できる。巨大線が入る横浜と入らない東京を結ぶことで、東京の繁盛が見込める。そもそも交通量が多いので、建設費くらいすぐ回収できる、の5つやった。ここまでの熱弁が繰り広げられていてもなお、政府側は二の足を踏んでいたけど、その時ちょうど外務省が外国人とお話しする機会を与えられていた。で、ひとしきり話し込んだ後、おいおい東京から大阪か東京から陸エリアに鉄道式ような物資が行き渡って価格変動も防げるし開拓にも使えるし何かあったら兵をハイスピードで出動させることができるし、でもめちゃくちゃ費用かかるから、地鉄終わってたらエンジン加速の音もするぜ、船に甘いってたら西月湖の東京横浜の文面に横浜をぶっ込むのは分かってるよな。しのぶの言わずにしけっていう、外務省の意見を皮切りに、1869年からプロジェクトが加速し始めた。明治に入る前は、いや今じゃないんだよな、という雰囲気だったのが、たった2年でこうも変わろうとは、気を吐いた絶対の威力の、なんと恐ろしいこと。グリーン車は揺れないので、お絵かきには最適なのだ。だいぶ進んで藤沢、小田急江ノ島線なの江ノ電なのと、他の路線が江ノ江ノとこうるさい中、東海道線だけは江の地ものの地もなく、ひたすらに宿場町を通っていくタフなやつ。東海道線はこんなノリで、宿場をチクチク結んでいくのが主眼やったねんけど、まだ鉄道も早々期やったねんから、反対意見をぶつける地元住民も多かった。太平の眠りを覚ますゲラゲラみたいな騒ぎ方しとったやつらに、深くも危険な海外情勢がわかるわけないやろ。藤沢も反対派の一つで、当時の駅は、宿場と二つの山に隔てられた桃畑の中にまで追いやられた。波乗りの聖地だのなんだの言われてる湘南も、さすがに近代文明の時流には乗れなかったか、手がけた。っていうか、22日の上のほど、キリのいい瞬間も、まれやねんから、この隙にとっとと止まったらよかったのに。プッチュー！なんで？脈絡のないキスって、こんな怖いんやな。あとなんやろ、長旅っていうのもあるけど、展開考えるのだるくなってません？お姉ちゃんの吐息おいしいね。脈絡ボロボロだと、こんな怖いんやな。グリーン車には、そして誰もいなくなった。高津で御殿場線とお別れ。元、東海道線だったけど、急峻な山々を縫う区間が続いたので、熱海経由の路線ができると、美しく転げ落ちていった。っていうストーリーはあまりによく知られていて、鉄道話の半ば一律語る地位を得ているので、ここでは省略。毎時5本も10本も飛び交う15両の東海道線から、南極大陸の風のように冷たい視線を送られる御殿場線も、さすがに接続待ちをしてやるほどの観音菩薩じみた思考は携えているからか。御殿場線の最終、山北駅との接続を取って、東海道線は、そそくさと西へ。
そういや、グリーン車は熱海までしか関われへんかったけど、グリーンアテンダントさんに言えば、沼津まで延長してもらえたはず。小田原でちょっと頼みに行くで緊急事態です。グリーン車の中にマジで誰もいません。高枕だと思っとったものは、簡単の枕だったんか。熱海で黙って、普通車に移れね。なんか負けた気になるな。じゃあ延々とグリーン車に乗って、上野で交わしたはずの罪を背負って、ドストエフスキーにでも嘲笑われてしまえばいい。プライドで飯を食いつなごうなんて、よっぽど急してないんだね。熱海に着いたので、黙って普通車に乗り込みました。温泉行くなら熱海。アナルで行くのは穴に、うちが萎縮してるのをいいことに、突き立って騒ぐのやめろ。ポポポポ出てくる湧き水に、泉の下がる断層と、工事を難関からしめた旦那トンネルを抜けて、神奈美、三島と守備よく止まっていくと。次は、終点の沼津に到着。さっきまで乗ってきた列車は市民に、東海道線熱海から沼津の終点らしい。JR 東海のお膝元で、JR 東日本が10両のシックを引き明かして終わりとは、こはいかに。今日は、もうこれ以上進めなさそうなので、例によって、寝カフェ泊しましょうね。ちなみに18切符は、0時を過ぎて最初に止まった駅まで有効なんだけど、どうせ立て続けに使うから、4日目のスタンプも押してもらっちゃった。眠い。大丈夫。寝れば回復するから、4時間後の列車を待って、軽くおねんねしましょい。おやすみなさい。なんで二人ともゲルニカみたいになってんの？まあしばらくは私が付き合ってやります。4日目最初は静岡駅。こいつは身内一系ですね。挙手が危ぶまれている車両。トイレがないオンボロ車両ということで、淘汰されてるんだと思いますが、ことの始まりの予定を察する限り、彼女らが、今一番欲しいのはベッドなのでは？後ろに繋がってた313系付きのトイレに乗って、沼津を出発。睡眠を確保するに越したことはないので寝ます。映した記憶のない富士山が、動画素材として紛れ込んでました。寝ろよ。姉妹のグラフィックも多少改善されたとはいえ、まだ依然として終わってますね。むしろ中途半端な寝方をしたせいか、若干むくつけ気行走になってる気すらします。仕方がないので、もう少しだけ付き合ってやるか。次は普通浜松行き。今度こそ寝ろ。のんきに茶畑とか撮ってたら許さんぞ。刺繍ポケットに一生取れないぬるぬるのわかめ入れるからだ。天竜川を渡って浜松市に差し掛かるあたりでちゃんと起きました。竜のように水の流れが速いみたいな由来を掲げてるくせして、いつもは流淡旅も甚だしい水量の天竜川ですが、この時ばかりはその中二ネームにたかわず、しっかり雲上竜変の顔つきしてます。一切の手加減もない雨によって作り出された惨憺たる車窓を見るに、なんかとてつもなく嫌な予感がするんですが、それは姉妹が落とし前をつけることです。私は遠巻きに見てればよい。気楽です。重税に苦しむ第三身分の岩に乗っかった貴族のような面持ちでいればよろしい。もう二人も起きたし、浜松にも着くから、私はここらでおいとましますわ。ロビンソン・クルーソーのような面持ちで迎えた4日目。睡眠の延長線と対峙してたら、浜松に着いてました。次は普通、豊橋行き。車両はなんと、特急仕様の373系。普通列車に特急用車両をぶち込もうなど、どこの貴族のたしなみだよと見まがうけど、こいつのコンセプトは高い標準性。特急用のみならず、普通の中距離電車としても使えるように、っていうのが根っこの思想。その意気込みはよし。普通電車との並結さえも念頭に置いた設計になってる。実績はほぼないけど。で、21世紀手前の車両だからか、曲がりなりにもエコとかは考えられている。全体的に随分落ち着いた色合いの車内になっているのは、汚れが目立たないロングライフを目指した産物。その中でも、地域っぽさの導入に抜かりはない。何せこいつのデビューは、身延線の特急、藤川。だから座席カラーは、ワインレッドになっている。なんでワインレッドかって、山梨県のブドウイメージだからですが、きらびやかな特急車両のはずなのに、静岡県民に対する走る棒と組み立てたような錯覚を覚えるけど、いくら6両だからといって、朝ラッシュにこいつはやや向いてないので、車両がどうこう以前に、運用自体が走る棒と説はあります。デッキにまで乗客が溢れかえるその様は、遣唐使が戦いを強いられているコロッセオのよう、ある意味貴族のたしなみだ。寝るか、特急車両の皮をかぶった白物の車内ではしゃぐかという、水星虫のうちに静岡県を終えて、豊橋へ。ここからは新快速の区間やったっけ？そう、予定ではこのまま、福岡県は小倉のあたりまで、サクサク乗り継ぎ予定。途中、お昼あたりに飯を食える時間も用意している。惑星直列のごとき、華麗な旅行プランに、刮目せよ。ってことでね、いざ乗車。沿線火災でダイヤ乱れ？わあ、よっしゃー！落ち着け、葵。うわ、いきなり落ち着くな。はい、乗り継ぎ予定だった特別快速が、身代わりもしないので、とりあえず先に出発するという、快速名古屋行きの列車に乗ってます。単行機動車1両のローカル線のような遅さの中、随時更新される公式ホームページで、列車の運行情報を見ると、後ろから、特別快速の大垣行きがにちり寄ってきているそうなので、遅れを巻き返すという一縷の望みにかけて、途中の安城駅で、26分遅れの快速を乗り捨て、直近50年くらいで、イチジクの生産が始まったというこの地で、計画をあだばなにするわけにはいかない。こうなったら、もう藁にも喜んですがりたい。なお、この特快、大垣行きも8分遅れ。でも進むにはこいつしかない。8時45分、おもむろに安城を出発。
名古屋、岐阜を飛び出して穂積駅を出発。この辺りは阿住といって変わった堤防に挟まれた低地。せやから鉄道を通すのにも一筋縄じゃあいかへんかった。だって瓶から霧まで河川が縦断して、それゆえ堤防も林立する。そうなると意味なく列車が上り下りするので、いたずらにエネルギーを浪費する羽目に。そういうわけで20世紀に入ったあたりで周りの水田から土をせしめてきて、厚底ブーツを履かせるように東海道線に盛り土を行い、アップタウンを減らしたという。その血が滴るような努力を糧にして遅れているこの列車の速達性にヤタを履かせられたらよかったねんけど、8分だった遅延が愛知県の尾張一宮を出る頃には15分にまで拡大しとったねんから、名実ともに終わり。穂積の時点でどうかなんて言うまでもない。惑星直列の乗り継ぎがどうこうなんて乱れた太陽系には通用しない。これも18切符旅ならではとして受け入れる度胸も必要や。とりあえず第一遅延区間を抜け出すことには成功。大混乱の中、運転手さんもお疲れ様でした。ってわけで大垣に到着。良質な地下水が出ることから水田とも呼ばれる場所。せっかく水田と名高い場所にいておきながら、名教水のかけらもない邪念まみれの心で次の普通前原行きをやきもきしながら待ってます。なお、この後名古屋方面から来る列車をもう一本待ってから発車するとのことなので、巻き返しを狙おうだなんて絶望的っす。べっとりジャムを塗ったパンを地面に落とした時のような絶望が腕を組んでるっす。でもそのくらいのマーフィーは甘んじて受け入れよう。10時16分、大垣を出発。大垣から一駅目、だるい駅を出発。100年近く前に満州事変の兵士を乗せた列車がこの東海道線を通った時、県境に立ちはだかる関ヶ原越えに当たって補助機関車をつないだり水を補給したりで、なんだかんだこのたるい駅で1時間くらい止まったという。その時列車が列車なだけあって、兵士さんたちの親族が別れの挨拶をしに来たり、地元住民は茶を出したり演奏を始めたりと、一地方駅とは思えない賑わいを見せたという。しかしそのノリで突入した1億玉砕からの1億総産でも今は過去。現在前原方面の特急とか貨物は勾配が緩い別線を通ってわざわざたるい駅を回り込んで避けるという。たるいが背負ってきたはずの夢は一睡の夢に終わったのかしら。そして前原に着いたので爆速で乗り換え、一睡もできないやつぎばやっぷり。ここから JR 西日本の新快速姫路行き、京阪神をぶった切るのだ。遅延はなんだかんだドミノ倒しのように連鎖していて、この新快速もやっぱり5分遅れてます。願わくは今日中に福岡県には上陸したいんだけど、果たしてできるかどうか、よどんだクオリアを払拭できるかどうか。10時52分、前原を出発。で、京阪神を東西に貫く新快速。誕生背景には私鉄との競争があった。というのも高度経済成長を迎えて都会に化石先を求める金の卵がどこどこ上陸した1960年代、略して金玉レベル1の下ネタやめろ。とにかく当時1300万人はいたという京阪神で、第2次第3次産業の人口が巨大化し、さらには遠距離通勤も主流になってきていた。関西人の逆鱗に触れておくなら、東京の2番線地みたいな通勤地獄が始まっていた。だから名だたる関西私鉄の面々はいち早く京阪神圏に早くて快適な特急を投げ入れたり、ハイスペック車両を入れたり、ターミナル整備に都心部乗り入れと、テコ入れをとうとうと済ませていって、シェアを根こそぎ奪っていった。一方の国鉄たるや、テコでも動かぬ蚊帳の外、大手私鉄の群雄割拠を遠巻きに見てるだけで、欲望の解放のさせ方が下手やった。真綿で首を絞められているかのような仕上げ落の中、初期装備で孤軍奮闘してええんか、と危機意識が芽生えて、1970年10月、京都から西明石に113系の新快速をぶっ込んだ。頂点かは知る由もないねんけど、これが原点なのは間違いない。しかしその程度じゃ開いた差は塞がらないので、開いた口が塞がらない。せやから、新幹線が岡山まで延伸された約1年半後、負けじと、総発、等間隔化、サービスアップを狙った。そんな中、1号3系なる急行列車が、新幹線の延伸で、山陽線での仕事を失って、宙ぶらりになっとった。110キロ運転ができて、クロスシートもついとるし、空気バネもついとる。これや、と思い立って、チンチンはついてないの、勝手にピクシブを始めるな。新快速の差に1号3系をぶっ込んで、追いやられた113系は快速に回ってもろた。山陽線の中古を引っ張ってくるあたり、すでに引け目しか感じられないんやけど、2番線時の2番線時なんて、そこまで行ったら御の字なのかもしれへん。と言ってるうちに、大津を出発。言わずもがな、滋賀県の県庁所在地。三重の津に比べれば、大津は大きい港ですよ。なんて言って、うやうやしく三重で生きとる。その大津を出てしばらくすると、有無を言わせずくぐる羽目になるのが、新大阪山トンネル。じゃっかり、100年前から今まで使われてきとる、貫禄に満ち満ちたトンネルやねんけど、芯がつかない大阪山トンネルの方も、なかなかに大事。何せ、旧大阪山トンネルは、日本人が作った最初の鉄道トンネル。ドラえもんの手を借りるのび太のように、外国人に懇願の千本ノックをかましていた当時からしてみれば、相当の大躍進、ではあるんだけど、黎明期なだけあって、急勾配が立ちはだかる、稚拙なトンネルだったので、幾々年くらいにできた新大阪山トンネルができると、普通にお払い箱になりました。
激務の甚だしくなってきた東海道線としても明治初期の年貢遊びには付き合ってられんのだよ。とするうちに京都府の山科、旧大阪山トンネルが通っていた頃はここより 3km ほど南側に駅があった。そのままのノリで最近はブブ漬けとオブラートの生産が下火だという京都駅を出る。かつては七条駅なんて呼ばれ方をされたというこの駅だって135メートル北にあったという。ガラス間口でタクシーが群れをなしているあたりが昔の京都駅の位置だったとか、かつて豊臣秀吉が洛中と洛外を分けたという位置に立つこの京都駅が、洛中洛外の分け隔ても交通モードの別もなく四方八方に交通機関が入り乱れる地になろうとはいささか感慨深いものがある。どこに飛び立つか外見で大体わかる結果両欄の西日本車両を一別し、新快速はこのまま大阪方面に突き進むで、なんか今日の保健都さん随分累線が緩いな、全米の累線くらい緩いな。さすがにうちもとで終わる4文字の誇りは持っとるから、ビルドこれはうちが悪いな。あ、否定はしないんですね。新快速の設定当初は通過を決め込まれていたという高槻を出発とはいえ、快速列車自体の停車は相当早い段階から行われとった。どのくらい早いかというと147年前から。というのも1877年2月に大阪から京都の線路が出来上がったんだけど、その翌月のタイヤ改正で京都と大阪の途中駅が高槻しかない列車が誕生した。当時は4往復のみといえどインドに降り立ったコロンブスのように沸き立った。でもその快速便でさえも京都から大阪を走破するのに85分かかっていた。移動時間だの特種だの RTA だのと寸刻を争って越にいる現代の競争社会からしてみれば、京都から大阪に今の3倍の時間をかけようなんさ、ダイヤルアップ接続を見てる気分にでもなるけど、快速運用の天地開闢とでも捉えておいて神格化した方がいいのかしら。快速列車のマンダラ模様を考えてるうちに新大阪駅を出発。リボルバーのように矢継ぎ早に単眼列車が打ち出されるこの新大阪も、大雨が降ったら即浸水するような関西もいいとこの田園地帯だったという。基礎地が全て山の中なら淀川は全て水の中、あまりに過疎をくすぶらせとったもんやから、大正時代にこの区域を合併するとき、ここも大阪市にすんのマジで言ってると視察に来た内務省のお偉いさんがこぼして、淀川付近に根付く方がの上でタップダンスするかのように合併に対して二の足を踏むほどやった。嘲笑を浴びせられたこの淀川近傍が今や大阪の玄関口になろうとは、 B 級ドラマとの C 級番組の生態シーンにも迫る勢いの痛快な逆転劇といったところや、しかるに所詮は新米身分。このまま上淀川橋梁を渡って大阪駅へ。ちなみにこの上淀川橋梁、上り線に関しては由緒ある橋で、ちょうど20世紀に入るタイミングで作られ使われ始めたものが今も現役だという。この橋はアメリカの技術を寄せ集めて作られたもの。イギリスの鉄道技術なる熱に浮かされていた明治時代の日本にしては珍しかった。日本初の鉄道に関わったモレルだってイギリス人じゃんね。でも鉄道の旨味を知った後は雲のタケノコのように鉄道建設が進んだし、何より東海道線だって伏線化せねならんかった。となると橋の製造スピードが追いつかんし、機関車も巨大化したせいでイギリスのトラス橋でこと足りる気がしない。布団が吹っ飛んだのノリで Go to the Forshire とか言ってるからだぞとでもイギリスに吐き捨てるかのように、イギリスを見限りアメリカに頼み込んでクーパー型なる新しいトラス橋を作ってもらった。クーパー型の橋はあちこちで採用されてきたけど、120年という時を経て姿をくらました橋も多い中、世話しない大阪の一等地でしゃかりき頑張っている様は、移ろう鉄道風景に明治の息吹を残すようでなかなかおセンチなところを感じさせるで、名打ての正式名称をかなぐり捨てて琵琶湖線だの京都線だのといった愛称で天元突破を図ってきた JR 西日本の東海道線、その意固地っぷりは大阪を出ても変わらず、むしろ神戸線へと千変万化を果たす。なお東海道線が大阪にちなんだ名前を名乗ることはないご様子。高槻から大阪の部分だけ大阪たこ焼きラインにでも変えたら面白がって乗る人とかいるんじゃないかし、それはマジでダメ。そういうつまらない悪ノリな秩序ある世界を崩すアウトサイダーはインターネットでおねんねしてろ。叱るの地に道頓堀で足が絡まって溺れるお姉ちゃんの好きな大阪で地雷を踏むとは思わなかったな。あと最後の道頓堀こそ悪ノリの筆頭だろ。大阪の次の停車駅は尼崎。東海道線はこんな具合に京都から大阪を通って尼崎というルートが当たり前のように確立しているけど、計画段階では京都、尼崎、大阪の中に通る可能性が往々にしてあった。っていうのも大阪から神戸を関西圏の鉄道の第1号として敷いたら大阪から京都をつなげたいという思いになるのも当然だから、大阪からストレートに伸ばすか、それとも大阪から神戸の途中駅尼崎で分岐させるかっていう二者択一を迫られていた。一見すると尼崎分岐の方が出費がかさみそうだけど、大阪直接ルートは橋とかの出費がかさんだので、むしろ尼崎分岐の方が少し安上がりだったそう。ただ国家プロジェクトとして考えてみると正直誤差。でも距離は大阪直接ルートの方が確実に 3km ほど短い。金はいくらでも工面できるけど、距離をぐいと工面することはトスカネリでも無理な話。そういうわけやねんから大阪からそのまま突っ走る今のルートが取られた。しかし尼崎分岐ルートを取っていたらと思うとだいぶスッとするもんや。
京都から西に列車を走らせようとすると大阪を捨てるか神戸を捨てるかトロッコ問題を地でいくようなスフィンクスも真っ青な難題の完成や平成天皇の息子アボ神王なる気の抜ける実らの王子が眠る足屋に岡山の州と外国人が銃撃戦をかました神戸事件なるあまり嬉しくない聖地の三宮と泊まっていって次は神戸ここで 589.5km の長大路線こと東海道線は終わり神戸からは山陽本線に入るけどそんなの地元民からしてみりゃ知ったこっちゃないしそもそも神戸始発の列車が片手で数えられるほどしかなくてまだるっこしいからか神戸伊東も少なくとも兵庫県を出るまでは変わらず JR 神戸線を貫き続けるそんなんだから神戸県みたいな間違え方されるんだぞというたわごとはぶっと胸の奥にしまい込んでおいてここからは山陽鉄道なる私鉄が汗水垂らして C 宅間に入る山陽鉄道というだけあって今の山陽本線の 99% くらいを占めている強キャラなんだけどそもそもの目標区間は神戸から姫路の 50km ポッチで兵庫県中南部に車分を与える程度だった姫路より西はそのうち延伸すればいいかなっていうのが設立当時の1886年の雰囲気その神戸から姫路を志向とした動機だってそのエリアは山陰道との連絡もあって交通が栄えてるのに不便周りが日進月歩の勢いを見せているのに姫路が人力車頼りでは置いていかれる兵庫駅にのんびり止まっているあの快速列車のように置いていかれるせやから政府ちゃん鉄道敷設手伝って何かあったら金払えば自由に使わせてやるからくらいのノリで敷設免許を得ようとしたただやってきた返事は甘い考えて甘い汁吸おうとするなみたいな内容だっただって後々下関まで線路を伸ばすことを考えると一民間企業に一部を任せていいとは思えないおまけに神戸から姫路がドル箱なんてのは花から自明乗りそういう区間を私鉄が根こそぎ奪ったら国鉄は険しくて儲からない骨折りそんな場所ばかりすくはめになる油の乗った部分を私鉄が食い荒らして国鉄は小骨の隙間にちまちま箸を入れるしかなくなるっていう構図は許せなかったのだちなみに急峻で需要も微妙な小骨の隙間みたいな区間に免許を申し込むと漏れなくお前に敷けるわけないだろかすと返ってくるのが定石でした免許の自由度は高いかと思いきや強火でも弱火でも跳ね返されるからかなり型が決められている道徳の教科書かよおまけに工事作業員は政府に委託ってのも政府が猫の手も借りたいほど忙しいので無理そういうのもあって一昨日来やがれといった具合やったそんな逆風が吹き込んできても山陽鉄道はめげずに敷設を凍ったで下関への延伸を前提にしますね終始わかんねえけどと言い出したここまで考えが甘いと永久し全部主場にでもなっとるんちゃうかって手たらくやねんけどまあさすがに測量はした方がええねんけどこのままだと株主が割を食いそうやからある程度は制度整えときってことで鼻であしらうようなことはなくむしろおんぶに抱っこのアドバイス私鉄鉄道条例が施行された直後に再三嘆願した暁にはついに免許を得てきたこれが1888年のことちょっと甘すぎではと思うかもしれないけど当時は朝鮮をめぐって日本と中国が犬猿の中の深淵あたりで睨み合っていたのでエメンタールチーズのようにスッカスカの計画だろうがなんだろうが中国朝鮮に近い下関までの線路が伸びるならそれこそ万々歳という様相は呈していたし広島から下関の線路を軍事上変えるかもしれないから敷設前に行ってねっていう項目もあったとにかく軍事国防的に西方面に線路を伸ばしたいと国が考えていた中のこのこやってきた山陽鉄道なんてのは政府からしてみればうつぼかずらに甘い汁を求めた虫が入ってきたかのようそれならとことん消化してやろうといった具合に割といいように使われたっていう気がするで各地ですし類々の鉄道案がひしめく中意外とウィンウィンの関係に収まっているのはすごいのかもそんな山陽鉄道は開通してからもナポレオンのような知略と活躍を見せ1906年の国有化まで何かと他の追随を許さなかったというけど詳細はまた追って話そうとするうちに世界で2番目に長い吊り橋明石海峡大橋が見えてきた2022年あたりまでは1位だったんだけどその差はトルコに明け渡したらしいかつて淡路と称された淡路島とを結ぶこの明石海峡大橋2位になっても変わらず喫立しているその姿には一切の立ち止みを感じない2位になっても私は私だという堂々とした態度には頭が上がらないでも2位は所詮1位未満という固定観念は変わらないんですね相対主義ほど自分の価値を貶めるものもあるまいその橋の足元に佇む舞子駅を通過北側の駅前には明石海峡大橋のついでに建てられたビルがアンバランスなでかさでそびえ立っとるしかるの地に日本標準時を示す東経135度の線を通ってお隣を走る山陽電気鉄道に年次を切り続けたら明石に到着山陽鉄道の最初1888年に敷いた区間は兵庫駅からこの明石行きまで明石城跡に佇む矢倉だって新快速のホームから覗き見ることができるでなので事実上明石観光は完遂したも同然やなおあの矢倉は伏見町から移築されたものだとか駅のホームからひょいと顔を覗かせておきながら出身地が軽く数十キロは離れた地だとは水族館で寿司に舌鼓を打つかのような並立させるべきじゃない自己矛盾が存在しているで明石観光を完遂とか言ってたっけ
そういう感性持ってると旅行のコストを何もかもそぎ落とせてタイパはいいかもね。羨ましいな。すんません、やっぱり今の発言取り消しで。西明石から加古川にかけては池が高頻度で川を出してくる。それもそのはずで、この一帯には特段でかい川がなくて、水を持ってくるのにひどく難儀していた。強いて言うなら加古川やねんけど、お目当ての地から西に 5km 以上離れていて、水を持ってくるのは現実的とちゃう。ならばと河川は諦めて、おとなしく池を作り上げたという。しっかし切り抜け方がうまい。怒りの海外クレカと決別した DL サイトくらいうまい。そうやって2時間半直角に曲げっぱなしの膝を打っているうちに、姫路に到着。山陽鉄道が最初に計画していた終着駅にして、会社設立後2番目に敷いた区間。並々羨望の眼差しを注がれている新快速も、さすがに2時間半乗り続けているとしんどさを感じる。なので姫路駅ホーム上の駅そばでしばし心の洗濯と行くて。もちもち麺と西日本特有のあっさりだしは、旅に姫路色のタンポポを一輪添えるかのよう。ごちそうさまでした。いただいたクーポン券を握りしめて改札内へ繰り出すことに。シャパの空気でも吸うかのように駅構内を抜け出すと、そこにはでっかい姫路城、鎌倉幕府滅亡の寸前あたりに歴史が始まり、豊臣秀吉が大々的に改装したこの姫路城、白鷺城と名高いだけあって 1km 離れた駅前からでも威風堂々。大満足。押村区は18キッパー身分には攻め入る暇もなく、ひたむきに乗り継ぎを進めるしかないってことですが、キビスをいくら返せばいいのかわからない。なんとも気のせく4日目で、お次は晩秋は広域、とりあえずは西に進んでくれるそうな。車両は223系の2000番台、床の高さを 20mm 下げたり、先頭車下階層が楽な構造にしたりと、どんな線区にも入れるようにしつつ、車体外側をタフにして構造をシンプルにしたりと、なるだけコストを抑えて製造できるようにした車両。大量製造されただけあって、サイゼリアの間違い探し並みに細かな差が編成ごとにあるねんけど、根っこの思想は変わらずに、コストカットと快適さを追い求めた一致団結の草の根運動。14時4分、姫路を出発。ここから晩秋は広域で、網干方面に向かうで、パンツーマン広域、黙れ。途中、ギリ姫路市内で片足立ちしている網干までは、毎日4本くらいあるんだけど、車庫の関係か、そこを過ぎると、一気に毎日2本クラスに落ちぶれる。網干総合車両所で湯あみするかのように、悠々自適な態度を見せる223系たちと来たら、幾度音に、姫路でゆっくりしていってね、と言わんばかり。まあ掃除に急ぐな、と、車庫で休む藍色の雲や143にもたしなめられているようで、なんかムカついてきたな。ってわけで、よいよい相生いで下車。山陽線なるロードウェイを踏みにちり、新幹線なるブロードウェイに乗り移るわけではなく、ここまで乗ってきた列車が相生生では赤穂線に入るから乗り換えただけのこと。相生からお世話になるのは、黄色くておんぼろな115系。真っ黄色とかけて真っ黄色と呼ばれる、シャレ神戸のダジャレかのさばるこのカラー。三原行きなのにシャレ神戸。岡山まで時間はかかるし、乗り換えもいる。赤穂線に手を振って、山陽線も続けて発車や。14時25分、相生を出発。これは全然関係ないことなんですけど、相生って打とうとすると、癖で青いよってなるんですよ。ボイロに引っ張られすぎて受ける。私、マジで関係ないこと言うのやめろ。あ、車両端っこのここ、転換できるようになってるんですね。隅っこ暮らして、この相生から先の線形は、ややひねくれたものになっている。線形をこんなことにした元凶はもちろん、赤穂の塩や沿線の稲作に悪影響を及ぼすと考えた地元住民。っていうのは真っ赤な嘘。それはもう辰野の梅のように真っ赤っか。かいつまんで話すと、勾配の都合上、このルートしかありえなかったから。というのも、山陽鉄道の敷設に関わって、後に社長にもなる中見川っていう人がいた。彼としては、勾配は維持でも10パーミルなの。と、問いざらずで泣き叫ぶ、5歳児のごとく譲らなかった。しかも、曲線半径も300メートルまでね、というおまけ付き。なおかつ工事を楽にすべく、トンネルも減らしたいと来たら、自由度なんて血の底を這うかのよう。向こうに見える赤穂線だって、手落ちのようにトンネルに入りピタっとる。意固地で見解な山陽線が見たら、多分めちゃくちゃ赤穂線のことを叩く。SNS に鍵垢を立てて、週2くらいの頻度でスクショ付きの靴とか垂れ流してそう。山陽線の代替になりそうとか言っておきながら、隙あらばトンネル入ってて草なんやが、とか言ってそう。というわけで、まず海岸沿いを走る赤穂線ルートは候補から外れるし、国道2号沿いの短縮ルートだって、道中でトンネルを一つは増やさないといけなくなる。結局、こういう迂回ルートになるのは必死、といった具合やった。山陽鉄道は、こういう、緩い曲線と緩い勾配を大前提にして、線路を敷いていったんだけど、悲しきかな、地動説をねじ伏せられたガリレオのごとく、その燃えたぎる野望を叶えられなかった区間がある。ネタバレ、広島手前に位置する瀬の八、一体どこに位置するのか、そしてどんな名称なのかは後述、どっちも明確に言い放ちましたね。さて、上郡駅に到着する前に、一級品の水質を誇る千種川を渡るで、こいつは、一級品の身なりに逆わず、名水百選の称号を与えられとる。清流と聞きつけるが早いか、ゴールドラッシュのごとく工場が立つのが、こういう類の川の定石やねんけど、
この川沿いにはそんな殺伐とした争いはあんまり繰り広げられていない。現代人と川は水魚のように交わることはたわずって感じや。しかし自然サイドも人類の栄誉に対し涼しい顔して中指を立てるもので、この近辺で最もそれがよく現れているのが岡山県に入って4駅目の熊山駅。前後2駅わけとマントミの駅間が長いっていうんで、信号所が建てられた後昭和に入って駅の長寿を見たんだけど、何せこのすぐ対岸は断崖絶壁、船でも使って川を渡らないとここ熊山駅にたどり着けなかったので、無道に嫌味を垂れる狐のごとく両隣の2駅に逃げる人も多かった。そこで開業3年後にして橋がかかったんだけど、洪水でいともたやすく目標は流され、橋がかかっていた履歴は教科書に墨を塗るかのように抹消された。再び建て直された橋も洪水でじゃあのと瀬戸内海の木屑溶かす始末。仕方がないので送水した時はワイヤーを使って向こうに渡せる仮橋を使うも、ワイヤーが切れたら意味なかったので、駅ができて以来1955年にコンクリートの橋ができるまでの25年間川にとことん翻弄された熊山駅の乗車人員はおつましい低空飛行だったという。自然の脅威のなんとむごいこと。しかし最も恐ろしいのは、自然の恵みだのと吐いた口で自然の脅威だのとわめく人類、人類の脅威のなんとむごいこと。またたくまに岡山駅を出発。中国地方随一の駅なだけあって、 JR だけでも新幹線、瀬戸大橋線、津山線に桃太郎伝説の聖地が多いということで、桃太郎線なる愛称が付けられた吉備線とも乗り換えかの。桃太郎の勇ましさはどこへやら、随分虎の良かっとる路線名。セックスして桃太郎を産んだという、十中八九どころか十中十くらいの頻度で書き消されている原作要素が、ハレンチのかけらもなさそうな吉備線に果たしていくら残っとるかわからんけど、山陽本線はそんなのつゆ知らず一目散に広島方面を目指すのみ。列車は八雲にサンライズ出雲が行き交う岡山県下の白尾の特急街道、白尾線としばし並ぶ。その白尾線とは倉敷駅で田元を分かつ、明治時代以降は綿花の栽培を糧に繊維業で名を馳せ、昭和以降は波風立たない瀬戸内海と飽くなき埋め立てにより水島工業地帯へと成長した倉敷。水島臨海鉄道の開業も手伝って、岡山県の製造品出荷額の2分の1くらいはここに集中している。岡山県の壺もタコ壺も抑え、尻に敷くことをくまなく覚えた倉敷。相応の町なだけあって、新進気鋭の新幹線も無視を決め込むわけにはいかず、駅が置かれとる。なお新幹線停車駅の新倉敷駅は本家の倉敷駅から 10km も離れとる。おまけに停車する新幹線ときたら9割5分くらいが小玉号やねんから、倉敷はどうも相入れないはずの傾向と牛語を同時に実現している、アンビバレントな町って感じや。その新倉敷の手前で高橋川を渡る。この高橋川の上流では砂鉄の採集が行われたんだけど、その採集方法は山をぶっ壊して川の堆積とか流れとかでえり分けるというかんな流しだった。上流は砂鉄を求めて一途だっただろうけど、下流からしてみれば水かさが増すだけの旗迷惑なので、江戸時代には5年に1回くらいのペースで洪水が起きていたそう。国勢調査のノリで町を壊しにかかるな、水島工業地帯だったらと調和を受けて堤防工事はされたけど、直近でも2011年に浸水被害が起きとる。多少は心穏やかな河川になったねんけど、飼いならすまでには時間がかかりそうや。恨むならかんな流しを編み出した先人を恨むがよろしい。熊山駅の件もそうだけど、人類嫌いすぎでは。ひたすら進むうちに広島県と仲睦まじく隣り合う笠岡市に突入。内陸の奥まった部分を練り歩いているように見えるけど、この近辺は埋め立てによって町ができてきたし、なんなら線路自体も海を大々的に埋め立てて、その上に敷かれたというのが笠岡市の鉄路事情。山陽地方では鉄路がやってくる前々からでも稲作やら農業やらの熱に浮かされて、ことごとく干拓が行われてきて、その都度水田だの塩田だのが作り出されてきた。それは広島県の福山市に入るとなおのこと顕著で、才の目小に理路整然と並ぶ住宅地とか、向こうに勝立するコンビナートの煙突とかがそれを物語ってたりする。いかにも瀬戸内工業地域らしいなっていう感想がぽつりと浮かぶ。重化学工業がメインの瀬戸内工業地域の中、福山で分けても盛んなのは製鉄業。1961年に今でいう JFE をこの地に誘致しただけあって、屈指の発展を見せるに至っとる。福山までたどり着けば三原もあと少し。このまま座席に腰を下ろして時を待つのに、ただお尻が痛みを絶対に訴えてやると主張して辞さないので、一旦ホームに降り立った。明らかに福山駅のホームなんだけど、9月の残暑と狭い転換クロスが私をパラリスの王子の受刑者たらしめたのか、焼け焦げた脳でその時したためたメモ書きには三原でホームに出たと綴られていた。三原駅に乗ってる途中なのに、ここが三原駅なわけないだろ、いい加減にしろ。しばらく進むと総選業の名高い尾道へ、目と鼻の先には尾道大橋が見えてきた。上側のバドミントンの羽みたいなところで支えられたこういう橋を社長橋っていう。支柱の間隔が 200m オーバーだったって点で、1960年代の当時としては社長橋のパイオニア的存在。
架橋の動機自体は、対岸の向島まで通勤する社畜が、フェリーで仕事に行くの嫌なんだけど、って声を上げたから。造船を歌っている尾道で、働き手が船を忌み嫌ってるの、めちゃくちゃ面白いんだけど。それも過去のことで、今は無料開放までされているそうな。さすがにカートゥーンじみた押し問答は、現代まで通用することはなかったか。糸崎の手前まで来ると、遥か遠くに、尾道大橋と無理二つの真っ白な柱が、また尾道大橋かと、恍惚のため息が出かかるけれども、あいつは、向島と因島を結ぶ、因島大橋。よく見ると、ありきたりな吊り橋になっとる。しかし、お姉ちゃんのように悲壮を語らい、悲壮のため息を漏らすなかれ、さらっとディスられたんですが、しまなみ海道を構成する、あの因島大橋は、東洋一とも称された吊り橋。その新技術の結晶たるや、あの時新快速から仰いだ明石海峡大橋にもフィードバックされたほど、さすがに昭和58年の産物を今でも東洋一と称していたら、不甲斐ないを突き抜けてはいるけれども、因島大橋が作り上げた土台は、ビンゴかすりにも被験するたくましさと美しさを持ったこと間違いなし、そうこうするうちに、線路がフラクタル構造のような分岐を見せて、三原の一つ手前、糸崎駅に到着。三原の一つ手前とは言ったけど、かつてはここが三原駅で、山陽鉄道も、ここから広島まで、線路を通す1894年までの2年間、この駅を終点ということにしていた。その歴史を未だ引きずってるのかは知らないけど、管轄もここで、岡山支社から広島支社になるし、東西各方面の別を問わず、糸崎行きが数多く設定されている。幾多もの18キッパーが、血を踏み鳴らし、特にエッセイを書き上げるほどの暇もなく乗り換える。というか、特段書き上げるネタも埋まってない。この糸崎から乗るのは、広島行き。JR 西日本がむさぼりしがみつきこびへつらってきた、いちいちこけいたちの乱舞からは、一旦離れ、ここからお世話になるのは227系。2015年から運行を始めた新型車両。転落防止のホロタとか、未来に込めた思いとかから、レッドウィングなる愛称がついとる。愛称がめちゃくちゃ左に偏ってそうなのはともかくやめろ。227系のクロスシートは、5列用意されているけど、あいにくどこも埋まってる。立つか補助席に甘んじるかにしておこう。ちなみに山陽地方の人には、電車ではドア周辺に固まるという、極刑事も舌を巻いてもんどりを打つような、調節技巧の修正を見せるので、今回こそ出くわさなかったけど、岡山で数を増やす、レッドウィングのお仲間、うららは、それに、あたぽうよと答えるかのように、扉間は、4列のクロスシートにしているらしい。日も半ば沈みかかり、1日目の息も沈みかかっている中、17時22分、糸崎を出発。4時起きは、不眠気味の人間にはだいぶ辛くて、情緒が確実に狂うのを身をもって実感している。タガもネジも外れたか、沼田川と広島空港大橋と夕日が織りなす、絶景と呼ぶべき車窓を見て、あ、相馬通ってこうなのかな、と、三つの川に思いを馳せるくらいには、情緒が狂っとる。これこそ同じ意味にして別な意味での、欲望という名の電車。疲れた最長駅を出発。金城酒が生まれた地にして、酒蔵も数多く鎮座する、東広島市の中心部。その実力はなだ、伏見と並んで、日本三大酒どころにも数えられるほど。それに引き換えなんですか、関東の名だって。とにかく、明治時代の全国清酒品評会では、漏れなくツートップをかっさらったので、最長は、巧妙なお酒の聖地として、3本の指に入ることになった。なので最長駅は、離れこちまな新幹線東広島駅の乗車人員を、大きく引き離すに至っている。どんくらいかって言うと1000対9000で、新幹線の面目が怪しくなるところですが、そのまま八本松を出発。次の停車駅は瀬野。山陽本線を語るのならば、ここにまたがる通称瀬野八は、避けて通れない。曲線と勾配を腹の底から憎むかのように、徹底的に忌避してきた山陽鉄道だけど、間近に迫る日清戦争、地元住民の反対、加えて、山陽鉄道の懐市長が尾を引いて、さすがに広島手前の瀬野から八本松に無理は通せず、通りを受け入れるしかなかった。それで生み落とされた勾配は 22.6% で、曲線半径も 300m が立て続けに迎え撃つ猛攻。トンネルをなくしたいという最後の希望さえも、4つ掘る必要が出てきたので、結局何も叶わず。だから機関車がバックで疲れて疑似に治安されている姿が開業初期から広島までの開通で、瀬野駅が作られた当初から、機関車の中泊所が置かれたというで、伏線化を迎えるまでは、上瀬野信号場でスイッチバックもやったくらい。おまけに、上り坂では空転を恐れて砂を巻き、下り坂ではブレーキ摩耗を恐れて水を巻く羽目に。そういうわけで、勾配対話を計画しようと、のべつ幕なしに頭を悩ませ、こうなりゃ瀬戸内海沿いを走るくれ専用、少しでも山陽線の肩代わりをしてくれという、してくれた気に、面白いね。意図してもないことで、うちを惨めにさせるのやめろ。ともかく、呉線入回路を任せるという考えが、クレッシェンドに伝播し始めて、現に、三原寄りの東半分は、半径 400m と 10% 以下を守り抜いてきたねんけど、22km の遠回りを巻き返すのは無理や、となって、西半分は幸をすがすがしく遠投して、16% にしたという、こうなれば技術で賄う排水の陣。以来、EF67 機関車が、わざわざ瀬野八のために開発されてきたり、車両の空転を検知したら、元に戻す機能をつけた、この227系を、次から次へと導入したりと、ひねくれじゃくれの勾配に、両手を泣きながら、なんとか今まで太刀打ちを繰り広げてきた。コロンブスが宴会の席で卵を立ててみせたような、遠い測量な 22.6% のお膳立ては、乗ってよし、取ってよし、勾配を体で感じてよしといった具合に、
鉄道ファンからしてみれば、夢中夜で妙王を刻む運慶をしきりに見るかのように、列にいること間違いなしの見どころ区間となっている。ただし、アイロを目前にした運転手さんからしてみれば、飛んで火にいる夏の虫が脳裏をよぎって、心拍数爆上がりなこと間違いなし。それも気流に終わるくらい、運転手さんの手腕は見事なもので、つつがなく瀬の八を越えて、広島へ。ところでさっき、瀬の八の説明で、間近に迫る日清戦争に向けて敷いた、とこぼした。で、瀬の八を含む糸先から広島の開業は、1894年、日清戦争の開始と同年だったから、ギリ間に合わなかったかと思いきや、日本が宣戦布告を行う2ヶ月前に、ちゃんと広島まで完成させている。そのギリギリっぷり、セリヌンティウスが処される寸前に形状についたメロスのごとく、なんなら完成前にも、戦の匂いを察した軍部が、他でもない山陽鉄道を通じて予備兵を集めたから、今でこそ、一在来線という色合いが強いねんけど、明治時代の立役者としての役割は相当に大きいで、その洋菓子店のクリーム並みに、重たい歴史を胸に、ひとえに山口県方面を目指したかったねんけど、お客様を広島まで運ぶという、故障大事な大役を終えた、この列車からしてみれば、心持ちだけは生意気にも最勇気の三層法師のような18キッパーの端くれなどあれ関節生実寸で路傍に甘んじるのが一番怖いので、とりあえず飯にありつけそうな広島で夕ご飯や、広島駅構内に駅名やってお店があったので、目を引くビジュアルかつうまそうな赤うどんを注文。キレのあるついに大きい天ぷらは広島カープに対する地元愛を感じる一品、食べ応え抜群。ごちそうさまでした。時間がまだ余っているので、ミスタードーナツで電源にありつきます。なんだこの幼稚園児みたいなドーナツとドリンクのチョイス。これが5歳児だったら可愛いものを、ドーナツと対峙しているのは、20代児のむさ苦しい大学生である。しかもお目当てはあくまで電源なので、なおのこと可愛くない。若作りならぬ幼作り地味たトレイは、化かすのが下手な狐の変化を見ているようで、むずがゆい。でもそれがロリギツネだったらどうですか？興奮しませんか？その発言は年齢問わずキモい。次、普通列車の徳山駅、山口県の中部、周南市までひとっ飛びや。19時54分、広島を出発。やっぱり座ることはかなわず、広島駅周辺と来たら、北を向いたら三角す、南を向いても三角す、川の間の土地、なんて意味のメソポタミアが見たら、びっくり仰天切りもみ回転しそうな、三角すまみれの広島平野において、広島から2駅目の横川界隈が、川と無関係なはずはなく、東西に流れる川が地名の由来だとか、そんな横川界隈は、広島に城下町ができるよりも、割合早く発展したという、何せ、市の北部にある穀倉地帯、そこにありつくには横川橋を通るしかなかった。言い換えると、広島から北に抜けるには、絶対に横川を通らなきゃいけなかった。だから、交通市場も爆発的に整った。山陽線の開通と同時に横川駅開業なんて序の口で、壁線との分岐駅に、1903年の乗り合い自動車デビュー、と、枚挙にいとまがない快進撃。橋という縛りプレートゴリ押しが培った実績は、それはそれは裏切らない。少なくとも、RPG の3人目くらいの仲間に比べれば、全然裏切ることはない。しかし縛りもゴリ押しもなければ、三大都市圏に数えられる名声もないのに、西広島を出るや否や、華奢で青白い広島電鉄と、地で血を洗うデッドヒートを繰り広げる羽目になる。宮島口のあたりまで追従してくるこいつは、広島電鉄宮島線。大正時代の当時としては、やんごとなきブルーオーシャンだった、宮島への観光アクセス路線として、ブループリント片手に広島ガス電機が1920年から31年にかけて敷いたのが、この宮島線の始まり。開業以来禁煙の中で、お互いありもしない戸坂に来るような日々を送っているかと思いきや、ラストのエンジンは国鉄の宮島駅との接続のためだといい、性癖開闢のツンデレっぷりを見せとる。とはいえ、JR に比べて広島電鉄は、広島駅まで2倍以上の時間がかかる。それゆえ、おっさんが財布から千円札を取り出す時くらい、はためにベロベロ舐め腐っていたけど、鉄道文明が駐輪するより前から繁華だった広島市中南部へのアクセス手段になってる上、廉価な価格設定が手伝ってか、観光とはお構いない時間でも混雑している模様。山陽だ山陽だと三叉めく JR も広電を前にしては、だいぶ陰りを見せているご様子。さすがに山口県まで来たら、広島電鉄の追っ手も及ばない。パイレーツの蟹手のような形をした、山口県脇町、脇駅を出発。絢爛さは、特にない不骨な名前ながら、2008年に作られた西岸駅。その脇駅を抜け出せば、お次の停車駅は岩国や、岩国に猛烈に黙れ、陸軍、海軍の施設を再利用した、日本最初の石油化学コンビナートが根を下ろす地。しかし、特筆すべきは、岩国で乗り換えられる岩徳線の存在。そいつは、岩国と徳山を最短距離で結ぶべく、昭和の初期に敷設された路線。海岸沿いを走る路線に比べて 20km 短い岩徳線は、開業するが早い多脚光を浴び、特急も貨物も釣られて内陸部で踊り出す、メインストリームへと変貌を遂げた。
岩徳線は、じきに山陽線をねとって、海岸沿いの線路を柳井線なるローカル線に蹴落としたけど、メインストリームとしての支出は、短いだけでは不十分。設備のアップグレードもいける口か、っていうのも重要だった。そんな岩徳線の伸びしろ、ベルリンの壁のごとく、徹底的に阻む存在があった。それが、岩国近傍に立ちはだかる金明治トンネル。山陽線を伏線化しようとなった時に、そいつの存在が、ウイルス対策ソフトくらい目障りになってきたので、それなら柳井経由の海岸線を使おうと相なり、内陸寄りの路線はローカル線へとしおれる羽目になった。岩徳なくして恐怖厚みであり、恐怖なくして岩徳は無力なり、しかし岩徳線のトンネル自体や、機関車に乗る人の窒息リスクという恐怖をはらんでいたら、岩徳も恐怖も存在しない、柳井経由を選び取るのもやむなし。しかし岩徳線も酷なもの、多分ああいうサワーでも飲んで、焼け酒にひた走っていることだろうな。それはそうと治安どうなってんの。その岩徳線と串ヶ浜で合流した後、4分ほど電車を走らせると、しんみりした、1年生になったらなる到着メロディーに迎え撃たれ、徳山駅に到着。友達の人数は自然数ではない私は、古墳奮闘、21時57分発の下関行きへ。山陽鉄道が敷いてきた道も、いよいよ佳境といった具合で、1897年に徳山まで山陽鉄道が伸びてきて以降は、徳山と重市の間で連絡船を出港させとったらしいで、言うなれば、しばらくは徳山が九州への玄関口かつ結節点として栄華を極めていた。だから、下関方面への延伸は、徳山からしてみれば、町が錆びれるので、正直ちょっと嫌だったという。事実、延伸に伴う新駅開業で、徳山の駅員さんたちが、いくらか左遷を食らい、徳山、文字の連絡船も、潮が引くように去って、旅館をいそいそと店じまいをするまでに至り、徳山に、そして戦慄の夜が訪れた。周南市の花、サルビアの花言葉には、燃える思いなる意味もあるらしいねんけど、ここまで弱り目にたたり目を食らったら、南極大陸のように、何もかも冷え込むのもやむなし、やっ、それに報いた慈悲なのか何かは知らないけど、今は望み号も稀に止まってくれる。鉄道をめぐるテンションの乱高下が、トルコアイス商人の手つきくらい激しい徳山を出ると、市内第二の主要駅にして貨物駅、新南洋駅に到着。かつては周防富田と名乗った。この辺りは平成の大合併がやってくる前まで新南洋寺だったので、当地の市民が新南洋を渇望したのも無理はない。からのここは豊富やろか。手持ちぶさたやった塩田の跡地に、ショートケーキのピラピラを舐めるかのように、余すところなく自動車工場などを建てて、バリバリになり上がっていった産業が豊富な工業地域。豊富だけにってぼちっと、そのビープ音未満の茶化し方なんとかなりません。しょうがないよ、お互い凄まじく疲れてるから。さっきあの転換クロスシートが生み出すわずかな隙間からスマートフォン落としてたよね。やぶから棒ならぬ椅子の隙間からスマートフォンで、後ろに座ってためっちゃ硬い学生さんビビってたよね。疲れているということを自覚しよう。はい、下関まで肝に銘じておきます。わかればよろしっこちょぼ。反省しろ。からの新山口駅、新幹線も止まる駅で、かつては小郡駅と名乗っとった。解消のタイミングは、新幹線が止まり始めた1975年かと思いきや、なんと2003年と、そこそこ最近。というのも、小郡駅が新幹線停車駅と決まった当時、このエリアは小郡町に属しとった。でも、山口線で小郡駅とつながっとる山口市も、対岸の火事とちゃうもんで、山口市は、新山口駅だの山口小郡駅だのと案を出し、挙句合併話すら持ちかけたりしたねんけど、小郡町は、渡月菊首輪をつけたビルドッグのように、小郡なる一本槍を押し通そうと吠えた。そういう理由で、新山口への解消は、のぞみ号の停車と引き換え、ということになった。ちなみに解消に際しては、JR 西日本が、すごく圧をかけたらしい。新山口にしなかったら、のぞみ号は向こう20年止まんねえだろうな、とまで吐き捨てたそう。弁舌も毒舌も通り越して、もはや奇弁。弁は剣よりも強しいと言いながら、万年筆のインクを相手の目にぶってやることで、優越に浸るレベルの奇弁。その武教っぷりたるや、国会でも取り上げられ問題視されたほどらしいねんけど、まあ別に、鉄道事業者が決めればよくない?とのことで、自治体に情けはかけられなかった模様。しかしあれだけ地名の誇りを死守してきて、解消後でさえ口惜しと歯がみした小郡町も、駅の解消2年後には身ぐるみ剥がされ、山口市に合併されてもうたから、小郡駅だった過去は、霧のように消えかけとる。というわけで宇部駅に到着。依然として、瀬戸内工業地域の範囲内やねんけど、山陽鉄道の区間はもうほとんど終わり。こうも長い区間を明治時代に施設で敷いたとなると、山陽鉄道は花から順風満帆みたいに見えるねんけど、実際は神戸から姫路を敷いた時点で、とても線路を西に伸ばせそうにないほど火の車状態やった。だから山陽鉄道は、カノッサの屈辱のハインリヒ4世のごとき執念で、政府から補助金を受け取って工事を進めるけど、糸崎まで伸ばしたあたりで、収入が不設コストに追いつかず、かといって、土井旗絵に補助金を請うこともできず、仕方がないので社債を発行して、広島まで敷いたという、そこから下関まで開通させれば、大阪城を焼き払った後の家康くらい安泰かと思いきや、瀬戸内海を流ちるフェリーという、坊主にくいし、今朝もすこぶるにくいようなライバルがおった。
そういうわけやから、サービスアップにはダメツスガメツの状態で余念がなく、主にイギリスの鉄道会社をパク、参考にして猫かぶりのコピーキャットを演じてみせた。わかりやすい例で言うと、食堂車、寝台車付きの暖房を搭載した急行列車を走らせた。563km を12時間半で走り抜けたという急行列車のスピード感も羨望ものだったけど、20世紀後半の鉄道車両のスタンダードを1901年にして打ち立てた底力は計り知れない。他にもいろいろなサービスはあったけど、変わり種で言ったら茅頭、下関まで開業させる前、神戸から豊富までの運行だった頃は、いくら海沿いだの山あいだのと言ったって山陽エリアの発展なんて茅の外だった。だからか列車の中に茅を張り始めたらしい。なんでブリティッシュショークの技術まで学んでるんだよ。ちなみに茅は乗客が張ることになっとったし、支柱も当然必要になった。夏季の夜行急行限定かつ虫を防ぐという目的の方が強そうとはいえ、さすがにだるい。なので急行列車に割れんばかりの拍手を送っとった国鉄もちょっと引いた。山陽鉄道は確かに鉄道界のパイオニアだけど、実際は良くも悪くも無法地帯だったのかも。そんなマリオパーティーのミニゲーム並みの治安を誇った路線を走るこの車両、だいぶ車両紹介が遅れたけど、今乗っているこいつはいちいち固形の3000番台、5号の掲示張りに変わり映えのしない洗面を見るに、リップサービス程度の車両かと勘違いしそうだけど、内装は贅沢極まった2ドアの転換クロス。それもそのはず、こいつが入れられたのは広島地区。こいつが入った目的は、宮島へのアクセスという大役を担わせるほか、客取り合戦が激しい広島都市圏特有の競争に打ち勝つため、というのもある。そもそも通っているルートも運賃も違うので、ボンボンの悪あがきという感は強いねんけど、そこまで来たら、わらに立って、なんだってすがりたいのかもしれへん。そのまま、新幹線との乗り換え駅、新下関駅を出て、はたぶで、山陰線と12時間ぶりに再開した後、関門トンネルの開業を受けて、高架になったとかいう、下関駅に到着。長かった山陽線を撃破、と言いたいところだけど、もうちっとだけ続くんじゃ。山陽線は次の駅、福岡県の門司まで。今日の、そして、山陽本線の大鳥を飾る列車は、23時55分発の小倉行き。1分しか乗り換え時間がない上に、小倉方面の終電やねんから、早いところ乗り継ぐで。速達列車の座を新幹線に取られてもなお、山陽本線界隈はアクセクしている。今も昔も早漏、この下関駅を出ると、JR 九州の区間に入る。関門トンネルも含めるで。まして関門トンネルも JR 九州の領分かってのは、青函トンネルの話を思い出せばわかると思うで。ま、青函トンネルが1988年開業なのに対し、関門トンネルは42年と、大先輩やねんけど。で、互いに、目と鼻の先にある、本州と九州、船以外の方法で結びたくなるのも当然だった。ただ、その計画が出てくるまでのスピードが、鬼ほど速かった。最初に出てきたのは1895年、関門海峡に橋を架けろという論文が現れた。続けて1896年、博多で全国商業会議所連合会なる催しが開かれた時、関門海峡に鉄道を触れなどと、博多の会議所が政府に立てついたらしい。ちなみに、この頃、山陽鉄道は依然として、下関どころか徳山にすらたどり着いていない。山陽鉄道には、下関まで伸びる前提があるとはいえ、あまりにも速い。ドアが開いたエレベーターに駆け込む老人の歩行スピードくらい速い。以来、関門海峡をめぐって、蒲田の建設案が浮かんでいったけど、わんこそばを処理するかのように、のらりくらりと受け流されて、まともに計画が動き出したのは1932年、吊り橋で関門海峡を結ぼうとしたそうな。しかし、その頃は満州資源の渦中、陸軍は、空から侵略されたらどうすると、海軍は、船が通れなくなったらどうすると、下崎三寸で、地の物要望が繰り出され、七点八起で、トンネル案へと計画をすみ替えた。そうして、世界初の鉄道海底トンネルに向け、1935年には、立派な委員会が作られた。委員会さんは、鋼体は 20mm、当初から電化、あと単線で掘って、小森湯の辺りを通して、ついでに、海峡の地質すごいから調べて、とか。八面六臂の活躍を見せながら、その腕でもって、膨大な数の指図を投げつけた。ところで単線と決めたのには、わりかし単純な理由があって、伏線をあつらえようとすると、水圧がでかくなり、工事が難しくなるので、ご法度だった。JR 九州の車両で着床するくらい許されなかった。そういうわけで、今でこそ、上り、下りの二つの線路が、関門トンネルには用意されとるねんけど、単線だったのを後から追加で掘った都合上、厳密には単線 ×2 というややこしい構造。一地方を全くだけのトンネルという身分の割に、情報量の多さに泡を吹いて倒れそうだけど、それだけでは飽き足らず、持ち駅に滑り込む手前で、ジャンプスケアにも迫るような演出が待ち受ける。それがこの持ち駅の手前に立ちはだかるデッドセクション。とはいえ、すでに一回この旅でもデッドセクションは通っていて、常磐線の砦近辺で冷房がすっと息を止めた、あの時と大体原理は同じ。さっきのデッドセクションで直流区間は終わり、ここからは久々に交流区間に入るで。そんで、すぐ持ち駅に到着。その昔は大理駅と名乗っとった。で、北北東に 5km くらい行った門司港駅が、いにしえの門司駅で、関門連絡船がむせ返るような繁栄を見せていた頃は、九州との玄関口として、申し分ない活躍っぷりやった。
でも代理駅と名乗っていたはずの門司駅に関門トンネルがつながるようになると、上流が速いはずの関門海峡に面する新生門司港駅は水を打ったように静まり返り、関門トンネルが豪雨で水没した1953年を除き、関門連絡船はお手本のような下火を見せ、山陽鉄道からはるばる続いた連絡船は1964年にその幕を下ろした。つまり廃止という処女幕が破れた廃止をネタに好き勝手言うな、廃止だなんてそんな本当に好き勝手言うな。さて、胃もたれするほど濃いめのノスタルジーが襲いかかる関門トンネルといえど、いざ渡ってみると小倉市特産の春菊並みに後味はあっさりしていて、北海道にいた時は夢にも見たような、いや私人間なんで夢なんて見てないんですけど、ペルセウスの冒険のような壮大な旅のもと、関南新区を乗り越えて九州にたどり着いた。そして今日はもうこれ以上西に進めそうにないねんから、この小倉で旅を終えるで。一応門司港行きの列車は残っとるねんけど、草木もナイトルーティーンに入り浸っとるこの時間にわざわざ東に行き水を返す意味があるわけないやろ。文字で日付をまたいだねんから5日目のハンコも押してもろた。今日はもう知らん、寝る、睡眠負債をなんとかする、とりあえず横になる。そんで悪夢でも吉夢でも最低限何かみたい。なんかもうおやすみなさい。4時間睡眠、バカ、アホ、ずっと夢と現実の境界線上を歩いとる感じでろくに眠れんかった。睡眠不足にタコ殴りにされる5日間も本日で終わり、最終日くらい華々しく行きましょう。そういうわけなので、まずは快速列車で博多まで。この一本前にも普通列車の博多行きが19分も先んじて小倉を出発しているんだけど、快速列車は伊達天走りで後を追い、最終的には3分という僅差にまで縮める。快速という甘美な樹液求めて、私たちがカブトムシのように群がるのも無でなるかな。樹液よ樹液。車両は811系。快速向け列車として、この世に生を受けてから35年、今もしぶとく北九州エリアにむさばっている。前面はシンプルなんだけど、側面の帯は赤と青で、やや派手な装い。赤色は、JR 九州の色でかつ、ハイパーサルーンと呼ばれた 7% 系特急から取ってきている。青は単に一般用車両だからまとっている。目に悪い原色が横並びになる様は、ポリモンショックの元凶かと疑いたくなるけど、座面でシースーじみた浮遊感は、落ち着いた内装からは感じられず、2ドアの転換クロスシート、紫と青のモケットが互い違いに備わっているというこだわりっぷり、もう売りのはずなんだけど、中国株の暴落に唖然とするおじさんの目くらい色合いがくすんでいて、青と藍色程度にしか見えない。まあでもこの際寝られるなら何でもいい。目をつぶって船こいででわからん。コーヒーと JR 九州お手製のチランの緑茶を決めて、いい具合の時間まで寝てましょうね。ってわけで小倉駅を出発。さて、九州入って門司以南では鹿児島本線を邁進するだけの簡単なお仕事が続く。さすが名の通り鹿児島までつながっていた路線なだけある。熊本鹿児島県境の区間は JR に足を切られて山積にされたけど、で、そんな長大路線もまた九州鉄道なるデカ物の私鉄が画策したものだった。福岡県側が門司港から熊本の鉄道敷設なんとかなりませんかって言い出したのが初め。もう少し言うと、門司港から熊本って鉄道敷設に向いた地形なのか下調べしてもらいたいっていう意図だった。ただその意図はプリズムでも通したように曲解されたか、俺ら政府がいるような感染っぽいなと判断したら敷設と運営をやる、お前はその分の資本金をかき集めろという返事が来た。要は民間企業から巻き上げた金を使って国鉄が敷設と運営をやろうとした。山積に近からず遠からず、実際政府は腕をまくって手ぐすね引いて、確かに敷く気満々子ではいたんだけど、米によって多忙を極めていて、測量が済んだとしても気候までたどり着くには時間がかかるし、かといって測量を先に済ませて気候を後回しにするのもやるせない。そんなのまるでインスタント味噌汁にお湯を注いでから6時間放置するかのような徒労でやり直しがいる。それなら国鉄は金輪際しかないことにして、私鉄にカーネギーごっこをやらせた方がよろしい。というわけでやっぱ私鉄でオナシャスと政府側が頼み込んでみたら、これが好感触。むしろいいの、いや1880年からアルコールを出したんだけど、全身別帰ってこなくて、この80年に九州各県が集まる機会があったんだけど、みんな熊本市の生産として受けるその後と、押し語りを始める限界オタクでも取り付いたかのように突如流暢に喋り出して、ひとまず九州鉄道の歴史が始まった。設立許可は1886年、実際の設立は88年。政府側としてもこの九州鉄道を私鉄のみならず国鉄のモデルケースにしたかったそう。というのも設立許可を出した当時の国鉄は、東西を結ぶ予定だった中山道線の計画で揉めていた。でも中山道線をめぐる会議が全然煮詰まらず、辟易と焼きもきが積み重なり、それなら孤島の孤高な九州鉄道を見習って敷設のいろはを学ぶべし。そういうわけなので九州鉄道の社長として農商務省から一人天下りさせたり、多少の財政援助も行ったりと、おんぶに抱っこの出来合い模様。ただ一点だけ重たい制約があった。それはルート取り。当時の軍部は意地でも線路を海岸線から離せという舵取り方針だった。それは国鉄のみならず石品の私鉄にさえも社会契約説に歯向かうかのように当てはめられた。だから今でいう北九州市内の線路は結構内陸寄りに敷かれていった。
ただ、山間部でエネルギーを消費する割に、旅客貨物の量は、すすめの涙で、ニュートンの法則が見たら終生狼狽するような、理にかなっていない状態だったので、日清戦争のいざこざも鎮火され、軍部も荒かった鼻息を荒かった整えた頃には、北九州の民にとっては、親の顔より見たような、現行ルートが整えられたという。ただそこ以外にも、福間から博多で海岸線を避けるべしという制約があったりと、対岸に大陸を要する九州というだけあって、その縛りは、したたか大きかった模様。私鉄のモデルケースと大口叩いた割には、随分介入してませんかね。と言ってるうちに、西という看板を背負うには、あまりにも西すぎる場所を牛耳る、西日本鉄道と競い合う博多近郊へ。ここは多々良川のあたりで、西鉄貝塚線の那島川橋梁とかと競り合う。あの鉄橋は実に100歳を数える、アーチを描いた鉄筋コンクリート製。当時の巨匠だった阿部美樹氏が手掛けた、大正時代としては最大級を誇る、長さ210メートルの鉄橋。華奢の橋とはいえ、土木遺産を要する西鉄からしてみれば、JR は好きだらけなように映ってることかも。まるで1時間にもわたって、グースかいびきかいてる。もう山陽新幹線の終着駅として名高い博多駅か。え、近くない？近中の目つきと意味深な手から、嫌な予感しかせえへんのやけど。お姉ちゃん、パンツ。初犯の事情で、我が妹をヒエログリフにせざるを得なくなったねんけど、札幌以来の無印00ナンバリングが、出ようだるゆえんを思い起こさせる。福岡県が誇る、多分他県は妬んでる、博多の町に到着や、謹慎無礼な博多に対し、陰陰無礼な態度を取るかのように、舞うように乗り継ぎを続けるで、鳥栖から西に折れて、佐賀県の港北まで向かう列車。乗り込む列車は、さっきと同じ811系、のはずなんだけど、さっきまでの個体に比べるとやや派手で、主に前面角がうるさい。こいつは2017年から走り始めた、811系のリニューアル車両。オールドイツニューなどとそれっぽいことを嘘吹いて、機器更新や内外装チェンジを果たした車両。そのニューがオールドを迎え次第、またニューにし直せばよろしいので。多分 JR 九州は、ニーチェの英語回帰の思想でも支持してるんだと思う。コーポレートカラーの赤すら外され、コミュッタートレーンの落印を、真っ青な帯に焼き付けられた811系。乗り込む前に、昨日買って捨て忘れたペットボトルを、ゴミ箱にインしましょうね。ほらもう自販機の横に分かりやすく捨てる場所は、え、これ敏感用なんですか？捨てられるという希望を握りつぶされ、虚無になってます。営業開始まで4時間半も前の、あの立ち食いラーメン屋くらい、虚無になってます。駅構内を練り歩いたけど、ゴミ箱見つからんかったから、一連作賞ってことで、811系くんにペットボトルの面倒運が発見、ウーマンコミュニケーションの実況は、よそでやってください。とにかく6時35分、博多を出発。ここからは南下していくで。で、この博多駅、1963年12月までは、今の場所から600メートルも西にあった。てのも、1889年に開業して以来、博多駅は、九州の心臓としての責務を果たしてきたねんけど、さすがに50年以上経つと、ホームは足りないし、駅前広場は混むし、見切りはけたたましいし、あと、博多駅すぐ南の直角カーブもネックだったので、豆々しく切り替えが行われたという、つまり交通の流れとか合理化とかの流れに、パコパコ博多をはめたってことで、気温はパコパコで合ってますか？福岡市を出て、九州一の人口密度を誇る春日市を過ぎ、大野町へ。大野町はもちろんのこと、水木とかトフロー南とか、この辺りでは日本史好きなら、にやりとする駅名が続く。水木、大野町は、7世紀までぐっと遡って、日本が白月の絵の戦いで負けた後、日本に白旗を上げさせた党、白木から、太宰府とかを守るために作られた山城。で、水木、大野町が守り抜いた、党の帝とかいう、褒めてるのかけなしてるのかわからん異名がある太宰府。そいつの成長の別名をトフローっていう、西鉄にトフロー前なる駅名があるのに対し、JR の方はすごすごと南とつけただけあって、さすがに、駅からはだいぶ離れとるねんけど。とはいえ、結構、古代の重みを感じる地名が並んでいて、通過してみるだけでも楽しいで。日本史なんて役に立たないと講釈を垂れる方には、あまりにも釈迦に説法かもしれないけれど、にやりと楽しむための引き出しを作っておくに越したことはないんじゃないかしら。ただ、肝心のトフロー南駅については、1989年の開業と、歴史がすこぶる軽い。口当たりのいいスナックなしくらい軽い。やれ歴史じゃ歴史じゃと、大名行列のように林立てるようじゃ。単なるにわか事故の一つ覚えたぞと、温故知新の駅名になじられた気がする。そんなこと言うてる間に、佐賀県の二駅目に入って、こちら木山駅。かつて国鉄天城線なる赤字路線として走ったねんけど、総発とかの回線での仕上がった天城鉄道との乗り換え駅、小京となる教室の黒板消しクリーの穴見に散々こすられ使い古されてきた歌い文句はともかく、キーがつく双方に太宰府が近い場所で想起されるものといったらキー城で、この木山とキー城も由来にいくらか関係があるとかないとか、直接関係あるので言ったら、当時は城を木って発音していた中、太宰府を守るべく置いたキー城を何のこだわりもなく木山って呼んだとか、実らの方で言うと、大した文献も残ってないほどの昔に活躍した慶光天皇が、山が霧に覆われていたこの地を見て、霧の国と吐き捨て、それが、キーになったとか、その後明治時代に入って、存命を決める段階に入るんだけど、
木山の由来は他に4つほどあるし、何せ元山と書く字面に落ち着くのは江戸時代に入ってから。木山と呼ぶ人なんて少ないから錯綜したんだけど、お里の名前を決めないのではなおのことお里が知れる。でも結局由来のシンボルとなった山があるからってことで木山に落ち着いたそう。やっぱり鳥の住みかなる由来のトスが近いから、鶴が一声と言わず狂気乱舞の馬ごとを放ったりするのかしら。とするうちにトスに到着。向こうに見えるのは268号機関車。かつて北越鉄道と名乗った信越線のお膝元でせっせと働き、晩年は九州で入れ替え機関車として縁の下で支え、スーパーの安売り肉並みに薄っぺらい感想しか出ないねんけど、威風堂々とした重みを感じるで。しかしそんな静観で冷涼な鉄道史を振り返る暇もなく、ごったごた煮込んできて、これから長崎本線に突入するにあたってお別れする鹿児島本線に手を振りたかったねんけど、北九州の模範的ビオトープと化した車内でオーナーオーナーにそんなことなど到底できず、オーナーオーナーにメンタルが減らるときに言ってくれて助かったけど、今その流れではないだろ。その混雑を九州新幹線との乗り換え駅新鳥栖で緩和してくれと一縷の望みにすがったねんけど、かえって学生さんが乗ってきて通学時間帯のラッシュだと痛感せられ、車内が新学期に心躍らせる本当の青春は佐賀まで続いた。佐賀で降りて仕事場なり学校なりへの足を早める人、あるいは4分という息つく暇もない唐津な乗り継ぎを経て唐津線へ乗り込む人と、雲の子を散らすようと言ってはなんだけど、朝の佐賀駅はとにかく賑やかで眩しかった。で、長崎本線と言っておきながら堂々と佐賀県をぶった切るこの路線、こいつも例に漏れず九州鉄道が計画したものだった。だって九州鉄道の発起人は福岡、熊本、佐賀の有志、あまねく線路を敷きたかった九州鉄道からしてみれば西に線路を伸ばしたくなるのも当然のことだった。だから鶴が二声も三声も上げたあの木山のあたりから佐賀を経由して長崎県の廃棄までつながる線路計画は、会社の創立願いを出した時点から視野に入れて話してなかった。ところでなして廃棄かっていうと、これはむしろ佐世保が近いからやった。軍港として名高い佐世保に鉄道が直結すれば迅速な出動ができる、それを見越してやったねんけど、発起人を思い出してみると長崎がはぶられとる。せやから長崎県も遅れてやってきて、おい九州鉄道と接続して長崎から佐世保にもよこせと請願案を出した結果、鉄道敷設にお熱だった関係各県の知事が手を取って、長崎から佐世保の線路も九州鉄道が仕立て上げることになった。そうして廃棄経由の長崎本線ができたんだけど、って言ってたら終点の江北駅に到着。前までは肥前山口と称する最長片道切符の堂々たる終点だったけど、町名も冠していないくせに逆しらぶっててちょこざいなと言わんばかりに、西九州新幹線の開業と同時に繁栄の呼び水を狙い町名を冠した江北へと名称が変わった。あと最長片道切符の終点の座も西九州新幹線に分取られた。玉座の強奪も上等と言わんばかりの西九州新幹線に抜き足差し足に散り寄る乗り継ぎ先は佐世保線普通列車の廃棄行き、車両は817系。2001年に登場した割には車種などどこ吹く風のシンプルデザインで、その無駄のない外装とアルミダブルスキン構造をもってしてアルミ缶だの空き缶だのと立て祭り、踏み絵を見たキリシタンのような面持ちで敬愛する人が後を絶たないというほとんどモノトーンの外装だからと高をくくる中で、内装は打って変わって豪華絢爛雨あられ。だってこの列車地獄という不名誉な形容詞でコーティングされた通勤列車の常識を覆そうと、価値観も何もかも特急クラスまで底上げした九州切手の高級車両。特急とか言ってる割に2両しかないねんから着席保証なんて土台ないねんけど、文句を言う暇を与えさせないかのように折りたたみ座席が備わっとる。居住性が軽んじられがちな折りたたみ椅子の割には悪くない座り心地や。8時16分、江北駅を出発。さて、ここからは長崎本線の手を離れて佐世保線に入る。ただ、この佐世保線もかつては長崎本線と名乗っていた。というのも、九州鉄道の敷設計画から想像できる通り、当時は長崎以外にも佐世保を重視していた。それで長崎県内で S 字カーブを描くように敷設を進めていったねんけど、正直そのルートじゃだるい。人を手狙おうとしてる高級パン屋の名前ぐらいだるい。あと廃棄までに 25% の勾配もくっついていて、速達性のことを言うと鬼が笑うことだった。そこで佐賀県の入り組んだ有明海に沿って有明線を江北から諫早までつなげた。こうなれば活火送用の廃棄経由で長崎までつなげる切りはなく、だからかかったと有明海ルートに特急を走らせた方がよろしい。だから有明線として敷設したものを長崎本線に組み込んで、元々の路線は佐世保線大村線に落とし込むことで全てが丸く収まった。あの釣り革の配置くらい丸く収まった。
そういうわけで佐世保戦は悲しきかな。長崎への主流という差を一時奪われた。とはいえ今でも佐世保ハウステンボス方面の特急は息つく暇もなく打ち出されているし、なんなら長崎方面の西九州新幹線との接続を取った特急リレーかも目立って運転されていて、間接的にだけど長崎方面への派遣を奪い返したと言えるのかもしれない。ただ冷静になって考えると、リレーカモメの役割なんて、西九州新幹線が博多に伸びるまでのカマセイムに近いので、新幹線に連続しているゴマズリ路線という、ある種惨めな性格を帯びている説はある。そのまま、武雄温泉駅を出発。旧駅名は、温泉郷など知らぬ存ぜぬの武雄のみだったねんけど、1980年前後の朝虫、和倉、渥美とかの温泉駅化ブームに伴い、武雄も逃げ切れることなく、温泉をくくりつけられる洗礼を受けた。っていうかこの界隈の温泉は、塚崎温泉と呼ばれていたはずなんだけど、九州鉄道が武雄って駅を置いたばかりに武雄温泉なる呼び名が流し始めたので、塚崎温泉、武雄温泉はかなりいいように名前を鉄道に食い荒らされている。持つ心が温泉のように女なのか、それとも温泉にのぼせて鈍くなったからかは知らないけど、一切の動揺も何もかも捨てた様はエピクロスの骨頂極まれり。旅も過行なのでね。松浦鉄道と乗り換えられる長崎県の手前有田駅を出発。秀吉の朝鮮出兵で連れ出されてきた朝鮮の刀工がこの地で無地の磁器を作ったことに始まる有田焼は言うまでもなく有名。言うまでもなくと吐いておきながらつらつら小宅を並べたのはさておき、有田も陶磁器の出荷が大変だからとさっさと鉄道を欲した側の地方だったけど、今でいう松浦鉄道との接続点購買を吟味して町民の想像よりだいぶ西寄りに駅が作られた。ただ陶磁器生産の聖地は東側だから、有田の町民は漏れなく土発点をついて駅を作らない九州鉄道は欲しねえと幾度に九州鉄道のディスりを始めた。ただ九州鉄道が国営化されると聞くとチクチク言葉を突如として猫なで声に変え、有田町長の東本清掃が漏れなく功を奏し陶磁器の聖地上有田駅ができたという、こういう具合に明治時代から今に至るまで各地で引きこもごものドラマがあったねんけど、それをたどりつつ長崎県に突入してみると長いと思った5日間も随分短いもんと思えるな。でもそうやって早いと叫んでハイパンローチ席にまみれた暮らしっぷりをしていると人生そのものもああ早かったなああ終わり空っぽな代物になりますよ。そうやって統一な日々を送っていくうちに地位を食わないだぐってばかりの暴言を発揮してて臨車即末嫌いと高飛車を兼ね備えた日本三大老界のお出ましと言わんばかりの人材になり果てますよ。あなたは堅牢なプライドを持っているからそれで満足なのかもしれませんけどね。高等と川のように流れるので時間だとしたら少なくとも投稿頻度と編集速度考えろよ。一本4時間の動画とかだけだ。葵が正気に戻っちゃった。長崎県は意外とつるぺたなもので県境を越えて 10km も走らないうちに廃棄駅に到着。地名の由来は駅近くの海峡の流れが速く県北県南に住む池田から早木の地と呼ばれたことに由来するらしい。乗り継ぎ先の列車が止まっとるやん。セガ君乗り換えやろ早く乗らな。いや乗り継げてよかったねんな。9時3分、廃棄を出発や。えらい JR 東日本臭いアナウンスやねんけど、そんなの乗り継ぎ成功に比べれば小さいことや。車の標語を持ち出して申し訳ないけど、狭い日本、そんなに急いで、どこに行く。ハビラ平戸口やろ、ハビラ平戸口でした。だって、廃棄から佐世保には、18切符だけで特急にも乗れるって特例がある。2018年のダイヤ改正を受けて、この廃棄から佐世保の普通列車は、ぐっと減らされた。だけど、廃棄、佐世保2駅間の需要は、下り顔1個じゃ済まないほどの盛況。だから、乗車券だけで、この区間の特急の自由席に乗れるようになった。で、その流れで、18切符も使えるようになった、っていうのがこの特例区間。しかし、13分後に特急あったんだけどな。それは申し訳ないでツルツルマジでふざけんな。ここ YouTube だろ。もうお互い様ってことにして、車内紹介に入るで。今乗ってるのは YC1K。なんとなくビレッジピープルを思い出す形式名や。そんな YC1K のデザインコンセプトは、優しくて力持ち。優しいの Y、力持ちの C が、名の由来になっとる。ひっくり返るくらい由来がダサいのは、100歩譲ってよしとして、見ればわかる通り、座席が壊滅的に少ない。それもそのはずで、3ドアの扉間丸々1個潰して、車椅子対応トイレを置いたから。でも、YC1K の座席自体がお察しっぽいので、座らせない優しさならあるのかもしれへん。でも消去法で絞り出された、優しいは、別に優しくはない。ただ、人様に対する優しさだけじゃなくて、環境への優しさも標榜している。何せこいつはハイブリッド機動車。仕組みとしては、電車と同じような構造で、その図体を動かしてきた H100 に似てるけど、ハイブリッド機動車はそれに蓄電池が加わって、ブレーキをかけた時に、電池が充電される。で、その蓄電池と発電機という二刀流を使い倒して、環境への優しさを見せびらかしてるのが YC1K。それに伴って、先代の国鉄車両ことキハ6667よりも、20% ほど燃料使用量を抑えたらしい。とことんまで地球にこびへつらった、まさに、エコフレンドリーな車両にして、環境に対する優しさが詰まった、日本最西端の JR 線に恥じない顔つきなのだ。佐世保線という電化路線を YC1K みたいな機動車が、いたけだかにカッポしていることを除けば、からの大東、ヒュート、特急特例などどこ吹く風で、普通、快速しか止まらない2駅を出れば、
セポジの開発のもと、21世紀に入ったあたりで大々的に高架化された JR 線最西端の駅、佐世保駅に到着。アメリカ海軍からのことづてで作り始めたくせに、仙台特許のごとく売られてはもてはやされる佐世保バーガーが示すように、海軍軍港の手垢にまみれた北松浦半島指折りの臨海地域だけど、地名の由来まで海とすぶつぶとは限らないようで、佐世保なる木が大量に生えていたからとか、狭い川の瀬を表す佐治がなまって佐世保へと進化したとか、海風の国を名乗るのもちゃんちゃらおかしいものばかり。まあどれも決定打には欠けるんだけど、なおアイヌ語で広い谷を表すサセプとか、海藻にゆかりのある熊のサシポから来たとかいう説もあるらしい。眉がなくなる勢いでツバテもべっとりつけないといけないくらい信憑性には欠けまくりだけど、いたずらにでも北海道を見出すことで曲がりなりにも日本横断に味が出るもの。奥の方で手持ちぶさたになっている病気のクーリッシュみたいな装いの YC1系だって何がしか共感してくれることでしょ。とにかくこれにて週8切符を使った14,540円の日本横断旅は終了と行きたいところやねんけど、 JR に限らなければまだまだ先がある。それがこの松浦鉄道。沖縄を除けば正真正銘日本最西端の鉄道路線、松浦鉄道で最後まで突き進むで。早い話が第三セクターで、かつて赤字をブリブリ漏らした国鉄松浦線、車両は MR600 型、2006年に製造された新しめな車両。そのくせどうにも古ぼけたローカル臭がタクトからのカレーくらい濃厚に車両から漂ってくるけど、そんなそそら心を一生に伏すかのように、依然ウエストライナーなる愛称がついている。ウエストライナーなる愛称がついているんだから、俺は若いのだぞとでも言うかのようだけど、なるほど20世紀らしい命名センスで、若いと言われれば若い。でも若さは本物で、地方山積にしては珍しく、交通系 IC カードに対応しとる。おまけに車内は、ロングボックス天黒の欲張り3点セット。内面は意外にも、優秀の美を飾るにふさわしい、何でも揃った優等生。強いて言うならトイレがないという、さながら茶渋のように、ビビたるものながら、ひどくこびりついた問題点はあれども、それも、ある意味では、18切符修行にふさわしい。されと我が脳裏に一点のトイレをせがむ心、今日までも残れりけり。さて、10時22分、佐世保駅を出発。実にガニ体内の非電化区間へ。JR 最果ての割には、住宅もビルもひしめく、イラカを争うような車窓の絢爛さが見えるけど、鉄道最果てまで来てしまえば、民家の数はいかほどか。とはいえこの最果て山積、案外割合頑張っていて、思うがままの宝刀にふけってはいない。あれこれ改善していった代表例が、一駅目、二駅目の佐世保中央、中佐世保駅の位置関係。国鉄松浦線が松浦鉄道になった後、佐世保、中佐世保の間に佐世保中央駅が置かれた。しかし中佐世保からの距離、ほんの300メートルのみ。路線網が縦横無尽にのさばる大都市圏であれば、その程度の距離は乗り換え範囲内だと大口を叩くねんけど、起死回生を狙う第三セクターからしてみれば、それよりも需要を掘り起こすのが第一。というわけで、商店街のど真ん中という位置に商機を見出し、佐世保中央駅を置いたという。ただ肝心の駅は、繁華なアーケードから随分奥まった、オカルトの噂が立っても仕方のないような位置にあるので、中央を名乗るにふさわしい顔つきは、正直あんまりしてない。しかし、中佐世保を秘境たらしめるのには、何分貢献した模様。そんな松浦鉄道は、北海道と意外に重なるところが多く、こと佐世保サイドに関して言えば、炭鉱鉄道から全てが始まった。大体、北松浦半島のど真ん中に骨座する、セチバルの辺りに位置する松浦炭鉱。そこからくりくりじょわじょわ石炭を出そうと、石炭専用の鉄道を敷いたのが、全ての始まり。一応お客扱いもやってはいたし、なんなら客車も繋いではいたらしいねんけど、肝心の客車は、炭鉱関係者か、工場なら来客しか乗れないVIPルームで、一般ピーポーが飛び乗ろうものなら、静香ちゃんの風呂を見たのびたばりに、赤っ端を書いて逃げまとうこと受け合いあったから、石炭の上に飛び乗っていられるという、ワイルドも甚だしい乗りこなしを見せたという、アクションゲームでしか見ないような演出だけど、炭鉱鉄道に、俊敏さもクソもないので、手に汗握るような命がけのものでもなかったという。それが明治時代、佐世保エリアで巻き起こったことの顛末。大正時代に入ると、佐世保界隈に、軽便鉄道をよいしょする声が上がってきた。それが佐世保軽便鉄道。軍部などうのというよりは、観光、開発の色合いがかなり濃い、佐世保らしからぬ路線。で、まずは、愛の浦から湯の木までを横切る路線を敷いた。今見えている愛の浦川に、ストーキングをする感じの路線だね。その事業は、みるみるうちに広まって、途中の左石から分岐させて、上佐世保駅までの線路も伸びた。今でいう北佐世保駅、なんやけど、佐世保駅との乗り換えには、街中を 3km も練り歩かなきゃならへんかった。そこで、連絡バスもあれこれ作り上げて、国鉄との連絡切符も叩き売りしてみせたという。ただそれは、市のバスなるアマテラスからしてみれば、廃盤老石のようなぐちゃぐちゃマインドを持った、スサノオのごとく移り、四方八方を水に囲まれたこの地で、水も滴るウンディーネの美貌からは、遠く離れた、地で血を洗う、醜い対立が起こったそうな。また時には、佐世保から愛の浦に、海水浴客向けの列車を出してみたところ、目と鼻の先に海があるのに、人暴れもろくにできずに侵入していた、佐世保の民のハートをわしづかみにし、屋根に飛び乗り機関車の前側を占拠するという、模範的なインドの満員列車たる様相を呈したらしい。
鉄道会社としては願ったり叶ったりやねんけど、石炭の上に乗ってガッタンゴットンとかいうのとはまるでわけの違う命がけタイムやったねんから、登れない登り坂に差し掛かった時はゆったり登るとか補助機関車をつけるとかいう解決策とかじゃなく、一度戻ってから勢いをつけて思い切り登るとかいうサスケの反り立つ壁でしか見ないような描写がお目見えした。とにかく設備でどうにかできる域を超えていたので、一時真面目に転嫁が考えられたけど、金勘定に怯えてさしたる進展もなくお蔵入りになったという。そんな佐世保系弁鉄道は、時期に松浦炭鉱鉄道の買収して、北昇丹田からの石炭の輸送をも担い、飛躍的な成長を見せたんだけど、さすがに日中戦争が近づいてくると、佐世保を取り巻く風は、軍港の趣が強くなってきたか、打って変わって国鉄に買収された。そうして、佐世保系弁鉄道は、貴重な丹田のために今里、佐世保をつなぐ、国鉄松浦線へと変貌を遂げることになった。まず佐世保近傍がつながり、続けて伊万里付近がつながって、と、シャカリキ石炭輸送の大黒柱を牧師し続けたんだけど、待っているのはかの夕張。やっぱり石油がマジョリティになると石炭という糧は一気に崩れ落ちる。そういうわけで松浦線は人口下落に第二次特定地方交通線というおまけがくっついて、新生松浦鉄道として再出発を果たすことになった。別に鉄路存続が最適解とは限らないねんけど、きっちり線路が残ったのは北海道と違う点。とはいえ、恋願った存続を手にした松浦鉄道、日本最西端の手前の線路から望む深紅の平戸大橋を目に焼き付ければ。突飛に思えるかもしれないけど、これから建物のチースが生まれるまでの誕生秘話を語ってみようと思う。舞台は砂漠、世にも過酷な炎天下のもと、延々と砂の上を歩く旅人がいたという。もちろん飢え死にするわけにはいかないから、彼は牛乳を持って行った。だけど、カンカン照りの太陽のおかげで、牛乳が固まって、白い塊と水になってしまっていた。しかし、その塊を舐めたら、これがうまい。そうして、今に伝わるチースができたという。この言い方は極端かもしれないけど、過酷な砂漠の旅がなければ、チースは生まれてこなかったかもしれない。そして、この長旅でも、いろいろなことが巻き起こった。釧路でコーヒーを煽ったのも、新入梅で時そばたと騒いだのも、奥津軽馬鉄で筋金入りのコミュ障を発揮したのも、迫り来る東北の701系にヒーヒー弱音を吐いたのも、仙台で拷問が終わりかけたのも、上野で感受性が終わりかけたのも、愛知県でダイヤ乱れに狼狽したのも、広島でクソ泣きセットを頼んだのも、たとえそれが教訓程度のものだとしても、何かを生み出す原動力になった。日本はちょこっと狭いけど、狭さを上塗りするほど広くて、雄大で、そして繊細。旅を経て何かを見つけ、何かを生み出し、何か自分を奮い立たせてみるのも、また一興や。そういうわけで、本動画は、私ことの葉葵と、キャハハハ、チンコの、ことの葉茜がお送りしました。最悪だ、現地取られとった。皆様におかれましては、旅先の言動には気をつけましょう。というわけでさっさと終わろう。じゃあね。